萩原作太郎詩集月に吠えるいとこ萩原英二氏に捧ぐ女詩の表現の目的は単に情長のための情緒を表現することではない幻覚のための幻覚を描くことでもない同時にまたある種の思想を 宣伝演劇することのためでもない死の本来の目的はむしろそれらのものを通じて人心の内部に扇動するところの感情そのものの本質を凝視しかつ感情を盛んに流露させることである死とは感情の神経をつかんだものである生きて働く心理学であるすべての良い助教師には 理屈や言葉で説明することのできない一種の美観が伴うこれを詩の匂いという人によっては気因とか気品とかいう匂いは詩の主眼とする陶水的気分の要素である従ってこの匂いの希薄な詩は陰文としての価値の少ないものであっていわば香味を欠いた酒のようなものである こういういい。酒を私は好まない詩の表現は素朴くなれ詩の匂いは芳醇でありたい私の詩の読者に望むところは詩の表面に現れた概念や事柄ではなくして内部の核心である感情そのものに感触してもらいたいことである私の心の悲しみ喜び寂しみ恐れ その他言葉や文章では言い表しがたい複雑した特殊の感情を私は自分の詩のリズムによって表現するしかしリズムは説明ではないリズムは心心伝神であるそのリズムを無言で感知することのできる人とのみ私は手を取って語り合うことができる「どういうわけで嬉しい?」という質問に対して 人は容易にその理由を説明するることができるけれどもどういう具合に嬉しいという問いに対しては何人もたやすくその真理を説明することはできない。主に人間の感情というものは極めて単純であって同時に極めて複雑したものである。極めて不遍性のものであって同時に極めて個性的な得意なものである。どんな場合にも。 人が事故の感情を完全に表現しようと思ったら、それは容易の技ではない。この場合には言葉は何の役にも立たない。そこには音楽と詩があるばかりである。私は時々不幸な狂水病者のことを考える。あの病気にかかった人間は非常に水を恐れるということだ。コップに盛った一杯の水が絶足するほど恐ろしいというようなことは、 どんななににしても我々には想像の及ばないことであるどういうわけで水が恐ろしいどういう具合に水が恐ろしいこれらの真理は我々にとってはただ不可思議千万のものというのほかはないけれどもあの患者にとってはそれが何よりも真実な事実なのであるそしてこの場合にもしその患者自身が何らかの必要に迫られて この苦しい実感を傍人に向かって説明しようと試みるならばそれはずいぶんありそうに思われることだもし傍人がこの病気について特殊の知識を持たなかった場合には彼に対してどんな残酷ないたずらが行われないとも限らないこんな場合を考えると私は先立せずにはいられない患者自身はどんな手段を取るべきであろう おそらくはどのような言葉の説明をもってしても、このキーな感情を表現することはできないであろう。けれどももし彼に詩人としての才能があったら、もちろん彼は詩を作るに違いない。詩は人間の言葉で説明することのできないものまでも説明する。詩は言葉以上の言葉である。教水描写の例は極めて得意の例である。 けれれどももまたた同時に極めてあありふれた例でもある。人間は一人一人に違った肉体と違った神経と思っている我の悲しみは彼の悲しみではない彼の喜びは我の喜びではない人は一人一人ではいつも永久に永久に恐ろしい孤独である原始以来神は幾億万人という人間を作ったけれども 全く同じ顔の人間を、決して二人とは作りはしなかった。人は誰でも単位で生まれて、永久に単位で死ななければならない。とはいえ、我々は決してぽつねんと切り離された宇宙の単位ではない。我々の顔は、我々の皮膚は、一人一人にみんな異なっている。けれども実際は一人一人にみんな同一のところを持っているのである。 この共通を人間同士の間に発見する時人類間の道徳と愛とが生まれるのである。この共通を人類と植物との間に発見する時自然間の道徳と愛とが生まれるのである。そして我々はもはや永久に孤独ではない。私はこの肉体とこの感情とはもちろん世界中で私一人しか所有していない。 またそれを完全に理解している人も私一人しかない。これは極めて極めて得意な性質を持ったものである。けれどもそれはまた同時に世界の何人にも共通なものでなければならない。この得意にして共通なる個々の感情の焦点にシイカの本当の喜びと秘密性とが存在するのだ。この道理を離れて私は自ら詩を作る意義を知らない。 死は一瞬間における霊地の産物である。普段に持っているところのある種の感情が電流体のごときものに触れて初めてリズムを発見する。この電流体は詩人にとっては奇跡である。死は予期して作らるべきものではない。以前私は死というものを神秘のように考えていた。ある冷妙な宇宙の精霊と人間の英知との 高齢作用のようにも考えていたあるいはまた不可思議な自然の謎を解くための鍵のようにも思っていたしかし今から思うとそれは笑うべき迷信だった「死とは決してそんな奇怪な鬼のようなものではなく実はかえって我々とは親しみやすい兄弟や愛人のようなものである私どもは時々不遇な子供のようないじらしい心で 部屋の暗い片隅にすつり泣きをするそういう時ぴったりと肩に寄り添いながら触れる自分の心臓の上に優しい手を置いてくれる乙女があるその看護婦の乙女が死である私は死を思うと激しい人間の悩みとその喜びとを感じる死は神秘でも象徴でも鬼でもない死はただやめる魂の所有者と 孤独者との寂しい慰めである死を思う時私は人情のいじらしさに自然と涙ぐましくなる過去は私にとって苦しい思い出である過去は焦燥と無意と悩める新肉との不吉な悪夢であった月に吠える犬は自分の影に怪しみを恐れて吠えるのである疾患する犬の心に月は 青白い幽霊のような不吉の謎である犬は遠吠えをする私は私自身の陰鬱な影を月夜の地上に釘付けにしてしまいたい影が永久に私の後を追ってこないように萩原作太郎月に吠える竹とその相性地面の底の病気の顔 地面の底に顔が現れ、寂しい病人の顔が現れ、地面の底の暗闇に、うらうら草の茎が燃え染め、ネズミの巣が燃え染め、巣にこんがら飼っている数知れぬ髪の毛が震え出し、当時の頃の寂しい病気の地面から細い青だけの根が生え染め、生え染め、それが実に青れ深く見え、 けぶれるミエジにニえ、ツニアワレフカゲニミエジメノのコノクラにアミニサミシビオニノカまっすぐなるものマスグナルモ時ジメニハ地面に生え、ワききれる冬をジメニハエコレルフユオツラノキテソノミ 涙を垂れ今はや残悔を晴れる肩の上よりけぶれる竹の根は広がり鋭き青きもの地面に生え竹光る地面に竹が生え青竹が生え地下には竹の根が生え根が次第に細らみ根の先より綿毛が生え かすかにけぶるわたげが生えかすかにふるえかたきじめんにたけが生えち上ょうにするどくたけが生えまっしぐらにたけが生えこおれるふしぶしりんりんとあおぞらのもとにたけが生えたけたけたけが生えみをすべてのつみはしるされたり されどすべては我にあらざりきまことに我にあらわれしは影なき青き炎の幻影のみ雪の上に消え去る哀昌の幽霊のみああかかる日の切なる残業も何かせんすべては青き炎の幻影のみすえたるく その菊は末、その菊は痛みしたたる哀れあれ霜つきはじめ我がプラチナの手はしない鋭く指を尖らして菊をつまんと願うよりその菊をは摘むことなかれとて輝く天皇一方に菊は闇、末たる菊は痛みたる 「林あり沼あり蒼天あり人の手には重みを感じ静かに純金の亀眠る」「この光る寂しき自然の痛みに耐え人の心にまさぐり沈む亀は蒼天の深みに沈む」「笛」 青高き松が枝に琴をかけ鳴らすおよびに紅を差し組みて含めることをかき鳴らすああかき鳴らす人妻箏の根にもつれ貫き意味じき笛は天にあり今日の下夜の空にさえさえ松の小杖を光らして悲しむ者の一年に懺悔の姿を現しぬ。 意味じき笛は天にあり冬罪とがの印しし天に現れ降り積む雪の上に現れ危機の梢に輝きで、真冬を越えて光るがに犯せる罪の印ししよもに現れぬ見よや眠れる暗き土壌に生き物は懺悔の 内ぞて染めし天井石東油に光る松の葉に懺悔の涙滴りて東油の空にしも白き天井の松に首をかけ天井の松を凍るより祈れる様につるされぬ卵 糸高き小にありて小さなる卵ら光り仰げば小鳥の巣は光り今はや罪人の祈る時なる「ひばり料理」五月の朝の新緑と訓風は私の生活を貴族にするしたたる空色の窓の下で私の愛する女と共に 純銀のフォークを動かしたい。私の生活にもいつかは一度あの空に光るひばり料理の愛の皿を盗んで食べたい殺人事件遠い空でピストルが鳴るまたピストルが鳴るああ私の探偵は針の衣装を着て恋人の窓から忍び込む床は消極。 指と指との間から真っ青の血が流れている悲しい女の死体の上で冷たいギリギリスが鳴いている霜月始めのある朝探偵は針の衣装を着て町の四つ筋を曲がった四つ筋に秋の噴水早や一人探偵は憂いを感じ見よう 遠い寂しい大理石のほどをくせ者は一山に滑ってゆくひばり料理ささげまつるゆうべの愛さん食に魚老のれいをくんじいとしがり緑の窓を開きいなんあわれあれみそらを見れば皐月るばると流るる者を 手に割れひばりの皿を捧げいしがり君が左に進み難」「天慶」「静かに岸でよりん馬車」「ほのかに海は明るみて麦は動機に流れたり」「静かに岸でよりん馬車」「光る魚鳥の天慶をまた窓青き建築を」「静かに岸でよりん馬車」 昇進霜降りて少し冷たき朝を手にひばり料理を捧げつつ歩みゆく乙女ありその時並木にもたれおろいもて塗られたる女の細き指と指との隙間をよくよくかがいこのうまきひばり料理をば盗み食べんとほしてしきりにも昇進しある人のごときは 「あまりに昇進し全く合掌せるに及べり」悲「悲しい月夜悲しい円形悲しい白母になれば労働者にて東京市場が満員なりそれらの憔悴した帽子の影が町十一面に広がりあっちの市区でもこっちの市区でも」 固い地面を掘りりり返す掘り出して見るならばすす黒い鍵タバコの銀紙だ重さ5問目ほどもある匂いすみれのひからびきった根っだそれも本所深川辺りの遠方から始めおいおい市中一帯に及ぼしてくる悩ましい白母の陰でしなびきった心臓がしゃべるを光らしている。 悲しい月よ。ぬすっと犬目が腐った鳩場の月に吠えている。魂が耳を澄ますと陰気臭い声をして、黄色い娘たちが合唱している。合唱している鳩場の暗い石垣で。いつも、なぜ俺はこれなんだ。犬よ、青白い不幸せの犬よ。し 見つめる土の底から奇妙着て列の手が出る足が出る首が出しゃばるうくんこいつは一体何というガチョウだい見つめる土の底からバカ面をして手が出る足が出る首が出しゃばる酔っ払いの死仰向きに死んでいる酔っ払いの真っ白い腹の辺から 得体ののからぬものが流れている。透明な青い結晶とゆがんだ多角形の心臓と腐った腹綿とリューマティスのただれた手首とぐにゃぐにゃした臓物とそこら一面地べたはピカピカ光っている草は鋭く尖っているすべたがラジウムのように光っているこんな寂しい風景の中に浮き上がって 白っぽけた殺人者の顔が草のようにビラビラ笑っている腐ったハマグリ悩ましき俊夜の感覚とその疾患内部におる人が危険な病人に見える理由私は窓掛けのレースの陰に立っておりますそれが私の顔を薄ぼんやりと見せる理由です 私は手に遠眼鏡を持っております。それで私はずっと遠いところを見ております。ニッケル製の犬だの羊だの頭の剥げた子供たちの歩いている林を見ております。それらが私の目をいくらか霞んで見せる理由です。私は今朝キャベツの皿を食べすぎました。 そのべこの窓ガラスは非常にいい蘇生です。それが私の顔をこんなに甚だしく歪んで見せる理由です。実際のところ言えば私は健康すぎるぐらいなものです。それなのになんだって君はそこで私を見つめている。なんだってそんなに薄気味悪く笑っている。おおもちろん私の腰から下ならば。 その辺がはっきりしないというのならばいくらか馬鹿げた疑問であるがもちろんつまりこの青白い窓の壁に沿って家の内部に立っているわけです。「春夜アサリのようなものハマグリのようなものミジンコのようなものそれら生物の体は砂に埋もれどこからともなく 絹糸いのような手が無数に生え毛の細い毛が波の間に間に動いている。哀れこの生暖かい春のようにそよそよと潮水流れ生物の上に水流れ貝類の下もちらちらとして燃え悲しげなるに遠く渚の方を見渡せば濡れた初日には 少しから下のない病人の列が歩いている。ふらりふらりと歩いている。ああ、それら人間の髪の毛にも、春の夜のかす地面に深くかけ、寄せくる、寄せくる。この白き波の列は、さざ波です。有明。長い疾患の痛みから、 その顔は雲の巣だらけとなり腰から下は影のように消えてしまい腰から上には藪が生え手が腐れ体一面が実にめちゃくちゃなり「ああ今日も月がいで有明けの月が空にいでそのぼんぼりのような薄ら明かりで奇形の白犬が吠えている四の宮近く寂しい道路の方で吠える犬だよ」 猫、真っ黒家の猫が二匹、悩ましい夜の屋根の上で、ピンと立てた尻尾の先から、糸のような三日月がかすんでいる。おわあ、こんばんは。おわあ、こんばんは。おぎゃあ、おぎゃあ、おぎゃあ。おわあ、ここのうちの主人は病気です。洋春。 ああ春は遠くから明けぶってくるぽっくり膨らんだ柳の目の下に優しい唇を差し寄せ乙女の口づきを吸い込みたさに春は遠くからゴム輪の車に乗ってくるぼんやりした景色の中で白い車屋さんの足は急げどもゆくゆく車輪が逆さに回り次第にかじ棒が地面を離れ出し おまけにお客様の腰が変にふらふらとして、これではとても危なそうなと、とんでもない時に春が真っ白のあくびをする。腐ったハマグリ。半身は砂の中に埋もれていて、それでいてベロベロ舌を出している。この軟体動物の頭の上には、 砂利や塩水がザラ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 流れている流れているまあ夢のように静かにも流れている流れていく砂と砂との隙間からハマグリはまた下べろちらちらと赤く燃えいずるこのハマグリは非常にやつれているのである見ればぐにゃぐにゃした内臓が 腐りかかっているらしいそれゆえ悲しげな晩方になると青ざめた海岸に座っていてちら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 ,ちらと腐った息をするのですよ春の実態数限りも知れぬ虫けらの卵にて春がみっちりと膨れてしまったげにげに 長め見渡せば、どこもかしこも、この類の卵にてぎっちりだ。桜の花を見てあれば、桜の花にもこの卵一面にすいて見え、柳の枝にももちろんなり。例えば、ガチョウのごときものさえ、その薄き羽は卵にて形作られ、それがあのようにピカ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 光るのだ。 ああ目にも見えざるこのかすかな卵の形は楕円形にしてそれが至るところに押し合いへし合い空気中いっぱいに広がり膨らみきったゴムまりのように硬くなっているのだ。よくよく指の先でつついてみたまえ春というものの実体がおよそこの辺にある。 寂しい情欲「アイレン」「きっとかわいいい葉で草の緑をかみしめる女よ」「女よこの薄い青い草の陰気でまんべんなくお前の顔を彩ってお前の情欲を高ぶらしめ茂る草むらでこっそり遊ぼ」「見たまえここには釣り金僧が首を振りあそこではリンドの手が」 しなしなと動いている。ああ、私はしっかりとお前のちぶさを抱きしめる。お前はお前で力いっぱいに私の体を押さえつける。そしてこの人気のない野原の中で私たちは蛇のような遊びをしよう。ああ、私は私でキリキリとお前を可愛がってやり、お前の美しい皮膚の上に青い草の葉の汁を塗りつけてやる。 寂しい人格寂しい人格が私の友を呼ぶ我が見知らぬ友よ早く来たれここの古い椅子に腰をかけて二人で静かに話していよう何も悲しむことなく君と私で静かな幸福な日を暮らそう遠い公園の静かな噴水の音を聞いていよう静かに静かに二人でこうして 抱き合っていよう。母にも父にも兄弟にも遠く離れて、母にも父にも知らない孤児の心を結び合わそう。ありとあらゆる人間のライフの中で、お前と私だけの生活について話し合おう。貧しい頼りない二人だけの秘密の生活について、ああ、その言葉は、秋の落ち葉のように。 そうそうとしてて膝の上にも散ってくるではないか私の胸はか弱い病気した幼子の胸のようだ私の心は恐れに震える切ない切ない熱情の潤みに燃えるようだあ,あいつかも私は高い山の上登っていった険しい坂道を仰ぎながら虫きらのように憧れて登っていった 山の絶頂に立った時虫けらは寂しい涙を流した仰げばボ某たる草むらの山頂で大きな白っぽい雲が流れていた自然はどこでも私を苦しくするそして人情は私を陰鬱にするむしろ私はにぎやかな都会の公園を歩き疲れてとある寂しい木陰に椅子を見つけるのが好きだ ぼんやりした心で空を見ているのが好きだ。ああ都会の空を遠く悲しく流れてゆく梅園。またその建築の屋根を越えてはるかに小さくツバメの飛んでいく姿を見るのが好きだ。世にも寂しい私の人格が大きな声で見知らぬ友を呼んでいる。私の卑屈な不思議な人格が。 カラスのようなみすぼらしい様子をして、人気のない冬枯れの椅子の片隅に震えている。見知らぬ犬。見知らぬ犬。この見も知らぬ犬が私の後をついてくる。みすぼらしい後足でビッこを引いている片輪の犬の影だ。ああ、私はどこへ行くのか知らない。 私の行く道路の方角では長屋の屋根がベラベラと風に吹かれている道端の陰気な空き地では干からびた草の葉っぱがしなしなと細く動いているああ私はどこへ行くのか知らない大きな生き物のような月がぼんやりと行く手に浮かんでいるそして後ろの寂しい往来では犬の細長い尻尾の先が 地べたの上を引きずっているあ,あどこまでもどこまでもこの身も知らぬ犬が私の後をついてくる汚らしい地べたを這い回って私の後ろで後足を引きずっている病気の犬だ遠く長く悲しげに怯えながら寂しい空の月に向かって灯じろく吠える不幸せな犬の影だ 青木の梢を仰ぎて貧しい寂しい町の裏通りで青木が細々と生えていた私は愛を求めている私を愛する心の貧しい乙女を求めているその人の手は青い小の上で震えている私の愛を求めるためにいつも高いところで優しい感情に震えている 私は遠い遠い街道で小敷きをした。惨めにも飢えた心が腐ったネギや肉の匂いを嗅いで涙を流した。裏ぶれ果てた小敷きの心でいつも町の裏通りを歩き回った。愛を求める心は悲しい孤独の長い長い疲れの後に来たる。それは懐かしい。 大きな海のような感情である。道端の痩せ地に生えた青木の小で、ちっぽけな葉っぱが、ひらひらと風に広がえっていた。カエルよ。カエルよ。青いスズキやヨシの生えてる中で、カエルは白く膨らんでいるようだ。雨のいっぱいに降る夕景に、ギアッギアギア ぎょっとなく帰る。真っ暗の地面を叩きつける。今夜は雨や風の激しい晩だ。冷たい草の葉っぱの上でもほっと息を吸い込む帰る。ル。ぎょ、ぎょ、ぎょ、ぎょっとなく帰る。帰るよ。私の心はお前から遠く離れていない。私は手に明かりを持って。 暗いい庭の表を眺めていた雨にしおるる草木の葉を疲れた心持ちで眺めていた山に登る旅よりある女に送る山の頂上にきれいな草むらがあるその上で私たちは寝転んでいた目をあげて 遠い麓の方を眺めると、一面に広々とした海の景色のように思われた。空には風が流れている。俺は小石を拾って口に当てながら、どこという当てもなしに、ぼうぼうとした山の頂上を歩いていた。俺は今でも、お前のことを思っているのだ。 田舎を恐れる。私は田舎を恐れる。田舎の人気のない水田の中に震えて、細長く伸びる苗の列を恐れる。暗い家屋の中に住む貧しい人間の群れを恐れる。田舎のあぜみじに座っていると、大波のような土壌の重みが私の心を暗くする。土壌の腐った匂いが、 私の皮膚を黒ずませる。冬枯れの寂しい自然が私の生活を苦しくする。田舎の空気は陰鬱で重苦しい。田舎の手触りはザラザラして気持ちが悪い。私は時々田舎を思うとキメの荒い動物の皮膚の匂いに悩まされる。私は田舎を恐れる。田舎は 熱病の青白い夢であるけない意外の人間世界を発見したそこには貧しい農家の代わりに繁華な美しい町があったかつて私のある知人がシベリア鉄道の旅行について話したことはあの満目高齢たる無人の荒野を汽車で幾日も幾日も走った後ようやく停車した沿線の1 昭暦が世にもにぎわしく繁華な都会に見えるということだった私の場合の印象もまたおそらくはそれに類した驚きだった麓の低い平地へかけて無数の建築の家屋が並び塔や功炉が火に輝いていたこんな偏僻な山の中にこんな立派な大都会が存在しようとは容易に信じられないほどであった 私は幻灯を見るような思いをしながら次第に町の方へ近づいていったそしてとうとう自分でその幻灯の中へ入っていった私は町のある狭い横丁から体内巡りのような道を通って繁華な大通りの中央へ出たそこで目に映じた市街の印象は非常に特殊な珍しいものであったすべての軒まみ の商店や建築物は美術的に変わった風情で衣装されかつ町全体としての集合美を構成していたしかもそれは意識的にしたのでなく偶然の結果からして年代のサビがついてできてるのだったそれは古賀で奥ゆかしく町の古い過去の歴史と住民の長い記憶を物語っていた町幅は概して狭く 大通りでさえもようやく23軒くらいであったその他の工事は軒と軒との間に挟まれていて狭くいつもの流行遅れの商品がほこりっぽくあくびをして並んでいるから石畳のある坂を下に降りたり2階の張り出した出窓の陰で暗くトンネルになった道をくぐったりした南国の町のように ところどころに茂った果樹が生えその付近には井戸があった至る所に日陰が深く町全体が青木の影のようにしっとりとしていた昭華らしい家が並んで中庭のある奥の方から寒河な音楽の音が聞こえてきた大通りの街路の方にはガラス窓のある洋風の家が多かった。 利発店の軒先には紅白の丸い棒が突き出してありペンキの看板に「バーバーショップ」と書いてあった旅館もあるし洗濯屋もあった町の四つ筋に写真屋がありその気象台のようなガラスの家屋に秋の日の青空がわびしげに映っていた時計屋の店先には眼鏡をかけた主人が座って黙って熱心に仕事をしていた 町は人手でにぎやかに雑踏していた。そのくせ少しも物音がなく管轄にひっそりと静まり返って深い眠りのような影を引いてたそれは歩行する人以外に物音のするシャバの類いが一つも通行しないためであっただがそればかりでなく群衆そのものがまた静かであった男も女も皆上品で慎み深く 天下でおっとりとした様子をしていた。特に女は美しく、ひとやかな上にコケティッシュであった。店で買い物をしている人たちも、往来で立ち話をしている人たちも、皆が行儀よく、会長のとれた低い静かな声で話をしていた。それらの話や会話は、耳の聴覚で聞くよりは、何かのある柔らかい触覚で、 手触りに意味を探るというような趣だった。とりわけ女の人の声にはどこか皮膚の表面をなでるような甘美でうっとりとした魅力があった。すべての物性と人物とが影のように往来していた。私が初めて気づいたことはこうした街全体のアトモスフィアが 非常に繊細な注意によって人為的に構成されていることだった単に建物ばかりでなく町の気分を構成するところの全神経がある重要な美学的意象にのみ集中されていた空気のいささかな動揺にも対比金星、調和平行などの美的法則を破らないよう注意が隅々まで行き渡っていた しかもその美的法則の構成には非常に複雑な微分数的計算を要するのであらゆる町の神経が異常に緊張しておののいていた例えばちょっとした調子外れの高い言葉も調和を破るために禁じられる道を歩く時にも手を一つ動かす時にも物を飲食する時にも考え事をする時にも 着物の柄を選ぶ時にも常に街の空気と調和し周囲との対比や金星を失わないようデリケートな注意をせねばならない街全体が一つの薄い針で構成されている危険な壊れやすい建物みたいだったちょっとしたバランスを失っても家全体が崩壊してガラスが粉々に砕けてしまうそれの安定を保つためには 微妙な数理によって組み立てられた支柱の一つ一つが必要でありそれの対比と金星とでかろうじて支えているのであったしかも恐ろしいことにはそれがこの町の構造されている真の現実的な事実であった一つの不注意な失策も彼らの崩壊と死滅を意味する町全体の神経はそのことの危惧と恐怖で張り切っていた 美学的に見えた町の衣装は単なる趣味のための衣装でなくもっと恐ろしい切実の問題を隠していたのだ初めてこのことに気が付いてから私は急に不安になり周囲の充電した空気の中で神経の張り切ってる苦痛を感じた町の特殊な美しさも静かな夢のような簡弱さも っってひっそりと気味が悪く何かの恐ろしい秘密の中で暗号を交わしているように感じられた何事かわからないある漠然とした一つの予感が青ざめた恐怖の色で忙しく私の心の中を駆け巡ったすべての感覚が解放され物の微細な色匂い音味意味までがすっかり確実に自覚された。 あたりの空気には獅子のような周期が充満して気圧が刻々に高まっていったここに減少しているものは確かに何かの協調である確かにいることはただ自分の経験した事実だけを報告の記事には何の変化もなかった往来は相変わらず雑踏して静かに音もなく天下な人々が歩いていた どこかで遠く呼吸をこするような低い音が悲しく連続して聞こえていた。それは大地震の来る一瞬前に平常と少しも変わらない街の様子をどこかで一人が不思議に怪しみながら見ているような恐ろしい不安を内容した予感だった。今ちょっとした弾みで一人が倒れる。そして構成された調和が破れ、街全体が混乱の中に落ちてしまう。 私は悪夢の中で夢を意識し目覚めようとして努力しながら必死にもがいている人のように恐ろしい予感の中で焦燥した空は透明に青く澄んで充電した空気の密度はいよいよ刻々に高まってきた建物は不安に歪がんで病気のように痩せ細ってきたところどころに塔のようなものが見えだしてきた屋根も異様に細長く ニワトリの足みたいに変に骨張って奇形に見えた。今だと恐怖に胸を動悸しながら思わず私が叫んだ時ある小さな黒いネズミのような動物が街の真ん中を走っていった私の目にはそれが実によくはっきりと映像された何かしらそこにはある異常な唐突な全体の調和を破るような印象が感じられた 瞬晩鐘が急に静止しそこの知れない沈黙が横たわった何事かわからなかっただが次の瞬間には何人にも想像されないようにも機械な恐ろしい異変児が減少した見れば町の街路に充満して猫の大集団がうようよと歩いているのだ猫猫猫猫猫猫猫どこを見ても猫ばかりだ そして家々の窓口からはひげの生えた猫の顔が額縁の中の絵のようにして大きく浮き出して現れていた戦慄から私はほとんど息が止まりまさに混沌するところであったこれは人間の住む世界でなくて猫ばかり住んでる街ではないのか一体どうしたというのだろうこんな現象が信じられるものか確かに今私の頭脳はどうかしている 自分は幻影を見ているのだ。さもなければ狂気したのだ。私自身の宇宙が意識のバランスを失って崩壊したのだ。私は自分が怖くなった。ある恐ろしい最後の破滅が、すぐ近いところまで自分に迫ってくるのを強く感じた。戦慄が闇を走った。だが次の瞬間、私は意識を回復した。静かに心を落ち着けながら、 私は今一度目を開いて事実の真相を眺め返した。その時もはやあの不可解な猫の姿は私の視覚から消えてしまった。街には何の異常もなく窓はガランとして口を開けていた。往来には何事もなく退屈の道路がしらっちゃけていた。猫のようなものの姿はどこにも影さえ見えなかった。 そししててすっかり状態が一変していた町には平凡な商家が並びどこの田舎にも見かけるような疲れた埃っぽい人たちが白昼の乾いた街を歩いていたあの怖くてきな不思議な町はどこかまるで消えてしまってカルタの裏を返したようにすっかり別の世界が現れていた ここに現実しているものは普通の平凡な田舎町。しかも私のよく知っているいつもの夕町の姿ではないか。そこにはいつもの理髪店が客の来ない椅子を並べて白昼の往来を眺めているし、寂びれた町の左側には売れない時計屋があくびをしていつものように戸を閉めている。すべては私が知ってる通りのいつもの通りに 変化のない田舎の単調な町である。意識がここまではっきりしたとき私は一切のことを了解した。愚かにも私はまた例の近くの疾病三半期間の喪失にかかったのである。山で道を迷ったときから私はもはや包囲の観念を失踪していた。私は反対の方へ降りたつもりで。 逆にまた言う町へ戻ってきたのだ。しかもいつも下車する停車場とは全く違った方角から町の中心へ迷い込んだ。青猫、女、私の情緒は、劇場という班長に属しない。むしろそれは静かな霊魂のノスタルジャであり、かの春の夜に聞く横笛の響きである。 ある人は私の詩を官能的であるという、あるいはそういうものがあるかもしれない。けれども、正しい見方はそれに反対する。すべての官能的なものは、決して私の詩のモチーフでない。それは主音の上にかかる気音である。もしくは装飾音である。私は感覚に酔い得る人間でない。私の真に歌おうとするものは別である。 それはあののめかしい一つの情緒「春の夜に聞く横笛の音である」「それは感覚でない」「劇場でない」「興奮でない」「ただ静かに霊魂の影を流れる雲の郷愁である」「遠い遠い実在への涙ぐましい憧れである」「およそいつの時いつの頃よりしてそれが」 来たれるかを知らないまだいどけなき少年の頃よりしてこのゆえ知らぬ霊魂の郷愁に悩まされたよどこは白白とした涙に濡れあくれば鶏の声に干渉の腹綿をかきむしられた日頃はあてもなく威勢を恋して春の野杖をはせ巡り一人樹木の幹に抱きついて恋を恋する人の憂いを歌った。 現にこの一つの情緒は私の遠い気質に属している。そは少年の昔よりして今もなお私のよどこの枕に訪れ生めがしくも涙ぐましき横笛の音色を響かす。意みじく横笛の音にもつれ吹き何とも知れぬ哀愁の思いにそそられて書くのである。書くて私は詩を作る。 明かりの周りに群がる蛾のようにある華やかにして不思議なる情緒の現像に欺かれそが見えざる実在の本質に触れようとしてむなしくカステラの脆い翼をバタバタさせる私は哀れな空想時悲しい蛾の運命であるされば私の詩を読む人はひとえに私の言葉の陰にこの愛せず限りなきエレジーを聞くであろう その笛の根こそは生めかしき刑事情学である。その笛の根こそはプラトーのエロス、霊魂の実在に憧れる羽ばたきである。そして現にそれのみが私のいわゆる音楽である。死は何よりもまず音楽でなければならないというその象徴支派の心情たる音楽である。 感覚的憂鬱性。それもまた私の遠い気質に属している。それは、春光の下に群生する桜のように、あるいはまた、菊の末たる匂いのように、世にも鬱陶しく侘びしさの限りである。かくて私の生活は感能的にも、大敗の白母を悲しむであろう。下に憂鬱なる、憂鬱なるそれはまた、私の助上師の手間である。 とはいえ私の最近の生活はそうした感覚的なものであるよりはむしろより多く思索的の鬱優性に傾いている例えば集中意志と無名の変中に収められた詩幣のごときこの傾向に属しているこれらの詩に見る宿命論的な暗鬱性は全く思索生活の情緒に陥じた残像である各 私の詩のあるものはおおむね感覚的鬱都優生に属し他のあるものは思索的鬱都優生に属している。しかしそのいずれにせよ私の死に伝えんとするリズムはそれでないそれらの感覚的なものや観念的なものでないそれらのものは私の死の衣装に過ぎない私の死の本質よってもって。 それが試作の同期となるところのあの好奇の高い新規の鼓動はひとえにただあの意味じき横笛の根の魅惑にあるあの実在の世界へのゆえ知らぬ死母の愛称にある各私は歌口を吹き私の不思議にして生めかしき命を奏でようとするのであるされば私の私風には 近代印象派の詩に見るごとき観能の端的的微蘭がない。あるいはまた、柔軟にして息苦しき観念詩派の圧迫がない。むしろ私の詩風は穏やかにして古風である。これは上層の素直にして純情の誉れ高きを尊ぶ、まさしくローマン主義の生計を踏む情緒詩派の流れである。詩の目的は、 真理や道徳を歌うのでない詩はただ詩のための表現であるといったボドレルの言葉ほど芸術の本質を徹底的に看破したものはない我らはシーカの要素と干渉とからあらゆる不純の概念を駆逐するであろう水と後期とただそれだけの猛烈な幸福をシーカの最後のものとして決定するもとより美の本質に関して言えば どんな詭弁もそれの負荷を許さない。かつて詩集「月に吠える」の序に書いたとおり「死は私にとっての神秘でもなく信仰でもない」また言わんや命がけの仕事であったり神聖なる精進の道でもない「死はただ私への悲しき慰安に過ぎない」「生活の沼地になくア鷺サギの声であり月夜の足に暗くささやく」 風の音である「死はいつも自流の先導に立って来るべき世紀の感情を最も鋭敏に食事するものである。されば詩集の真の評価は少なくとも出版後5年10年を経て結成らるべきである」「5年10年の後初めて一般の俗集は死の今現に居る位置に追いつくであろう。 死は発表することのいよいよ早くして理解されることのいよいよおぞきを普通とするかの流行の主張を追って一時の船舶なる交渉に適合するごときは我ら詩人の癒しみて当たわないことである4月年に俗詩を眼下に見下し時代の空気に高く超越して最も高潔精錬の寄付を尊ぶのはそれの本質において まったく自然である詩を作ることを久しくしてますます詩に自信を持ちえない私のごとき者は惨めなる青猫の間に過ぎない利根川に近き田舎の小都市にて著者幻の信頼白母の部屋 疲れた心臓は夜をよく眠る私はよく眠るフランネルを着た寂しい心臓の所有者だ。何者かそこを静かに動いている夢の中なる血のみ後寒さにかじかまるハエの鳴き声ブン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 ,ブン私は悲しむこの白っぽけた室内の光線を 私は寂しむこの力のない命の引導を。恋人よ、お前はそこに座っている私の信頼の枕辺に。恋人よ、お前はそこに座っているお前のほっそりした首筋お前の長く伸ばした髪の毛。ねえ、優しい恋人よ、私の惨めな運命をさすっておくれ。私は悲しむ。 私は眺める。そこに苦しげなる一つの感情。病みて広がる風景の憂鬱。を。ああ、冷めざめたる部屋の隅から疲れて床をさまようハエの幽霊。ブン、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 ブン。恋人よ。私の部屋の枕辺に座るを止めよ。お前はそこに何を見るのか。私について何を見るのか。 この私のやつれた体、思想の過去に残した影を見ているのか。恋人よ、吸えた肉の匂いを嗅ぐように、私は嗅ぐ、お前の怪しい情熱を、その青ざめた信仰を。よし、二人体を一つにし、その温かみあるものの上にしも、お前の白い手を当てて、手を当てて。恋人よ、 この寒弱な室内の光線は薄赤くそこにもまた力のないハエの歌声ブン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 恋人よ私のいじらしい心臓はお前の手や胸にかじかまる子供のようだ恋人よ恋人よ 寝台をどこに私たちの悲しい信頼があるかふっくりとした信頼の白い布団の中にうずくまる手足があるか私たち男はいつも悲しい心でいる私たちは信頼を持たないけれどもすべての娘たちは信頼を持つすべての娘たちは猿に似た小さな手足を持つ そして白い大きな寝台の中で小鳥のようにうずくまる。すべての娘たちは寝台の中で楽しげなすすり泣きをする。ああ、なんという不幸せの奴らだ。この娘たちのように私たちまた高い寝台を求めて私たちもさめざめとすすり泣きがしてみたい。見よ、すべての美しい寝台の中で 娘たちの胸は互いに優しく抱き合う。心と心と手と手と足と足と体と体とを紐にて結びつけよ。心と心と手と手と足と足と体と体とを撫でることによりて慰め合えよ。この真っ白の寝台の中では なんという美しい娘たちの皮膚の喜びだ。なんといういじらしい感情のため息だ。けれども私たち男の心は貧しく、いつも悲しみに満ちて、大きな人類の信頼を求める。その信頼はバネ仕掛けで、ふっくりとして温かい、まるで大雪の中にうずくまるように、人と人との心が一つに溶き合う信頼。 限りなく美しい愛の信頼。ああ、どこに求める私たちの悲しい信頼があるか。どこに求める私たちの干からびた醜い手足。この惨めな疲れた魂の信頼はどこにあるか。強い腕に、抱かる。風に吹かれる足のように、私の心は弱々しく。 いつも恐れに震えている。女よ、お前の美しい性感の右腕で、私の体をがっしりと抱いてくれ。この震える病気の心を静、静かに静かになだめてくれ。ただ抱きしめてくれ、私の体を。ひったりと肩に寄り添いながら、私の弱々しい心臓の上に、お前の可愛らしい。 ああ心臓のここのところに手を当てて「女よそしてお前は私に話しておくれ」涙にぬれた優しい言葉で「よい子よ恐れるな何者をも恐れなさるなあなたは健康で幸福だ何者があなたの心を脅かそうとも」 あな「たを怯えてはなりませんただ遠方を見つめなさい」「目ばたきをしなさるな」「目ばたきをするならばあなたの弱々しい心は鳥のように飛んでいってしまうのだ」「いつもしっかりと私のそばに寄り添って私のこの健康な心臓をこの美しい手をこの胸をこの腕をそしてこの静観のちぶさをしっかりと」 群衆の中を求めて歩く。私はいつも都会を求める都会のにぎやかな群衆の中にいることを求める群衆は大きな感情を持った波のようなものだどこへでも流れていく一つの盛んな意志と愛欲とのグループだああ物悲しき春の黄昏時都会の入り込みたる建築と 建築との日陰を求め大きな群衆の中に揉まれていくのはどんなに楽しいことか身をこの群衆流れていくありさまを一つの波は一つの波の上に重なり波は数限りなき日陰を作り日陰は揺るぎつつ広がり進む人の一人一人に持つ憂いと悲しみと皆この日陰に消えて 跡形もない「ああなんという安らかな心で私はこの道をも歩いていくことか」「ああこのいなる愛と無心の楽しき日陰楽しき波のあなたに連れられていく心持ちは涙ぐましくなるようだ」「裏悲しい春の日の黄昏時この人々の群れは建築と建築との軒を泳いで」 どどここへううして流れ行こうとするのか私の悲しい憂鬱を包んでいる一つの大きな地上の日陰漂う無心の波の流れああどこまでもどこまでもこの群衆の波の中をもまれてゆきたい波の行くは地平に煙る一つのただ一つの方角ばかりさして流れゆこうよ 「その手は菓子である。その実に可愛らしいむっくりとした具合はどうだ」「その丸々として歌詞のように膨らんだ具合はどうだ」「指なんかはまごとにほっそりとしてしながよくまるで小さな青い魚類のようで優しくそよそよと動いている様子はたまらない」「ああその手の上に切符がしたい」 そっくりと口に当ててて食べてしまいたいいなんというすっきりとした指先の丸みだろう指と指との谷間に咲くこの不思議なる花の風情はどうだその匂いは塾をのようで薄く汗ばんだ桃の花のように見える描くばかりも麗しく磨き上げた女性の指すっぽりとした真っ白の細長い指 ピアノの鍵盤を叩く指針をって絹を縫う仕事の指愛を求める肩に寄り添いながら分けても感じやすい皮膚の上に軽くつま先を触れ軽く爪でひっかき軽くしっかりと押さえつけるようにする指の働きそのブルブルっと身震いをする愛の喜び激しく狡猾にくすぐる指おすましで 意地悪の人差し指卑怯で快活な小指のいたずら親指の肌へ太った美しさとその暴虐なる野蛮性ああそのすべすべと磨き上げた一本の指を押しいただきすっぽりと口に含んでしゃぶっていたいいつまでたってもしゃぶっていたいその手の甲はワッフルの膨らみでその手の指は 氷砂糖の冷たい食欲あ,あこの食欲子供のように意地の汚い無知の食欲青猫この美しい都会を愛するのは良いことだこの美しい都会の建築を愛するのは良いことだすべての優しい女性を求めるために すべての高貴な生活を求めるためにこの都に来てにぎやかな街路を通るのは良いことだ街路に層で立つ桜の並木そこにも無数の雀がさえずっているではないかまあこの大きな都会の夜に眠れるものはただ一匹の青い猫の影だ悲しい人類の歴史を語る 猫の影だ我の求めてやまざる幸福の青い影だいかならん影を求めてみぞれ降る日にも我は東京を恋しと思いしにそこの裏町の壁に寒くもたれているこの人のごとき小敷きは何の夢を夢見ているのか憂鬱なる桜 感覚的憂鬱性それは桜の花のすえた匂いのように白くほこりっぽい外光の中でいつも悩ましい光を感じさせる「憂鬱なる花見」「憂鬱なる桜が遠くから匂い始めた」「桜の枝は一面に広がっている」「日光はキラキラとしては肌はだまぶし 私は密閉したうちの内部に住み、日ごとに野菜を食べ、魚やアヒルの卵を食べる。その卵や肉は腐り始めた。遠く桜の花は巣え、桜の花の巣えた匂いは鬱陶しい、今人々は帽子をかぶって外光の下を歩きに出る。そして日光が遠くに輝いている。 けれども私はこの暗い室内に一人で座って思いをはるかなる桜の花の下に寄せ野山に戯れる青春の男女に寄せるはいかに幸福なる人生がそこにあるかなんという喜びが輝いていることか一面に枝を広げた桜の花の下で若い娘たちは踊り踊る。 娘たちの白く磨いた踊りの手足しなやかに泳げる衣装あ,あそこにもここにもどんなに美しい曲線がもつれ合っていることか花見の歌声は横笛のようにのどかで限りなき憂鬱の響きをもって聞こえる今私の心は涙をもて拭われ閉じ込めたる 窓のほとりに力なくすすり泣く「ああこの一つの貧しき心は何者の命を求め何者の影を見つめて泣いているのか」「ただ一面に執筆されたる美しい世界の果てで遠く花見の憂鬱なり横笛の響きを聞く」「憂鬱の川辺」 川辺で鳴っている足やよしのさやさやという音は寂しい。自然に生えてる鋭い小さな植物、総本の茎の類は寂しい。私は目を閉じて何かの草の根を噛もうとする。何かの草の汁を吸うために、優秀の苦い汁を吸うために、下にそこには何事の希望もない。 生活はただだ。無意味なな優秀の連なりだ「梅雨だじめじめとした雨の天敵のようなものだしかしああまた雨雨雨そこには映える不思議の草本あまたの悲しい羽虫の類それは憂鬱に這い回る岸辺に沿って這い回るじめじめとした 川の岸辺をゆくものはああこの光る命の壮列か光る精神の病霊か物見な自然に腐りゆく岸辺の草むら雨に光る木材質の激しき匂い「鶏」「東雲たる前家々の戸の外で鳴いているのは鶏です」 をは長く震わして、さしい田舎の自然から呼び上げる母の声です。とてく通るも通るも朝の冷たい伏戸の中で、私の魂は羽ばたきをする。この雨戸の隙間から見れば、夜母の景色は明るく輝いているようです。されども、死ののめ来たる前、 私の不死度に忍び込む一つの優秀、けぶれる木々の小杖を越え、遠い中の自然から呼び上げる鳥の声です。とてく、通るもう、通るもう。恋人よ、恋人よ。有明の冷たい障子の影に私は嗅ぐ。ほのかなる菊の匂いを。 やみたる心霊の匂いのようにかすかに腐れゆく白菊の花の匂いを「恋人よ恋人よ」「死ののめきたる前私の心は墓場の影をさまよい歩く」「ああ何者か私を呼ぶ苦しき一つの焦燥」「この薄い紅色の空気には耐えられない」 恋人よ母上よ早く来て灯火の光を消してよ私は聞く遠い近くの果てを吹く台風の響きを遠てく通るも通るも寂しき青猫ここには一匹の青猫がいるそうして柳は風に吹かれ 墓場には月が昇っている。「題のない歌」。南陽の日に焼けた裸か女のように、夏草の茂っているお鳩場の向こうへ、不思議な赤さびた木栓が入ってきた。ふわふわとした雲が白く立ち上って、船員の吸うたばの煙が寂しがってる。 私はうずらのように羽ばたきながら、そして竹の高い野茨の上を飛び回った。ああ、雲よ、船よ、どこに彼女は航海の怒りを捨てたか。不思議な情熱に悩みながら、私は沈黙の墓地を訪ね歩いた。それはこの草むらの風に吹かれている、静かに錆びついた、 恋愛鳥のミイラであった。生めがしい墓場。風は柳を吹いています。どこにこんな薄暗い墓地の景色があるのだろう。ナメクジは垣根を這い上がり、見晴らしの方から生あったかい塩水が匂ってくる。どうしてあなたはここに来たの 優しい青ざめた草のように不思議な影よ。あなたは貝でもない、キジでもない、猫でもない。そして寂しげなる亡霊よ。あなたのさまよう体の影から貧しい漁村の裏通りで魚の腐った匂いがする。その腹綿は火に溶けてドロドロと生臭く、悲しく切なく。 「本当に耐え難い愛称の匂いである」わあ「まあこの春夜のように生ぬるく」「紅色のあでやかな着物を着てさまよう人よ」「妹のように優しい人よ」「それは墓場の月でもないんでもない影でもない真理でもない」「そしてただ何という悲しさだろう」 こうして私の命や体は腐ってゆき虚無のおぼろげな景色の陰で生めかしくもネバネバとしなだれているのですよ「崩れる肉体」コウモリの群がっている野原の中で私は崩れていく肉体の柱を眺めた。 それは酔い闇に寂しく震えて影にそよぐ死に人草のように生臭くぞろぞろとうじ虫の刃う腑肉のように醜かったああこの影を引く景色の中で私の霊魂はむずがゆい恐怖をつかむそれは港から来た船のように遠く亡霊のいる島々を渡ってきた それは風でもない雨でもないそのすべては愛欲の悩みにまつわる暗い恐れだそしてヘビ使いの吹く鈍い音色に私の崩れてゆく影が寂しく鳴いた緑色の笛この黄昏の野原の中を耳の長い象たちが ぞろりぞろりと歩いている。黄色い夕月が風に揺らいで、あちこちに帽子のような草っぱがひらひらする。寂しいですか、お嬢さん。ここに小さな笛があって、その音色は澄んだ緑です。優しく歌口を吹きなさい。透明なる空に震えて、 あなたの蜃気楼を呼び寄せなさい。ぼの遥かな海の方から、一つの現像が下に近づいてくるようだ。それは首のない猫のようで、墓場の草陰にふらふらする。いっそこんな悲しい母系の中で、私は死んでしまいたいのです。お嬢さん。悲しい囚人。 彼らは青ざめたシャッポをかぶり薄暗い尻尾の先を引きずって歩き回るそして見ようそいつの陰鬱なシャベルがばつ土を掘るではないかああ、草の根株は掘り作り返されどこもかしこも鈍安な日差しが陰っているなんという退屈な人生だろう不思議な葬式のように列を作って 大きな建物の影で入りするこの幽霊のように寂しい影だガラスのピカピカする悲しい野外でどれも青ざめた髪のシャッポをかぶりぞろぞろと蛇の卵のようにつながってくる寂しい囚人の群れではないか「野ミどこに私らの幸福があるのだろう」。 程度の砂を掘れば掘るほど悲しみはいよいよ深く湧いてくるではないか春は万幕の陰にゆらゆらとして遠く車に移られながら行ってしまった「どこに私らの恋人があるのだろう」「ぼうぼうとした野原に立って口笛を吹いてみてももう永遠に空想の娘らは来やしない」 涙に汚れたメルトンのズボンを履いて私は費用鳥のように歩いているああもう希望もない名誉もない未来もないそして取り返しのつかない開墾ばかりが野ネズミのように走っていった寂しい来歴むくむくと声太って 白くくびれている不思議な休憩のイメージよ。それは耳もない、顔もない、つるつるとして空に昇る野たのようだ。夏雲よ。何たるとりとめのない寂しさだろう。どこにこれという信仰もなく、頼りに思う恋人もありはしない。私はラクダのようによろめきながら、ヤシの 実の日に「ああこんなこじきみたいな生活からもう何もかもなくしてしまった」「とうとう風の死んでる野道へ来てもろこしの葉裏にからびてしまった」「なんという寂しい自分の来歴だろう」「んがな食欲」 怠惰の暦いくつかの季節は過ぎもう優秀の桜も白っぽく腐れてしまった馬車はゴロゴロと遠くを走り海も田舎もひっそりとした空気の中に眠っているなんという怠惰な日だろう運命は後から後からと陰ってゆき寂しい病鬱は柳の葉陰に煙っている もう暦もない記憶もない私はツバメのように巣立ちをしそして不思議な風景の果てをかけってゆこう昔の恋よ愛する猫よ私は一つの歌を知ってるそして遠い海藻の焼けてる空からただれるようなキスを投げようああこの悲しい 情熱のほかどんな言葉も知りはしない「感慨な食欲」「松林の中を歩いて明るい気分のカフェを見た」「遠く市街を離れたところで誰も訪れてくる人さえなく林間の隠された追憶の夢の中の カフェである「乙女は連々の衆を含んで明けぼののように爽快な別姓の皿を運んでくる仕組み」「私はゆったりとフォークを取ってオムレツフライの類を食べた」「空には白い雲が浮かんで体操感がな食欲である」「天候と思想 女性は陰気な寝台から家畜のように這い上がった。女性は羽織を引っ掛け、彼の見る自然へ出かけ突進した。自然は明るく小切れで清々として、その上にも匂いがあった。森にも辻にも、売店にも、どこにも青空が翻りて美麗であった。そんな軽快な天気に、美麗なカーが、 娘らが走り回った私思うに思想はなお天候のようなものであるか所生は書物を日向にして長く幸福の匂いを嗅いだ笛の音のする里へ行こうよ車に乗って走って行く時野も山もぼうぼうとして霞んで見える 柳は風に吹き流されツバメも歌もヒヨドリも霞の中に消え去るああ車の走る輪立ちを通して不思議な防爆たる景色を行く手に見るその風光は遠く開いて寂しく憂鬱な冬の音を吹き鳴らす人の忍びて耐え難い情緒である このへんてこなる方角を指してゆけ春のおぼろげなる柳の陰で歌も燕も吹き流され私の車屋さんは一心ですよ。意師と無名、井手やもしくはイメージの世界について。 黙っってて道端の草を張みじめな因果の宿命の青ざめた馬の影です青ざめた馬冬のどん天の凍りついた天気の下でそんなに憂鬱な自然の中で黙って道端の草を張ってるみじめなしょんぼりした宿命の因果の 青ざめた馬の影です。私は影の方へ動いて行き馬の影は私を眺めている様子ああ早く動いてそこをされ私のライフのスクリーンからすぐにすぐにずり去ってこんな現像を消してしまえ私の意志を信じたいのだ馬よ因果の宿命の情報の惨めなる 絶望の凍りついた風景の甲板からあめた影を逃走しろ思想は一つの意象であるか鬱蒼と茂った森林の樹木の影で一つの思想を歩ませながら仏は壮妙の自然を感じたどんな瞑想をも生き生きとさせどんな涅槃にも溶けるような そんな美しい月夜を見た思想は一つの一生であるか仏は月影を踏みゆきながら彼の優しい心に尋ねた遺伝人家は地面にへたばって大きな雲のように眠っている寂しい真っ暗な自然の中で動物は恐れに震え 何かの沼に脅かされ、悲しく青ざめて吠えています。ノワルー、ドワル、ヤワー。諸星の葉は風に吹かれて、さわさわと闇になってる。お聞き静かにして、道路の向こうで吠えてる。あれは犬の遠ぼえだよ。ノワルー、 どうあるいやわ犬は病んでいるのお母さんいいえ子供犬は飢えているのです遠くの空の尾行の方から震える仏像の影の方から犬は彼らの敵を眺めた遺伝の本能の古い古い記憶の果てに哀れな先祖の姿を感じた 犬の心は恐れに青ざめ夜陰の道路に長く吠える「のあるとあるのあるいや犬は病んでいるのお母さん」いいえ子供犬は飢えているのですよ顔寝ぼけた桜の咲く頃 白いぼんやりした顔が浮かんで窓で見ている古い古い記憶の陰でどこかの鳩場であったようだがすみれの病室の匂いがする外交のキラキラするガラス窓からああ遠く消えてしまった虹のように私は一つのお礼を知るライフの薄暗い隅を通った 再び永遠に帰ってこない自然の背後に隠れている僕らがやぶの影を通った時真っ暗の地面に泳いでいるおよおよとする形を見た僕らは月の影を見たのだ僕らが草むらを過ぎた時寂しい外れの隙間からなるそわそわという 小笛を聞いた僕らは風の声を見たのだ僕らは頼りない子供だから僕らの哀れな感触ではわずかな現れたものしか見えはしない僕らははるかの丘の向こうで広々とした自然に住んでる隠れた万象のつ誤を聞き見えない生き物の動作を感じた 僕らは雷光の森陰から夕闇の来る地平の方から煙の淡白い影のようで死体に近づく虚像を覚えた何かの怪しい姿に見える魔物の迫れる恐れを感じた大人の知らないケウの言葉で自然は僕らを脅かした僕らは足のように震えながら 寂しい荒野に泣き叫んだ「お母さんお母さん」さん「悩めける霊魂華やかなる情緒」「深夜の静かな野道のほとりで寂しい伝統が光っている寂しい風が吹き流れる」 この辺りの山には樹木が多く、奈良、ヒノキ、ブナ、カシ、ケヤキの類。枝葉も茂く、鬱蒼とこもっている。そこやカシコの暗い森から、また遥かなる山々のふもとの方から、寂しい孤島を目当てとして、群がり集える顔を見る。稲子の恐ろしい群れのように、 光に渦巻きくるめき押し合い死に合う小虫の軍団人里離れた山の奥にも夜更けて輝くことを夢む寂しい華やかな情緒を夢む寂しい華やかな明かりの奥に不思議な性のもだえを感じて重たい翼をバタバタさせるカステラのような顔を見る。 哀れな孤独の憧れきった命を見る命は光を指して飛び交い光の周りに群がり死ぬああこのにぎわしく生めかしげなる春夜の同世梅雨っぽい空気の中で華やかな誤唐は眠り明かりはあたりの自然に流れている流れている愛称の夢の 影の深いところで私は時がたい神秘を思う万有の命の本能の孤独なる永遠に永遠に孤独なる情緒のあまりに華やかなる夢明るい屏風の影に座ってあなたの静かな寝息を聞く。 航路の悲しい煙のように底かと立ち迷う女性の優しい匂いを感じる髪の毛長きあなたのそばに睡魔の自然な言葉を聞くあなたは深い眠りに落ち私はあなたの夢を考うこの不思議なる情緒影なき深い思いはどこへ行くのか白母の ほのじろいおいのように、はるかにかすかな小水を眺め、はるばる寂しいふもとをたどって、見知らぬ遠見の山の峠に、あなたはひとり道に迷う。道に迷う。ああ、何に憧れ求めて、あなたはいずこへ行こうとするか。いずこへ、いずこへ行こうとするか。あなたの感傷は、 マに据えて白菊の花の腐ったようにほのかに神秘な匂いをたとう「軍隊通行する軍隊の印象」「この重量のある機械は地面をどっしりと押さえつける」「地面は強く踏みつけられ反動しもうもうとする誇りを立てる」 この日中を通っている居住のたくましい機械を見よ。黒金の油切ったものすごい頑固な巨体だ。地面をどっしりと押さえつける大きな集団の動力機械だ。ずっしり、ずっしり、バタリバタリザック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 この強定な機械の行くところ。 どこでも風景は退色し黄色くなり日は空に沈鬱して意志は重たく圧倒されるずっしりずっしりバタリバタリおいっちにおいっちにおうこの重圧する大きな真っ黒の集団波の押し返してくるように重油の濁った流れの中を 熱した重心の列が通る無数の疲れた顔が通るザック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 おいっちにおいっちに暗淡とした空の下を重たい鋼鉄の機械が通る無数の拡大した瞳が通るそれらの瞳は熱に開いて、黄色い風景の恐怖の影に 披露し梱敗し,し幻惑するおいっちにおいっちに歩調とれもうこのおびただしい動向誇りの低迷する道路の上に彼らは憂鬱の日差しを見る真っ白い現像の死骸を見る感情の暗く優秀された。 ずしりずしりずたりずたりザック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 今日中を通行する黒金のすごく油切ぎった居住のたくましい機械を見よこの強烈な機械の踏みゆくところどこでも風景は退色し空気は黄ばみ意志は重たく圧倒されるずしり ずしりずたりずたり,ず,たりずしりどたりばたりばたりおいっちにおいっちに蝶を夢む蝶を夢む詩集前全編蝶を夢む座敷の中で大きな厚ぼったい羽を広げる 蝶の小さな醜い顔とその長い触手と髪のように広がる厚ぼったい翼のもみと私は白い寝床の中で目を覚ましている静かに私は夢の記憶をたどろうとする夢は哀れに寂しい秋の夕べの物語水のほとりに沈みゆく落日と自然に腐りゆく 古き秋屋きに関する悲しい物語。夢を見ながら私は幼子のように泣いていた。頼りのない幼子の魂が秋屋の庭に生える草むらの中で湿っぽい干きガエルのように泣いていた。最も切ない幼子の感情が遠い。 水辺の薄るらあかりを恋するように思われた。長い長い時間の間、私は夢を見て泣いていたようだ。新しい座敷の中で、蝶が羽を広げている。白い厚ぼったい、髪のような羽を震わしている。腕のある寝台 綺麗なビロードで飾られた一つの信頼ふっくりとしてあったかい信頼ああ憧れ焦がれ幾度か夢にまで見た信頼私の求めていたただ一つの信頼この信頼の上に寝るときはむっくりとしてあったかいこの信頼は二つのビロードの腕をもって私を抱く そこには楽しい愛の言葉がある。あらゆるライフの喜びを持ったその大きな胸の上に私はすっぽりと疲れた体を投げかける。ああ、この寝台の上に初めて寝る時の喜びはどんなであろう。その喜びは誰も知らない秘密の喜び。盛んに強い力を持って 広がりゆく命の喜びだ見よ一つの魂はその上にすそり泣き一つの魂はその上に合唱するまでに至る」「ああ核のごとき大いなる愛恋の信頼はどこにあるかそれによって悩めるものは慰められ求めるものは与えられ皆その心は 子供のようにすやすやと眠るああこの一つの信頼憧れ求め夢に見る一つの信頼ああこの幻の信頼はどこにあるか冬の海の光を感じ遠くに冬の海の光を感じる日だ寂しい大波の音を聞いて 心は涙ぐむ「今日沖の鳴門を過ぎてゆく船の乗り手は誰なるかその乗り寺の黒き貝菜に波の乗り手傾く」「一人凍れる波のしぶきを眺め海岸の砂地に生える松の木の小を眺めここの日向に生えいずる虫けらどもの感情さえ 哀れを求めて砂山の陰にはいのぼるような寂しい日だ。遠くに冬の海の光を感ずる日だ。ああ私の優秀の絶えざる日だ。高校となるあの大きな波の音を聞け、あの大きな波の流れに向かって、孤独の懐かしい純銀の鈴を振り鳴らせよ。 私の痛める肉と心内部への月影憂鬱の影の茂るこの暗い家屋の内部に密かに忍び入り密かに壁を探り行き手元風巾の鍵盤に触れるは誰ですかそこに宗教の聞こえて 静かな感情は室内にあふれるようだ。「『ランプを消せよランプを消せよ』暗く憂鬱な部屋の内部を静かな瞑想の流れに満たそう」「書物を取りて棚に置けあふれる情聴の出水に浮かぼう」ランプを消せよ「ランプを消せよランプを消せよ今憂鬱の重たく垂れた」 黒いビロードのとばりの影を寂しくおとなく奉公するひつのゆかしい現像は何ですか絹ずれの音も優しく今宵のここに忍べる影は誰ですかああ内部への差し入る月影階段の上にも流れ流れ その襟足は魚である深い谷間から泳ぎ上がる魚類のようでいつもしっとり濡れて青ざめている長い襟足すべすべと磨き上げた大理石の柱のようでまっすぐで真っ白でそれでいて恥ずかしっかりの襟足このなよなよとした襟首の乱らな曲線 いつもおしろいで塗り上げた素敵な建築そのおしろいのネバネバと肌に粘りつく魚の感覚またその魚類の半襟の中で泳いでいる有様はどうですああこの生めかしい曲線の持つ不思議な誘惑そのぬらぬらとした魚類の音楽には耐えられない われみをもぐさのたぐいとなし早くこの木になる建築の柱に粘りつきたい早く早くこの時がたい夢の妊婦に身を任せて海鳥ある夜更けの遠い空にランプの明かりしらじらと漏れてくるように知る悲しくなりて家々の 星場をめぐりあるいは海岸にうろつきゆき暗い夜波の呼び上げる響きを聞いてるしとしとと降る雨にぬれて寂しい心臓は口を開いたああかの海鳥はどこへ行ったか運命の暗い月夜をかけ去り夜波に汚れた不肉をついばみ泣きいたりしが「ああ 遠くし去って帰らず眺望旅の記念として室尾再生にそうそうたる高原である「友よこの高きに立って眺望しよう」僕らの人生について指することは久しくすでに天変の裕福を学んだ。 ここには爽快な自然があり、風は前傾に流れている。目を開けば、目は追憶の上司になずんで濡れるようだ。ともよ、ここに来たれ、ここには高原の植物が生育し、日向に快適の思想は温まる。ああ、君よ、こうした上官も久しぶりだ。 引き返る。右傾の中でポーっと膨らむ引き返る。変に膨大なる夢の中でお前の思想は白くけぶる。右傾の中でポーっと息を吸い込む霊魂。妙に有名な宇宙の中で一つの時間は消滅され一つの空間は 拡大する「絶望の闘争」「俺らは絶望の闘争人だ俺らは監獄破りだ」「あの陰鬱な柵を破って一度に街路へ突進した時そこらは反逆の血みどろで看守はコッパのように震えていた」「あれからずっと」 俺らは逃走しててやってきたのだあの遠い極港地方でんざらしの空の下をみんなはリスのように這い回ったいつも俺たちの行くところでは暗衆の曇天のほえつきたい天気があった逃走の道のほとりで俺らはさまざまの自然を見た荒野や海や湖水や 山脈や都会や部落や工場や兵衛や病院や銅山や俺らは逃走しどこでも不景気な自然を見たどこでも忌々しい目に出会った俺らは逃走するどうせあけくその監獄破りだ規則は俺らを捕獲するだろう俺らは正直な無カ感で神様だって信じはしない なんだって信ずるものか。両親だってその通り。俺らは絶望の逃走人だ。逃走する。逃走する。あの荒涼とした地方から、都会から、工場から、生活から、宿命からでも逃走する。そうだ。宿命からの逃走だ。日はすでに暮れようとし、非常線は張られてしまった。 俺らは非力の反逆人で遠征の賄弱の虚無の冒涜を知ってるばかりだああ逃げ道はどこにもない俺らは絶望の闘争人だ「涅槃花盛りなる菩提樹の下密林の影の深いところでかの人の思いに浮かぶ」。 理性の幻想の情感のいとも美しい神秘を思う「涅槃は熱病の夜明けにしらも青白い月の光のようだ」憂鬱なる「憂鬱なる憂鬱なるあまりに憂鬱なる遠征思想の否定の絶望の悩みの木陰に漂う静かな月陰」 愛称の雲間に映るネムの花だ。「ネハンは熱帯の夜明けに開く」「巨大の美しい蓮華の花か」「不思議な幻想のマラリア熱か」「私は宗教の秘密を恐れる」「あーかの神秘なる一つのイメージ」「美しき死への誘惑」「ネハンは美悪の夢に催す」。 不思議な陰浴のもだえのようでそれらの生めかしいクゼの情緒は春の世に効く笛のようだ花盛りなる菩提樹の下密林の影の深いところでかの人の思いに浮かぶ理性の幻想の情感のいとも美しい神秘を思う かつて信仰は地上にあった。デウスはイスラエルの野にござって、悪しき王天狗・古天狗を頼りなされた。人は麦餅だけでは生きないのじゃ。初手の天狗が出たとき、デウス如来の言われた言葉じゃ。これじゃで、皆様、人は魂が大事でござろう。 魂の罪を洗い清めてよくよく昇天の支度をなされよこの世の説教も今日限りじゃ明日はクルスでお目にかかろうナム童貞マリア聖典ポーロ大師サンタマリアサンタマリア信仰の熱い人々はイルマンの目に浮かぶ涙を感じた喜びの また悲しみの不思議な情感の影を感じた人々は天を仰いだ天の高いところに彼らの心身の形を眺めたサンタマリアサンタマリア気になる一つのイメージは私の思いをわびしくするかつて信仰は地上にあった宇宙の無限の 悠々とした空の下ではるかに衛星の奇跡を望む熱した人々の群れがあった「ああ今群衆はどこへ行ったか彼らの幻想はどこへ散ったかわびしい追憶のイメージは青空に浮かぶ雲のようだ」「松葉に光る詩集後編」 見よ来たる。遠く寄りして執行する者は銀の狼。その毛には電光を植え、一年牙を研ぎ、遠く寄りしも執行す。ああ、狼の来たるにより、我は痛く恐れ悲しむ。我は我の肉親の裂かれ、鋼となる白ぞる。聞け。 戦争時の鐘陰と鳴りやまず、そぞろに我は畜生の死体を恐る。恐れ常に隠るるにより、何人も素足を見ず。されば、都に我の過ぎ越し方を知らず、隠しも衰えし今日の姿にも、狼は飢え牙を研ぎて鍛われるなり。ああ、我は恐れ悲しむ。 琴に混沌の都にありてすさまじき金属の執行する狼のあの戸を恐る松葉に光る燃え上がる燃え上がるアルミニウムの燃え上がる雪降る鍋に燃え上がる松葉に光る石の死体の燃え上がる 意味じき、炎燃え上がる輝ける手奥突きの砂より血縁の手首は光る輝く白きリューマチズムの城の手指腐れどもローラント光悲しむああ故郷にあれば命青ざめ 手にも秋草の光景峠衰え青らみ死体に蛍を転じひねもす墓石に痛み感じ身を奥付きに銀の手袋輝き指は開かれ石英の腐りたる我が激しき干渉に血縁のリューマチズムの手は光る。 天路巡歴俺は考える俺の長い歴史から何をしてきたか何を学問したか何を見てきたか一切は秘密だだがなんて青い顔したやつらだ俺の腕にぶら下がって蛇のようにつるんでいたやつらだ俺は決して忘れない俺の長い歴史からあいつらは しおりも恐ろしい秘密だ。俺は考える。その時まるであいつらの目が俺の手首にくっついていたことを俺の胴体に覗き眼鏡を仕掛けた奴らだ。俺をひっぱたく。俺の力は馬車馬のようにひっぱたく。そしてだんだんと俺は天狼純烈した。異様な話だが。 俺は実際独り身であった白夜夜地も間近く忍びきてあの塔を盗む寒空に尾行の薄物過ぎ去る感じ、潜めるものら遠見の柳をめぐりいでしがひたひたといでしが見よ手に銀の狂気はさえ 闇にさえ明らかに死もかざされぬそのものの額の上にかざされぬ夜の酒場夜の酒場の暗緑の壁に穴がある悲しい聖母の額額の裏に穴があるちっぽけな黄金虫のような 秘密のの魔術のボタンだ目を当ててそこから覗く遠くの異様な世界は妙なわけだが誰も知らない旅心馬酔っ払っても青白い妖怪の杯は道を語らない夜の酒場の壁に穴がある 見えない教族。「両手に狂気覆面の狂族」「往来にのさばり返って木の葉のように震えているやつ」「一生懸命で見つめている見つめている何者かを」だがかわいそうにやつめ後ろに気がつかない後ろには未知の犯罪もうもうとしている黒い板塀 嫁にも光る白金の服を着込んだやつこの期待なそれでいて見たものもない片目の胸族有害なる動物」「犬のごときものは吠えることによりガチョウのごときものは既景児なることにより狐のごときものは 夜間において発光することにより神のごときものは行商することにより狼のごときものは執行することによりてさらに甚ははだしくすべてこれらのものは人身の健康に有害なり動孔 <music> のある海辺 地上に聖者歩ませたも。列日のもと聖者海辺に来たればよする老老老老砂を研ぎ去る上を聖者ひたひたと歩行したも。恩菓子白く濡らし怒り激しきに耐えざれば足悩み一人海辺を渡らせたも。身を 烈日の丘にもゆる同行あり御手に魚あれども泳がせたまわず聖者面々と涙を垂れ果てしなき砂金の道を踏みゆきたもう空に光る我が愛称の激しき日鋭く虫歯を抜きたるに この虫歯は昇天し、たちまち高原の上に浮かびで、ひねもす怒りに輝けり、身を曇り火のお空にあり、我が目にいたき、時金色のちさき虫、中空に光りくるめけり。青猫以後、 萩原作太郎詩集より「女」「詩は学問でもなく義芸でもない」「詩は時々に念書をしていく生命の記録主観の思い迫った訴えに他ならない」ところで学問や義芸ならば収容によって日々に進歩を重ねることがありうるだろうしかるに詩は学問や義芸でないから 詩人の経歴に成長ということはありえない詩人は幾年詩を作っても同じことで今日の詩が昨日の詩に勝るというようなことは全くないもしそんなことを考える詩人があれば一つの悲しき人間的な錯覚であるなぜといって生命は不断に流動し変化していくいかなる生命も決して 同じ一つの港に長くとどまっていない生命は怒りを持たない船であって一瞬時も同じところに滞っていないのである生命は流れている昨日の感情は今日の思いでなく昨日の価値は今日の価値と違っているそして進歩とは成長とは一つの標準すべき価値の上に深く根付いた 木の枝葉を広げていくことに他ならない。怒りを持たない船、根を持たない流動の生命が、いかにして成長することがあり得ようか。生命には成長がない。人の年老いていくことを、誰が成長と考えるか。老いは成長でもなく、逮捕でもない。ただ変化である。一つの港から他の港へ、船が流れていく。 潮の変化であるしかり生命はただ変化である人生のさまざまなる季節につれて春から夏へ夏から秋へと自然の空や空気や林家の色が変わってくるように人の生命もまたいろいろに移ってくる誰が四季の価値を論じ得るか春と夏と秋と冬の季節の優劣を評価しうる基準がどこにあるか おのおのの「季節の自然は」はおのおのの特殊な美と必然を有している誰が四季の変化をもって歴数の進歩というか進歩はどこにもない実にあるものはただ変化のみ虹の雲の夕媒のさまざまなる色の移りゆく変化のみ生命は去れば死には進歩がない 詩人はただ時々に変化する。青虫が渚となり渚が転じて鳥類となるように詩人もその生涯を通じて変態する。我々が蝶となった時我々はもはや再度青虫のどんらんを繰り返さず彼らの悲しき歌を歌おうとしないだろう。私は過去に少なくとも三期の変態をした。 私変時代月に吠える時代そして青猫時代である今私はさらに一つの新しき変化をするため古き殻を脱ごうとしてもがいている私はまた変わるであろうけれども力がなお十分に感じられる朝までしばらく地下に冬眠するさなぎとなろう私はなお弱い 日光は空に暗く生えない羽が殻の中でかじかんでいる詩人の生涯は変化である私には成長もなく進歩もない長い過去の生涯は私の芸術にとって一つの増すものもなく減るものも残さなかった私は昔あったように今日もなお幼く未熟の初学詩人に過ぎないのだ私は 何らの芸術をも持っていないなただ生命の波の移りゆく過去のライフの記録を持っているに過ぎないのだこれらの貧しき記録を編集した元入り過ぎゆく利根川の水の中に一切を破ってすべきものであるかもしれないただ切に感じるものは非力である無罪にして死を思い力なくして人生に戦おうとする悲哀である 我の背きてゆかざる道に新しき樹木皆切られたり。ともあれここに私の恥ずかしき存在を編集した。これをもって一切の過去に告別する。もはや再度私の青猫や月に吠えるを繰り返すことをしないだろう。私は嘆きつつ悲しみつつさらに新しき道路に向かって。 広くの踏み出しをしをようと構えている「西暦1928年2月大森馬籠村の新居にて萩原作太郎」「通りの道老子の幻想から」「聖人よあなたの道を教えてくれ」。 繁華な村落はまだ遠く鳥や子の声さえも霞の中に聞こえる「成人よあなたの心理を聞かせてくれ」「安図の花のどんよりとした季節の頃に」「ああ私は家をいで何の学問を学んできたか」「虚しく青春は失われて恋も名誉も空想もみんな 流の柿に枯れてしまった聖人よ、日は田舎の、の道にまだ高く。村々の娘が歌う、旗歌の声も遠く聞こえる。聖人よ、どうして道を語らないか。あなたは黙示、そうして、桃やす桃もやの咲いている無限の里で。 言葉の時へのぬ認識の原義を置うか。ああ、この道徳の人を知らない。昼頃になって村に行き、あなたは農家の包丁に座るでしょう。寂しい路上の成人よ。私は別れ、もはや遠くあなたの靴音を聞かないだろう。悲しみ忍びがたい時でさえも。ああ、死よ。私はまだ死なないでしょう。 風船乗りの夢夏草の茂る草むらからふわりふわりと天井さして上りゆく風船よ籠には旧暦の暦を乗せはるか地球の四五線を超えて吹かれゆこうよぼうぼうとした虚無の中を雲は寂しげに流れてゆき草地も見えず記憶の時計もゼンマイが止まってしまった。 どこを見当てにかけるのだろうそして逆亀の底はむなしくなり酔いどれの見る美麗な幻も消えてしまった次第に下界の陸地を離れ憂いや雲やに吹き流されて自覚も及ばぬ真空圏内へ紛れ行こうよこのガス帯もて膨らんだ気球のように不思議に寂しい宇宙の果てを といこちよ。小泉八雲の家庭生活室尾再生と佐藤春夫の西雄を忍びつつ「万葉集」にある浦島の「長歌」を愛称し日夜提銀しながら商用してたという小泉八雲は。 まさしく彼自身が浦島の子であったギリシャイオニア列島の一つである地中海のイチ古島に生まれアイルランドで育ちフランスに遊び米国に渡って食を求め西インドに準優しついに極東の日本に漂白してその数奇な一生を終ったヘルンは魂の遺伝する桃源郷の夢を求めて 世界をあてなくさまよい歩いたボヘミアンでありまさに浦島の子と同じく悲しき永遠の漂白者であったしかしこの悲しい宿命者もさすがに日本に渡ってからは多少の平和と幸福を経験した日本は後年の彼にとって最初の幻惑した印象のごとく 理想の桃源郷やフェアリーランドではなかった後年彼は友人に手紙を送り「ここもまた我が住むべき里にあらず」と言って探索したけれども定粛で美しい妻をめとり3人の愛児を生み平和で楽しい家庭生活をするようになってから寂しいながらも満足な晩年を経験したヘルン自ら 絶えずそれを周知したごとく、彼のように単身ワイクで、かつ不グに近い禁眼の石眼者で、その上に気難し屋の社交下手であったことから、至るところ西洋の女性に嫌われ通していた男が、日本に来て初めて人並みの新長者となり、人並み以上の美人を妻とし、かつその妻に終生深く愛されたことはいかにしても、 えがたき妨害の幸福であったろう彼の妻小泉節子夫人がその旧日本的な美徳によっていかに低粛に夫に仕えい,いかによく彼を愛し理解していたかということは後年彼が多少日本に幻滅して在外の友人に日本の悪評を書いた時さえ日本の女性に対してだけは一貫して 絶賛の言葉を惜しまなかったことによってもまたその多くの階段に出てくる日本の女性がちょうど彼の妻を連想させるごとき帝府であり旧日本的なる不動の美徳やそうした女に特有のひとやかさいじらしさ愛らしさを完備した女性であることによっても知られるのである筆者がかつて評論した有名な ヘルンのエッセー「ある女の日記も」も後本によるところがあるとは言いながら実はその愛妻節子夫人を反面のモデルにしたものと言われているようにして母を失い他人の家に養われ貧困の中に育ち飢餓と礼遇を忍びながら職を求めて漂白し人の世の三たる真空をなめ尽くして しかも常に魂の満たされない孤独に寂しんでいたヘルンにとって日本はついにそのハイマートでなかったにしろ少なくともその妻に抱擁された家庭だけは彼の最後に祝福された唯一の楽しい安住の故郷であったおそらくヘルンはその時初めて心の隅に幸福というものの わびしい実態を見たのであろう全て貧困の家に育ち肉親の愛に恵まれずして家庭的環境的の不遇に成長した人々はそのかして満たされなかった心の飢餓を他の何者にも増して熱情するため後に彼が一家の主人となった場合その妻子の忠実な保護者となり 家庭を楽園化するることに熱心であるラフカジオヘルンの場合もまたその同じ例に漏れなかった彼が日本に帰化したことも普通の常識が思疫するように日本をまことに愛したからではなかったその頃の彼は日本をもはや夢の国としては見ていなかったそして西洋の国々と同じく ここにもやはり醜い生存競争があり常々不義や関係が行われていると地上の現実社会である日本を見ている詩人がその空想の中で描くようなファンタスティックな夢の国は現実の地球上にあるはずがないしかも宿命的な詩人の悲願はそのありうべからざる夢の国を 生涯夢見続けることの熱情にある。はじめからボヘミアンであったヘルンは晩年においてもなおボヘミアンであり永遠に故郷を持たない浦島だった。もし彼に妻子がなかったら日本に幻滅した最初の日に再度またまだ知らぬ新しい国を探すためにあてのない漂白の旅に出発したに違いなかった。だがその時 彼はその妻や子供のことを考えた。すでに老いの近づいたヘルンは自分の死後における妻子の地位を考えた。そして国籍を持たない家族が財産上にも生命上にも日本の政府から保護を受けないことを考えた。しかもその妻のごとき純日本的な可憐な女を彼のいわゆる野蛮人である西洋人の社会に 孤独で生活させることの痛ましさは想像だけでも耐え難い残忍児だった。だが彼が帰化を決心し日本の土となることを覚悟した時言い知れぬ寂しさとやるせなさが心の底にうずつき迫るのを感じたであろう。それが日本人の叙情的な言葉で諦めと呼ばれるものであることさえ おそらくヘルンは知ったであろう東京帝国大学の将兵に応じて松井や熊本の地を去ったことも同じくヘルンの身にとっては愛する妻への献身的な犠牲だった上陸当初の日に一別して応答も要し現代日本の集悪面を代表する都会と罵り世界のどんな汚い 俗悪の都市よりもっと殺風景で非芸術的な都市と評した東京は彼が死んでも住みたくないところであった。しかも彼の夫人にとって世の多くの若い女性と同じく東京は憧れの都でありそこでの生活は一生最高の理想であった。私フロックコート着る東京に住む皆あなたのためです」と。 さすがにヘルンも夫人に愚痴をこぼしている夫人もよくその夫の心を知り「ヘルンの一生は皆私や子供のために尽くしてくれた犠牲でした」「もったいないほどありがたいことでしたと」とその追悔談の中でしみじみと語っている彼がいかにその妻を熱愛していたかは焼津の旅先から 「留守居の妻に送った手紙によく現れている」「小さいかわいいママ様よく来たと申したいあなたのかわいい手紙今朝参りました」「口で言えないほど喜びました」「ママ様少しも危ないことはありません」 どうぞ、案じないでください。今年は一度も夜の海に行きません。音吉と新美の二人が子供を大事に気をつけます。カズオは深いところで泳いでも危ないことはありません。この夏はクラゲを大変恐れます。しかしよく泳ぎ、 そしてよく遊びます。あの、成田様のお守りのことを思う。あの、いわれは、かわいらしいものです。私、少し寂しい。今、あなたの顔を見ないのは、まだですか見たいものです。飲みが群がって集まるので、 眠るのは少し難ししい。しかし朝海で泳ぐからみんな夜の心配を忘れます今年私は小さいタライのお風呂に23日ごとに入りますやいず8月17日パパから かわいい子に、それから皆の人によろしく。小泉役も。小さいかわいいママ様。今朝成田様のお守りが参りました。パパは乙吉にやりました。すると大変喜びました。ママに願う。 自分の体を可愛がるように、今あなた忙しいでしょうね。大工や壁屋ややたくさんの仕事で。ですから体を大事にするようにくれぐれも願います。私今日は忙しかった。本屋がこうをよこしたから。 しかし、もう、皆、すませました。岩尾と和ズ丈夫で、かわいらしい。海でたくさん遊び、黒くなりました。音吉は、二人を大事にしてくれます。勉強、毎日します。さよなら、かわいいママ様。おばばさんに、かわいい言葉。 子供に接吻焼津8月18日小泉役もこの上書天面たる手紙は新婚当時の手紙ではない結婚十数年ヘるンすでに50歳を過ぎ二人の男の子と一人の女の子の親となってる晩年の手紙である妻を愛称して 小さいかわいいママ様と呼んでるヘルンは同時にいかにまた小煩悩であったかがわかる彼はいつも手紙の終わりにおばば様によろしくとかおばば様にかわいい言葉とか書いているおばば様とは彼の妻の母であって名義上小泉家の養子たる彼にとっては 姑の義母にあたる老婦人である。ヘルンはその妻と共に姑の老婦人と一家に同居し、純日本風の仕方でよく紅葉の道を尽くした。この姑の婦人もまた旧武士の家庭に育った氏族の娘で、純日本風の礼儀正しき教育を受け、かつ極めて善良に優しい心根の人であった。 ヘルンの文学に出る日本婦人のモデルは多くその妻にあらずば姑の老婦人だと言われているが少なくともヘルンはこの点での幸運に恵まれていたなぜなら日本においてもそれほど低粛な妻や善良な姑は一般にたくさんはいないからであるそれゆえある人々はヘルンがもし悪妻をめとり意地悪の 姑らと同居したら彼の秦国日本館はおそらく転倒した結果になったろうと言っているヘルンの生活様式は全く純日本風であった彼はいつも和服特に浴衣を好んだ置き畳の上に正座し日本のキセルで刻みタバコを詰めて吸ってた食事も 米の飯に味噌汁、野菜の漬物や煮魚を食い、夜は二三合の日本酒を晩酌にたしなんだ。しかし朝はウイスキーを用い、ビフテキも好んで食った。住居はたびたび変わったが、純日本風の家を好んで、少しでも洋風を加味したものを嫌った。日本人の知人を訪問しても、洋風の応接間などに通されると、 帰ってからっは当時の日本は文明開化の欧米浸水時代であったので至るところ彼はそうした不機嫌の目に遭わされた日本人は立派な文明を持っていながら好んで野蛮人の真似をしたがると彼は常に不平を述べていた「野蛮人」という言葉は彼の護送において西洋人と 同時義であった「そうしたヘロンの生活は極めて質素のものであった。彼は学生に向かっても常に斜視を戒めて質素を説き生活を簡易化することの利得を説いた。贅沢な暮らしをするほど生活が反さに複雑化してきて仕事に専念することができなくなるからである。 一日二三合の米の飯と少しばかりの副植物と二三合の日本酒とさえあればそれで私の生活は十分であるとその訪問客に語っているヘルンは実際に学者風の会員生活をしていたのである。しかし彼の精神生活は反対に極めてデリケートで贅沢だった。 卑しくもその死境を損ない趣味を害するようなものは人でも家具でも物音でも絶対にその家庭に入れなかった。書斎に仕事をしている時のヘルンは周囲のちょっとした物音にもすぐ私の考え破れましたと言って腹立たしくペンを投げた。夫人はその追葬機の中でタンスの引き出しを開けるにさえもそっと 音ををてぬように気をつけたと書いているしかしその他の場合では罪のない冗談を言ったりして妻や子供の家族を笑わせ女中までも仲間に入れて一家団らんの空気を作ったどこへ旅行する時にも彼はいつもその妻と同伴した唯一の例外は2児を連れて焼津へ行った時だけだった。 その時末の女の子が生まれたばかりで母の手を離れることができなかったからそうした彼の習慣は普通に多くの西洋人が彼らの風習によってするごとき単なる形式的のものではなかった「私少し寂しい今あなたの顔を見ないのはまだですか早く見たいものです」という 焼津の手紙でもわかるように妻と同伴することなしにはどんな旅行も楽しくないほど夫人を熱愛していたからだったまだ子供ができない頃この新婚の若夫婦は山陰道の辺鄙な島々を旅し歩いたそれは本土との交通がほとんどなく少数の貧しい漁夫たちが所々の寂しい山陰に住んでいるような暗く荒涼とした 当初であった人跡絶えた参道には人力車の通うすべもなかったので2人の若い男女は互いに助け合いながら蔦かずらの這う細道を行く時間となくさまよい歩いたそして気味悪くものすごい顔をした雲助のような男たちに脅かされたり黒塚の一軒家のような家に泊まって白髪の恐ろしい老婆に睨まれたりした。 夫人はその時のことを追想して草同士で読んだ昔物語をそっくり現実に経験したようだったと言ってる新婚間もなく若い時期の抜けなかった夫人はおそらく恐怖に震えながらも人生の最も楽しく忘れない夢を経験したのだヘロンは常に散歩を好み 学校の木戸などにはまだ知らない町の隅々を徘徊したが新しい興味の対象を見いだすごとに必ず妻を連れてそこへ再度案内した「今日私面白いところ見つけましたあなた一緒に行きます」と言ってヘルンが妻を連れ出すところは大抵多くは寂しい生還のところであり寺院の墓地や屋敷の空き庭や 小高い見晴らしの丘などであった。つまり一口に言えば今の日本の若い娘たちが最も退屈を感じてつまんないのというような場所であった。しかし古都、生け花、茶道によって教育され和歌や昔物語によって物の哀れの風画を知ってた彼の妻は夫と共にその楽しみを分かち味わうことができた。 しかしある時ヘルンが案内して連れ出したところは暗い闇夜の野道の中に小高い丘があるばかりで周囲は一面の稲田であった何の見るものもなく風情もないので夫人が怪しんで質問したところヘルンは耳をさしてお聞きなさいなんぼ楽しいの歌でしょうと言ったあたり一面稲田の中でカエルが 雨のように鳴いていたのである松江から東京に移るまでヘルン夫妻は自分の家を持たなかったある時は下宿をしたりある時は曲りをしたりある時は借家をしたりして常に住居を転々としていたしかし東京へ移ってから子供が大勢生まれたりして家打ちが狭くなった上に 貯罪も少しできてきたので、夫人のすすめで売り家を一軒買うことにした。ある日二人は例によって、むつまじく連れ添いながら、牛米あたりの売店を探しに歩いた。すると一軒、頃合いの家が見つかった。それは、昔の旗本が住んでた屋敷で、大きな武家風の門があり、庭には蓮池などがあった。 しかしなんとなく陰気に薄暗くジメジメして妙に気味の悪い嫌な感じがしたので夫人が直角的に反対したにもかかわらずヘルンは一見して大いに気に入り面白いの家、面白いの家と子供のように嬉しがってぜひそれを買おうと言った結局それは夫人の強硬な反対によって中止されたが あとでそれが有名な化け物屋敷と分かったとき、夫人がほっと胸を撫でを下ろしたとは反対に、ヘルンは大変失望して、ですからなぜあの家すみませんでしたか、私あの家面白いの家と思いました、と幾度も繰り返して悔しがった。ヘルンについての一不思議は、 あれほど広く多方面の文献にわたって日本人以上に日本のことを知っていながら日本語をほとんど知らなかったということである。彼の知ってた日本文字はカタカナのろはと金賞の漢字に過ぎず彼の語る日本語はヤイズからの手紙にある通り不思議な文法によって独創された子供の片言のような日本語である。 後に買った大久保の家に、書斎を新しく建て増しするとき、一切の設計や事務を妻に一任して、自分は全く無頓着でいたが、それでも妻が時々相談を持ちかけると、もうあの家よろしいのとき、あなた言いましょう。今日パパさん、大久保においでくだされ、私、この家に朝さよならします。と、大学に参る。 よろしいのとき、大久保に参ります。あの新しい絵に、ただこれだけです。と、煩わしそうに言った。こうしたヘルンの日本語は、ヘルンの家族以外の人々には、容易に意味がわからなかった。家族の人々は、それを、ヘルンさん言葉と呼んで面白がった。そうした奇妙な日本語は、時にしばしば、家庭内のユーモラスな流行語となったであろう。 化け物屋敷の一件以来おそらくは「面白いの家」という言葉などが一種の判語として家族中に流行しすべての不潔の家陰気な家などを指す代名詞になったであろうそれは結果において一層や物の家庭を楽しく団乱的のものにしたしかしヘルンの奇妙な言葉を 真に完全に理解し得たものは彼の妻より他にはなかった。そういう場合に妻もまたヘルンさんの言葉を使って応答した。二人の仲の良い大人が子供の片言のようなことを喋り合って何時間もの長い間笑ったり戯れたりしている風景こそおそらく真にフィアリーランド的だったろう。そうした夫婦の会話は 女中や下僕にはもちろんのこと子供たちにさえもよくわからなかった「うちのパパとママとは誰にもわからない不思議な言葉で誰にもわからない神秘のことを話していると」と学校へ行ってる男の子が自慢らしく仲間の子供に語ったほどそれは奇妙な別世界の会話であった子供と会話する時にはヘルンは多く英語を用いた。 元来人間の会話というものは動物に比して花だ不完全なものである。犬や小鳥屋の動物は単に鼻を嗅ぎ合うとか尾を振り合うとか目をちょっと見合わすとか言うだけで相互の意思が完全に疎通するのに人間はまわりくどく長ったらしい会話をしてしかもなお容易に意思を通じ得ない。 自分の意志や感情やを真によく相手に飲み込んでもらうためには、相手が自分の親友知器であり、自分の心持ちや性格やを十分によく知っているものでない限り、百万言語費やして無駄になる場合が多い。単に目を見合わすだけで一切の意味が了解される恋人同士の間には、普通の意味での言葉や会話は全く必要がないのである。 そしてヘルン夫妻の奇妙な会話がおそらくそういう種類のものであろう。人生で一番楽しい瞬間はとゲーテが言ってる誰にもわからない二人だけの言葉で誰にもわからない二人だけの秘密や楽しみやを愛人同士で語り合っている時であると同じ家の中に住んでる家族の者にさえも ほとんど全くわからない不思議な言葉で何時間も飽きずにむつまじく語り合ってた二人の男女こそこの世における最も理想的に幸福な夫婦であったすべての恋する人々は自分ら以外に全く人影のない離れ小島の無人島で心ゆくまで二人だけの生活をし二人だけの会話をしたいと願うのである そしてヘルン夫妻の生活がまさにそうした通りの理想であった。彼らの愛人同士は周囲に多くの人々が住んでいる環境にてしかも無人島にいる二人だけの会話を会話し二人だけの生活を自由に凶楽していたのであった。晩餐の時ヘルンはいつも二三本の日本酒を杯で傾けながら甚だ上機嫌に ほがらかだった夫人や家族の者たちは彼の左右にはべって釈をしながらその日の「日本新聞」を読んで聞かせた「ヘルン自身には英字新聞しか読めなかったから」「ある日の新聞に次のような記事が出ていた」「山手の某所に住んでるある家族の老婦人が非常に極端な西洋嫌いで」 何でも薄来のものや灰からなものは一切西洋臭いと言って使用しない。そのためその家ではシャボンやランプはもちろんのこと、女中たちの髪飾りや持ち物に至るまで全て禁令がやかましく、万事皆昔の大名御殿にそっくりなので、どの女中もいつかずに逃げ出してしまい、人に頼んで募集しても、あのお屋敷ならまっぴらまっぴら、 といというような記事が明治時代の新聞に特有なシャレボンクで書いてあった夫人がそれを読んで聞かすとヘルンはすっかり上機嫌になってしまいいかに面白いいかに面白いと子供のように手を打って喜びながら「私その人大好きです」「そのような人私の一番の友達私見る好きです」 その家、私、ぜひ見る好きです。私、少しも西洋臭くない。と言って、大満足なので、あなた、性欲臭くないでしょ。しかし、あなた、鼻高い。目青い。ダメです。などと、夫人にからかわれ、あどうしよう。私、この鼻。など言って、しょげ返り、まっぴらまっぴら。と、今、覚えたばかりの日本語を、面白がって使ったりして、 夫人や女中たちを大笑いさせたりしているのだがその後で「しかしよく思ってください私この小泉役も日本人よりも本当の日本を愛するのです」と言ったヘルンは真に日本を熱愛した詩人だった晩年多少日本に幻滅を感じた時でさえも他の外人が 日本を悪意的に批評するときいつも憤然として大いに怒りさながら自分の愛人を侮辱された時の騎士のごとく鋭い反撃の槍を振るって突き当たっていったそうした悪夢の真理は我が子の路敦に幻滅を感じている親が人からその愛人の悪評を聞いて怒る真理とよく似たものであったと思われる。 日本が西洋臭くなり日本の文化や風俗やが日々にますます欧米化してくることはヘルンにとって忍びがたい悲哀だった。中津くヘルンを最も悲しませたのは盆踊りなどの農村行事や風俗やが明治政府によって禁圧されたことから自然に衰退してくることだった。彼はそれを憤慨しているがむしろ彼の真の怒りは キリスト教に向かっていた政府が盆踊りを禁ずるのも国民が欧米人の真似をするのも固有の日本文化が滅びるのも全て皆キリスト教の宣教師が宣伝するためであり一切の悪は八祖教の罪に着せられた「皆八祖がさせるのです八素が皆悪くするのです八素日本の敵です」と。 至る所で彼は八祖教を罵りその宣教師を旧敵のごとく憎んでいるそうした彼は事実上において熱心な仏教信者でもあった彼の信仰の中には仏教的な輪廻永世思想がありそれがヘルンらしい純情の詩人的創造によって一種独特の人生観にまで展開していた自分が死んでから 後世が鳥や虫に生まれ変わるとしても自分は少しも悲しいと思わない。なぜなら鳥や虫の生活の方が人間よりも不幸であるとは思えないから、とあるエッセイの中で書いてるヘルンは日本人の民族化した仏教上層であるところのあの者の,の哀れの叙情的ペーソスを知ってたのである。 そうしたヘルンの小泉八雲が常に最も好んだ散歩区域は寺院の完成な境内だった。特に東京の富久町にいた時には近所の古武寺へ毎日のように出かけていった。その寺は庭が広く背後に老杉の茂った林があったので彼の瞑想的な散歩に最も好ましいところであった。 寺の老僧とも恋になりついにある時自分がその十字になりたいと言い出し婦人と次のような問答をした「ママさん私この寺に座る難しいでしょうかあなた坊さんでないですから難しいですね私坊さんなんぼ幸せですね。坊さんになるさえも良きです」。 あなた坊さんになるおもしろい坊さんでしょう目の大きい鼻の高いよき坊さんです。その同じ時あなたビクニになりましょう。かず小さい坊主です。いかにかわいいでしょう毎日今日読むと墓を弔いするで喜ぶの生きるです。あなたほかのよ坊さんと生まれてください。 ああ私願うです人間よりも虫や鳥の方が幸福だと言ったヘルンは人生について悲哀のほかの何者をも知らなかったオンリー・スサイ・シャバ世界の遠征観はヘルンの多くの作品中に一貫してその特殊な文学上層の基調となってる彼の文学は 本質的に我が北条記や連れ連れ草の類と同じく仏教的無常化によった頓生者の文学でありヘルン自身がまた現実の頓生者であった。寺の十字になって世を隠遁し度胸と墓掃除に寄せ送りたいといった彼の言葉は決して一時の戯れではなく彼の心の無限の悲哀を 告白したた言葉であった「だがそうした八雲の悲しい心は常に最も夫人の心を痛ましめた」「なぜならそれはどんな低粛に行き届いた妻の奉仕も決して慰めることのできないものであったからだ」「しかしもし現実に八雲がよ捨て人になったとしたらおそらくその低粛な夫人もまたその同じ時 ビクニにななったかもしれないのであるこうした悲しい対話これほどにも悲しい対話があるだろうかがいつもこの夫婦の間では半ば死のごとく半ば笑い話のようにして語られた「あなたの鼻高いあなたの目大きい」などという時夫人はいつも指でヘルンの顔をつついたりして子供扱うようにして 戯れか,らかったその度ごとにヘルンはまた「ごめんごめんなど」と言って笑いふざけたそうした上辺だけを見ている人はおそらくこうした夫婦の生活を他いもない子供のままごと遊びのように思ったであろうしかもその対話の中にはいつも人生の最も悲哀な言葉が含まれていたそしてその悲哀の意味を知ってる者は 世界にただ二人の妻と夫よりなかったのであるうちのパパとママとは誰にもわからない不思議な言葉で誰にもわからない神秘なことを話していると子供が無邪気に言った言葉は実際にもっと神秘な意味を持っていたのであるヘルン夫妻の結婚は てての点において得意であり、世の常の凡族な夫婦関係と違っていたヘルンにとっての夫人はこの世にただ一人の愛人であり永久に可愛い小さいママ様であったとともにまたその仕事の忠実な助手でもあり秘書でもあった日本字の読めないヘルンはその階談や骨董屋の題材を主として 妻の口述から得た階段を話す時にはいつもランプの芯を暗くしゆうあんな階段気分にした部屋の中で夫人の前に淡挫して耳を澄ました話が佳境に入ってくるとヘルンは恐ろしそうに顔色を変え「その話怖いです怖いです」ですと言っておののき震えた夫人にとってはそれがまた何より面白いので 話がおのずから雄弁になり子供に聞かすようにして斜め話したこうした夫婦の生活では読書が妻の重大な役目だったヘルンが学校に行ってる間夫人は暇を盗んで熱心に読書をし手の及ぶ限り日本の古い伝説や怪談の本をあさり読んだ夫人が書斎の掃除をしたり家事の雑務をしたりする時 ヘルンはいつも不機嫌だった「ママさんあなた女中ありませんその時の暇あなた本読むですただ本を読む話たくさん私にしてくだされ」と言ったしかしヘルンは出読される書物の記事には何の興味も持たなかった全ての物語は夫人自身の主観的な感情や解釈を通じて 実感的に話されねばならならかった「本を見るいけませんただあなたの話あなたの言葉あなたの考えでなければいけません」と常に言ったそれゆえ多くのヘルンの著作は書物から得た材料ではなくその妻によって主観的に本案化され創作化されたものをさらにまたヘルンが私文学化したものであった。 それ故にヘルンもまた自分の著作は皆妻の功績によるものだと言って深く夫人の労に感謝しある著述のごときは実際に夫人の名で出版しようとしたほどであったしかし夫人はあくまで夫に対して謙遜だった彼女は田舎の程度の低い学校を出たばかりで十分の高等教育を受けなかったので常に自分の無学を悲しみ 夫に対して満足な奉仕ができないことを嘆き詫びたある時ヘルンから「万葉集」の歌を質問され答えることができなかったので泣いてその無学をわび夫に不実の罪の許しを乞うたその時ヘルンは黙って彼女を書家の前に導き彼の膨大な著作全集を見せていった。このののたくさんの自分の本は 一体どうして書けたと思うか皆妻のお前のおかげでお前の話を聞いて書いたのであるあなた学問がある時私この本書けませんあなた学問ない時私書けましたと言った実際もし彼の妻がインテル女性であったとすれば日本の古い伝説や怪談屋を 女の率直な心で率直に実感することはできなかったろう。無学で低粛な女は天才女であるとニーチェが言っているがヘルンの妻のごとき女性はまさにその意味での天才女であったのである。こうした低粛の妻に貸し付かれて日本での晩年を平和に暮らした詩人ヘルンはさすがに自ら その寂ししいい幸福を自覚していた。彼はその故国の友人に手紙を書き日本での生活実況を次のように生述しているいわく学校の講義が終わるとャフが人力車を持って迎えに来ている家の玄関へ着くとャフがとても威勢のよい大きな声で「お帰りー」と叫ぶすると家中のものがぞろぞろ出てくる。 妻や女中たちが玄関の畳に並び座って、お帰り遊ばせとお辞儀をする。それから座敷へ上がると妻が洋服を脱がせて和服に着替えさせてくれる。まるで女の子が人形をおもちゃにするようである。私は妻のなす通りに任せている。それから少し休息し、書斎に入って仕事をする。 晩食の時には一家の者が集まって話をする。私が日本酒を飲むので妻が釈をしてくれる。女たちはよく笑う。私も時々冗談を言う。仕事の多い日にはしばしば夜更かしをして書き続ける。そういう時妻はわざわざ私のところへやってきて、遅くなりますからお酒休ませていただきますと言う。 丁寧に三つ指をついてお辞儀をし、それから自分の寝床へ入る。たびたびのことで面倒だから、今度からやめにして先へ勝手に寝ることにしろと何度も言うが、妻は不動に背くと言い,い、なかなか承知しないので困っている、うんん、と。こうした手紙の中に、ヘルンの大得意な満悦さが現れている。実際彼の妻のように、 夫に対して忠実な奉仕をする女性は普通の西洋婦人の中にはほとんどなくこれほどまた男が殿様扱いにされる家庭生活も西洋では考え及ばないことであるからヘルンの手紙を読んだ外国人たちがいかにその日本の友人を扇望したかが想像されるヘルン自身ももちろんまたそれを意識して書いてるのでどうだ 羨ましかろうという自己の情がそうした手紙の言外によく現れてるしかしヘルのように神経質で気難しく感情の変化が激しい男に仕えるのは普通のありふれた日本の女性では容易になし得ないことであったろう。まことの定縮とは夫に 妃としての良き奉仕をすることではなくして夫の気質や性格をよく理解し努めて夫に同化して一心同体となることの奉仕であるそしてそのためには人の心理を洞察する聡明な知恵と絶えず同化しようと努めるところの献身的な意志と努力が必要であるヘルンの妻であった日本女性は 元より極めて聡明であったとともに武士道ストイシズムの家庭教育から非常な意思の力を持って努力した彼女は自らそれを告白して夫の吉祥をすっかり飲み込むようになるまでは一通りでない努力をしたと言ってるしかしよく分かった後では全く子供のように正直一途で子供のように 純情無比の人であっったと言ってる実際ヘルンは多くの天才的な詩人と同じように本質的に子供らしい純情さと無邪気さを持った性格者だった。そのため夫人は一面において旧日本的な不動と礼節とによってうやうやしく彼に仕えながらも反面において彼を子供扱いにせねばならなかった。 夫人にとってのヘルンは最も信頼する夫であったとともに一面ではまた大きなダダッコ坊やでもあったヘルンの趣味は全てにおいて庶民的で儀式ばったことが嫌いなのでフロックコートなどの礼服を非常に嫌い常に野蛮人の服と称しなんぼ野蛮のものと言っていたそれで学校に四季のある時など他の教師は みな礼服でで列席するののに、ヘルンは一らの背広で押し通ししていた。しかしそれではあまり対面に関するので夫人が是非フロックコートを新調するように勧めたががんとしてなかなか効かないそれで夫人から「あなた日本のこと大変よく書きましたからお上であなた褒めるためお呼びです」「お上にマイルの時あなたシルクハッ フロックコートですよ」などと子供をだますようにして説き伏せられやっと礼服を新調したけれどもやはり少しも着ようとしないそれで式のある日などには夫人が無理に押さえつけ女中までが手伝って騒ぎながらまるでだだっこを扱うようにあやしたりすかしたりして嫌がるのを強いて着せねばならなかった。 いわゆる文明を嫌ったヘルンは反対にあらゆる自然を深く愛した特に虫や鳥やの小動物を愛し蛇カエルセミクモトンボ蝶などが好きだったそれらの小動物に対して彼はいつも「あなた」という言葉で呼びかけ人間と話すようにして話をしたそうした彼の宇宙的博愛主義は 草木万有の中に冷静があると信じられているところの仏教的な半信論に基づいていたそれゆえ彼は動物をはじめ植物に至るまで全て生物をいじめたり殺したりすることを非常に叱った女中が蛇を負ったと言って叱られ植木屋が竹の子を抜いたと言って怒られ果ては おばば様の姑でさえが枯れた朝顔を抜いたというので「おばば様、ま、好き人です。しかし朝顔に気の毒しました」と小言言われたヘルンはまた猫が特別に好きであった松江にいた時もヤイ洲にいた時も道に捨て猫さえ見れば拾って帰り行く匹でも飼って育てた夫人と結婚して間もない頃 雨でずぶ濡れになった子猫を拾って帰りその泥だらけのままの猫を懐中に入れて長い間優しく温めていた夫人の告白によれば自分の夫に対する真の愛はその時初めて起こったというこれほどにも情深く心根の優しい人があるかと思いヘルンに対して何かいじらしく涙ぐましいものさえも 感じたというのであるそうしたヘルンの過程では自然界のちょっとした出来事や現象やがいつも物も珍しく大騒ぎの谷になるのであった例えば裏の竹藪ぶに蛇が出たとかひきが鳴いてるとかアリの山が見つかったとか梅の花が一輪咲いたとか。 夕焼けが美しく出ているとかいうようなことを、誰か家人の一人が発見すると、いちいちそれをヘルンのところへ報告に行く。するとヘルンは大喜びで部屋を飛び出し、いかに可愛きでしょうとか、なんぼ楽しいの恋でしょうとか、いかに綺麗とか言いながら、何時間もその小動物を眺めたり、夕焼け雲を見たりして喜ぶので、 そうした小事件が見つかるたびに女中や諸星らの家人たちがさも大手柄の大発見をしたようにこう争ってヘルンのところへ駆けつけるのでいつも家中が和やかににぎわっていたしかし仕事をしている時のヘルンは最も気難しいやのやかましい主人だった家内のちょっとした物音や話し声にも 環境を破られたと言って苦情を言った。夫人でさえも書斎に入ることは許されなかった。ちょうど美しいシャボン玉を壊さないように、注意に注意して気をつけましたと、未亡人となった夫人が後で言っている。しかしあまり部屋が乱雑に散らかるので、夫人が檻を見て掃除に行くと、あなた、いつも掃除、掃除、掃除、あなたの悪い癖です。 と言ってなかなか許してくれないので書斎はますます乱雑になるばかりであったヘルンの机の座右には常に日本のタバコ本とキセルが備えてあったヘルンは日本のキセルを好んだので夫人が外出するごとに変わったものを見つけて帰ったそれがたまって30本にもなってるのを残らずヘルンは座右に置き 仕事のうちにも手当たり次第につかみ出しては、国分の刻みたばこを詰めて吸ってた。ある時夫人が、江の島に遊んだ土産として、大きなホラ貝を買って帰った。ヘルンはそれが大変気に入り、面白いの音と言いながら、頬をふぐらして、ぼーぼーと吹き鳴らしては、またいかに面白いと言って吹き続けた。それでその貝を机に置き、 今後、タバコの火が消えたときは、手を鳴らす代わりに、貝を吹くという約束にした。西大久保のうちに移ったときは、ヘルン夫妻と姑の他に、子供が三人、女中が二人、女性が一人、老木が一人、他に抱え舎婦が一人という大家族であったので、家も相当に広く、間数がいくつもあって、老化続きになっていた。 しかしヘルンが仕事をしている時は家人が皆神経質に注意しているので家中がひっそりとして肝弱に静まり返っていたそういう時の夜などにヘルンの書斎からホラ貝の音が聞こえてくるとそれが広い家中に響き渡ってボーボーと余韻の波を打って伝わってくるするとそれ貝が鳴ったとばかり夫人をはじめ女中や女性たちが大騒ぎをし 先を争って離れの書斎に駆けつけつた。「吹くのが面白いものだから自分でわざと火を消してはやたらに吹いた」と夫人が追相談で話しているがおそらくそういう場合ヘルンの筆が雪渋り環境が中断した時であったろう。そうした時の寂しさとやるせなさを紛らすために詩人はわざとタバコの火を消し「ぼーぼー」という。 寂しいいを吹いたのである晩年の八雲もは痛ましいまでその仕事に熱中したすでに老いの近づいたことを知った彼は自分の残されてる短い時間になおまだ書か,かねばならない大事な仕事があまりに多くありすぎるのを考えて修繕とし「人生は短すぎる」。 と幾度も言って短した彼は心臓に病があったその危険な兆候が50歳を超えてからしばしば現れてきた初めて大久保の新居に移った時は春のうららかな日であって裏の竹やぶでうぐいすがしきりに鳴いていた八雲は縁側に立ってそれを聞きほれいかに面白いと楽しいですね。 と言って喜んだがまた「私心痛いです」と言った何か心配でもあるのかと夫人が聞いたら「あまり楽しくって嬉しいのでいつまでこの家に住みいつまでこんな幸福が続くかと思いそれがまた心配になってきたと言ったそうした彼の言葉通りに現実の心配が迫ってきた 老いがすでに来たり死の近づいてきたことを知った彼はすべての自然を感傷的に眺めることから晩鐘に対して愛以上の深いものを注いだある晩秋の日に庭の桜が返り咲きをしたのを見て春のように暖かいから桜を思いましたああ今私の世界となりましたで咲きました しかし、と言って悲しげに、かわいそうです。今に寒くなります。驚いてしぼみましょう、と言った。桜は実際、その日一日で散ってしまった。またその同じ秋の夕べ、籠に飼ってる松虫が鳴いてるのを聞き、あの小さい虫、陽気落として泣いてくれました。 私なんぼ喜びましたしかしだんだん寒くなってきました知ってますか知っていませんか時期に死なねばならないということを気の毒ですねかわいそうな虫」と寂しげにいこのころの暖かい日にそっと草むらの中に放してやれと歌人に言いつけた。 その頃のヘルンは瞬時を惜しんで仕事に熱中していたため、以前のようにはたびたび妻と一緒に旅行したり散歩したりすることができなかった。それで妻の屈託を慰めようとし、夫人に向かってたびたび外出や遊散を進めた。外に参り、良きものを見る。と聞くとカエルの時、少し私に話くだされ。 「ただ家に本を読むばかりいけません」と言った「また時々は夫人に芝居見物を勧めて歌舞伎座に團十郎大操面白いと新聞申します」「あなた是非に参る」と「話のお土産」など言いながら後ではいつも少ししおれて「しかしあなたの帰り10時11時となります」 あなたの留守この家私の家ではありませんいかにつまらんですしかし仕方がないなどと言った初めて病気の発作が起こった時ヘルンは事故の運命をすっかり自覚し死後における妻子の保護と財産の管理等親友の法学士に一任して後に 心がかりのないようにした。そして妻に向かっていった。この痛みもう大きいの参りますならば、たぶん私は死にましょう。私死にますともなく決していけません。小さい亀買いましょう。三銭あるいは四銭ぐらいです。私の骨入れるために。そして田舎の寂しい寺に埋めてください。 悲しむ私喜ばないですあなた子供と軽たして遊んでください。いかに私それを喜ぶ私死にましたの知らせいりません。もし人が尋ねましたならば、はああれは先頃亡くなりました。それで良いです。と。そして何か困難な事件が起こったならば、方学士の しに相談しろと言った「そのような哀れな話してくださるなそのようなこと決してないのです」と夫人が言うに対しても「心からの話真面目のことです」と言い「仕方ない」としよう覚悟していたしかもなお残された仕事のことを考え「人生は短すぎる」と幾度か探索した。 桜の花が帰り咲きをした日から数日を経て間もなくヘルンは死んでしまった死ぬ前の日に彼は不思議な夢を見たと妻に話したそれは日本でもないナでもない体操遠い遠い見知らぬ国へ長い旅をした夢であったそして今ここにいる自分が本当か旅をした自分が本当かと 夫人に問い「ああ夢の世の中」とつぶやいて寂しげに探索した「我が漂白の詩人芭蕉は旅に病んで夢は彼のを駆け巡ると言って死んだ。夢見ることによって生きた詩人らはまた夢見ることの中で死ぬのであった。 世界の国々を漂白してついに心の郷愁を慰められなかった旅人ヘルンは最後にまたその夢の中で漂白しながら見知らぬ遠い国々を旅し歩いた今この悲しい詩人の霊は雑司ヶ谷の草深い墓地の中に一片の骨となって埋まっている ウォーソン夫人の「黒猫」ウォーソン夫人は頭脳もよく相当に教育もある夫人だったそれで博士の夫が死んで以来ある学術研究会の調査部に入り図書の整理係として働いていた彼女は毎朝9時に出勤し午後の4時に帰宅していた多くの知識婦人に見る範疇として 彼女の容姿は痩せ型で背が高く少し黄色みのある皮膚を持った神経質の女であったしかし別に健康には異常がなくいつも名徹した理性で事務を整理し晴れやかの精神でテキパキと働いていた要するに彼女はこうした職業における典型的の婦人であったある朝彼女は いつも通りの時間に出勤していつも通りの事務を取っていた一通り仕事が済んだ後で彼女はすっかり疲労を感じていた事務室の時計を見るとちょうど4時5分を指しているので彼女は卓上の書類を片付けそろそろ帰宅する準備を始めた彼女は独身になってからある裏町の寂しい通りで 一間しかない部屋を借りていたので余裕もなく装飾もない本当に味気ない生活だったいつでも彼女は午後の帰宅の時間になるとその空爆とした部屋を考え毎日毎日同じ位置に変化もなく彼女の帰りを待ってる寝台や窓のそばに決まりきってる古い書宅や その上に乗ってる退屈な陰屈壺などを考え言い,いようもなく味気なくなり人生を憂鬱なものに感じるのだったこの日もまたその出雲通りの帰宅の時間にいつも通りの空虚な感情が襲ってきただがそうした気分の底にどこかある一つの点でいつもと違った不思議の予感が おかんのようにぞくぞくと感じられた。彼女の心に浮かんだものは、いつものような退屈な部屋ではなく、それよりももっと悪い嫌な陰鬱なものが隠れている不快な気味の悪い部屋であった。その圧迫する嫌な気分は、どんなにしても自分の家に彼女を帰らせまいとするほどだった。けれども結局彼女は重たい街灯を着て、 いつも通りの家路をたどっていった部屋の戸口に立った時彼女は何者かが部屋の中に明らかにいることを直感したいつどこから誰がこの部屋に入ってきて自分の留守にいるのだろうそうした想像の謎の中で得体のわからぬ一つの予感が疑いを入れない確実さでますますはっきりと感じられた 確かに何者かがいる。いるにそいない。彼女はためらった。そして勇気を起こし、一息にドアを開け開いた。部屋の中には、しかし一人の人間の姿もなかった。室内はひっそりとしており、いつものように片付けられていた。どこにも全く少しの変わったこともなかった。けれどもただ一つ。部屋の真ん中の床の上へ、 見知らぬ黒猫が座り込んでいたその黒猫は大きな瞳をしてじっと夫人を見つめていた置物のように動かないで永遠に静かな姿勢をしてうずくまっていた夫人は猫を飼っておかなかったもちろんその黒猫は彼女のいない留守の間によそから紛れ込んだものに沿いなかったがどこから入ってきたのだろう 留守の間の用人として、いつもドアは厳重に閉ざしてあった。もちろん鍵をかけ、そしてすべての窓は上下ろして密閉されていた。夫人は少し疑い深く、部屋のあらゆる隅々を調べてみた。しかしどこにも決して猫の入るべき隙間はなかった。その部屋には煙突もなかったし、空気抜きの穴もなかった。 どんなによく調べてみても猫の入れ得る箇所はないのである。夫人はそこで考えた。留守の間に何人かが、おそらくは窃盗の目的で一度この部屋を伺い窓の一部を開けたのである。猫はその時偶然にどこからか入ってきた。そしてその人物がしばらくこの部屋で何事かをした後に、 再度また元のように窓を閉めて帰っていった。猫はその時からここに閉じ込められているのであると。実際またそれより他に推理の仕方はなかったのだ。夫人は決して病的な精神の所有者ではなかった。反対に理知の発達した推理癖のある女性であった。けれども夫人の身として さすがにこの不思議な出来事は不気味であった。自分のいない留守の間にある知らない人物が忍び込んで今で何事かをしているということは考えるだけでも神経を暗くした。夫人は夢にうなされた時のように嫌な重圧した気分を感じた。だが彼女の推理壁はどうにもしてこの機械な事件から 真の原因を探り出そうと考えたもしある人物が留守にどこかの窓を開けてそこから侵入してくるとすれば窓のあるどこかにこじ開けた痕跡が残っているか出ないとしても多少の指紋が残っているべきはずである。夫人は注意深く調べてみた。だが窓のどこにも少しの異常がなく指紋らしきものさえなかった。 この点の様子からは、絶対に人の入った痕跡がないのである。翌朝起きた時に、彼女は一つの妙案を思いついた。それは部屋のあらゆる隅々へ、人の気づかない色チョークの粉を一面に薄く敷いておくことである。もし、今日も昨日のように、留守に何事かが起こったらば、すっかり証拠の足跡がついてしまう。 例の嫌な猫でさえもそれが入ってきた箇所からの正直な足跡を免れない一切の原因が明白になってしまうだろうこの提案を完全に実行し十分の成功を確かめたところで彼女はいつもの街灯機着いくらか落ち着いた気分で出かけていったがだが事務室の柱時計が 四時に近くなった時にはまたいつもの不安な予感がいつものように襲ってきたどうしても部屋の中に誰かが座ってるような感じがするその感じははっきりしており目の前を飛ぶ小虫のように執要に追いのけられないものであったそしてなお不吉なことにはいつも必ず的中するのであった果たして その留守の部屋の中には今日もまた黒猫が座り込んでいた。気味の悪い静かな瞳でじっと夫人の方を見つめながらしかもその部屋の中には夫人の全ての期待に反してどこに一つ小さな足跡すらついてなかった。今日の朝に敷かれたチョークの粉は閉じ込められた部屋の重たい空気でカビのように積もっていた。 その粉の一粒すらが少しも位置を変えてなかった。明白に部屋の中へは何者も入ってこなかったのである。すべてのありうべきキーの事情とその憶測される推理の後で夫人はすっかり困惑してしまった。実証されてる事実としてここにはどんな人間も入ってこず。 猫でさえも決して外部から入り込んだもののではないのだ。しかも、奇怪なことにはその足跡を残さぬ猫がちゃんと目前の床に座り込んでいるではないか今ここに猫がいるというほどそれほど確かな事実はないしかも魔法の軌跡でない限りこの固く締め込んだ部屋の中に一つの足跡も残さずして 猫がおるという道理はないのである。夫人は理性を投げ出してしまった。それでもなおもっと念入りの注意の下に、翌日もまた同じ試験を試みてみた。だが結果は依然として同じであり、しかもその翌日も翌日も、同じ気味の悪い黒猫が、同じ床の上に座り込んでいた。そしてこの機械の動物は、彼女が窓を開けると同時に、 いつもそこから影のように飛び去っていったとうとう夫人は最後にある計画を思いついた猫がどこから入ってくるのかを見定めるため扉の影に隠れていて終日鍵穴からのぞいてみようと考えた翌日彼女は出勤を休んだそしていつものとおり窓にすっかり上下ろし 戸口に一脚の椅子を持ち出したそれからドアを閉め椅子を鍵穴のところに持って行って1秒の間も油断なく室内を熱心にのぞいていた朝から午後まで長い時間が経過したそれは彼女の緊張した注意力にはひどく苦しい時間であり耐えられないほどの長い時間であったともすれば彼女は注意力の士官からして 他のことを考えててぼんやりしていた彼女は時々胸の隠しから時計を出して針の動くのを眺めていたすべて長い時間の間室内には何事も起こらなかった夫人はまた時計を出したその時ちょうど針が4時5分前を指していたのでうたた寝から覚めた人のように彼女は急に緊張した そして再度鍵穴から覗いた時そこにはもはやちゃんといつもの黒猫が座っていたしかもいつもと同じ位置に同じ身動きもしない静かな姿勢で全くこの事実は超自然の不思議というよりほか解決のできないことになってしまったただ一つだけ分かってるのは午後の四時になる少し前にどこからか どうしてかわからないがとにかく一匹の大きな黒猫が室内に現れてくるという事実であった夫人はもはや自分の認識を信用しなくなってしまったすべてやるだけの手段を尽くし疑い得るだけの実験を尽くしてしまった夫人はもしかすると自分の神経に異常があり狂気しているのではないかと思った 彼女は鏡の前に立って瞳孔が開いているかどうかを見ようとした毎日毎日その忌まわしい機械の事実が執よにウォーソン夫人を苦しめた彼女はすっかりヒステリカルになってしまい白昼事務室のテーブルの上にも猫の幻影を見るようになってしまった時としてはまた往来を歩く全ての人が 猫の変貌した人間のように見えたりした。そういう時に彼女は、その紳士めかした化け猫の尻尾を掴んで、街路に叩きつけてやりたいという狂気めいた象の劇場に駆り立てられ、どうしても抑えることができなかった。それでもついに理性がまた彼女に回復してきた。この不思議な事件について、 第三者の実証を確かめるために友人を招待しようと考えたのだそれで3人の友人がいつも猫の現れる時間の少し前に彼女の部屋に招待された2人は同じ職業の婦人であり1人は死んだ夫の親友で彼女とも家族的に親しくしていたところの相当年配に達した 老哲学者であった宝客と主人を加えてちょうど四脚の肘掛け椅子が部屋の中央に丸く並べられたそれは客の誰の目にも猫がよく見える位置を選んで彼女がわざとそうしたのであったはじめしばらくの間皆は静かに黙っていたしかし庄司の後には 会話がが非常にに弾んできてみなが快活にしゃべり始めたいろいろなとりとめもない雑談から話題は心霊学のことに移った老博士の哲学者はこの方面に深い興味を持っていたので最近ある心霊学会で報告されたバカに陽気な幽霊の話をして夫人たちを面白おかしく笑わせた。 しかしウォーソン夫人だけは真面目になって質問した。動物にも幽霊があるでしょうか。例えば猫の幽霊など。みんなは一緒に笑い出した。猫の幽霊という言葉がひどく滑稽に思われたのである。だがちょうどその時皆の座っている椅子の前いつもの黒猫が現れてきた。それは誰も知らないどこかの窓からそっと と入り込んでできたのであった。のあっそして平気な様子をしていつもの場所にすまし込んで座っていたこの事実は何ですか夫人は神経を緊張させて床の上の猫を呼びさしたその一つの動物にみんなの注意を集中させようとしたのである人々はちょっとの間夫人の呼びさすところを見たしかしすぐに目をそらして 他の別の話を始めた。誰も猫については少しも注意していないのである。多分みんなはそんなつまらない動物に興味を持とうとしないのだろう。そこでまた夫人が言った。どこから入ってきたのでしょう。窓は閉めてあるし、私は猫なんか飼ってもいないのに。客たちはまた笑った。何かのとっぴな洒落のように夫人の言葉が聞こえたからだ。 すぐに人々は前の話の続きに戻り元気よくしゃべりだした。夫人は不愉快な侮辱を感じた。なんという礼儀知らずの客だろう。みんなは明らかに猫を見ている。その上に自分の質問の意味を知ってる。自分は真面目で質問した。それにどうだ。みんなはそらぞらしく白ばっくれて声に自分を無視している。どんなにしても夫人は。 心の中で考えたこのしらばくれた人々の目を床の動物の方に引きつけそこからよそ見ができないようにいやをなく釘付けにしてやらねばならない一つの計画された意思からして彼女はコーヒー茶ャーを床に落としたそして過失に驚いた様子をしながら 人々の即下に散らばっている破片を集め丁寧に謝罪しながら婦人客の裾についた液体のシミを拭ったそれからの恋は嫌をなく客たちの目を床に向けすぐ彼らの即下による猫へ注意を引かねばならないはずだにもかかわらず人々は快活にはしゃぎ回ってそんなつまらない主人の過失を意にもかけない様子をした みんなは恋に会話を弾ませて過失に狼狽している主人の様子を少しも見ないように努めていたウォソン夫人は耐え難くイライラしてきた彼女は二度目の成功を期待しながら執念深く同じ恋を繰り返して再度茶さじを床に落とした銀星の光ったさじは床の上で跳ね上がり鋭く澄んだ響きを立てた がその響きすらも人々の熱中した話題の興味と夫人たちのはしゃいだ話し声の中で消されてしまった誰もそんな事件に注意をせず見向いてくれる人さえなかった反対に夫人の方はますます神経質に興奮してきた彼女はすっかりヒステリックになり激しい突発的な行動に駆り立てられる劇場の強い発作を感じてきた いきなり彼女は立ち上がった。そして足に力を込めやけくそに床を踏み鳴らしたその野蛮な荒々しい響きからして急に室内の空気が振動したこの突発的なる異常の行為はさすがに客人たちの注意を引いたみんなはびっくりして一度に夫人の方を振り向いたけれどもただ一瞬時に過ぎなかった。 そしてまた元のように各自の話に熱中してしまったもうその時にはウォーソン夫人の顔が真っ青に変わっていた彼女はもはやこの上客人たちの白々しさとブレートを我慢することができなかったある発作的な劇場が火のように全身を焼きつけてきた彼女はその肉々しいやつどもの首をひっつかんで 床にいる猫の鼻先へ無理にもグイグイと押し付けてやろうとする強い衝動を抑えることができなかった。ウォーソン夫人は椅子を蹴った。そして本能的な憎悪の感情に熱しながらいきなり一人の婦人客の首をひっつかんだ。その婦人客の細い首は夫人の熱した右手の中で死にかかったガチョウのようにビクビクしていた。 夫人はそいつを引きずり倒して鼻先の顔が向けるまで床の上残虐にこすりつけた「ごらんなさい」。夫人は怒鳴った「ここに猫がいるんだ」。それから幾度も繰り返して叫んだ「これでも見えないか」。恐ろしい絶叫が一時に起こった。夫人客は死ぬような悲鳴を上げて恐怖から壁に張りつき。 棒立ちに突っ立てていた床にずり倒れた。夫人の方はほとんど完全に気絶していた。ただ一人、老哲学者の博士だけが突然的の陳事に対して手のつけようもなく呆然と眺めていた。ウォーソン夫人の充血した目はじっと床の上の猫を見つめていた。その大きな気味の悪い黒猫はさっきから久しい間じっと とそこに座っており音楽のように静かにしていたその印象の焼き付けられた姿はおそらく彼女の生涯までどんなにしても離れ難く執拗に生きてつきまとっているように思われた「今こそ!」と彼女は考えた「こいつを撃ち殺してしまわねばならない」それから所卓の引き出しを開け象牙の束に青貝の入り込んでいる 女持ちの小型なピストルを取り出した。そのピストルは少し前に不吉な猫を殺す手段として用意して買ったものであったが今こそ初めてこれを役立てる結婚の機会が来たのである彼女は引き金に手を当ててじっと床の上の猫をかがったもし発火されたならばこの久しい事実の間彼女を苦しめた原因は 煙とともに地上から消失してしまうわけである彼女はそれを心に感じ安楽な落ち着いた気分になったそして狙いを定め指で引き金を強く引いた呆然たる発火とともに煙が室内いっぱいに立ちこもっただが煙の散ってしまった後では何事の異常もなかったように最初からの同じ位置に同じ黒猫が座っていた 彼はしじみのような黒い目をしていつものようにじっと夫人を見つめていた夫人は再度拳銃を取り上げたそして前よりももっと近くすぐ猫の頭の上で発砲しただが煙の散った後では依然たる猫の姿が前と同じように座っていたその必要な印象は夫人を耐え難く狂気にしたどんなにしても彼女は この必要な黒猫を殺してしまい、存在を抹殺しなければならないのだ。猫が死ぬか、自分が死ぬかだ。夫人は絶望的になって考えた。そしてゾの劇場に逆上しながら、自暴自棄になって拳銃を乱発した。三発、四発、五発、六発。そして最後の弾が尽きた時に、 彼女は自分の額のこめかみからぬるぬるとして赤いものが糸のように引いてくるのを知った同時に目がくらみ壁が一度に倒れてくるような感じがした彼女は避けるように絶叫したそして火薬の匂いの立ち込めている煙のもうもうとした部屋の中で燃え尽いた柱のようにばったり倒れた その唇からは血が流れ青ざめた顔の上には狂気で引きかかれた髪の毛が乱れていた「の人、内心の平安朝時代は女性が文学を独占した時代であった三分のほうには一代の京衆作家 紫式部や期待のエッセイスト清少納言があり印文の方には小野の小町泉部赤染門の名家人がたたくさんいたしかしこれら歌人軍の中で真の天質的な叙情歌人というべきものは実に和泉式部と職史内親王の2人であろう。 泉式部と職史内親王とはその恋愛歌人としての純情性において他に比類なく告示した一対の女性であったが両者の社会的環境は大いに異なっていた。和泉式部は当時の宮廷女官としては比較的下級のまれでその一生は実に豊じな愛欲生活の連続だった。 いわば彼女は恋に生まれて恋に死んだようなものであったこれに反して職子内親王は後白河法皇の第三皇女として生まれ若くして早く三院の神女に奉られたすでに後期の生まれであり自由の生活ができないところへ神に仕える聖女として生涯童貞 日本の境遇を強いられた。彼女の一生は白百合のように純潔であり和泉式部の「乱行奉仕な生涯とコントラストをしている和泉式部の場合においてはその恋愛生活そのものの日常層が直ちに歌の英端となって表現されていたすなわち言えば生活即 芸術であったしかるに食し内心脳の場合は恋愛が心の内部に秘められており生活に表すことのできないイメージだった若く美しい女性が一人サインに閉じこもってやりどころのない青春の悩みにもだえ心の秘密を忍びがたく歌ったものそれがすなわちこの人の芸術であった。 「定家」には職士内親王とと藤原帝家との恋物語が取材されているもちろん文学的虚構であり実際にそんなことはありえなかったがしかも内親王が心密かに当時華道第一の春祭たる藤原定家に思いを寄せられておられたかもしれないということは あながち虚毛の臆測とも断定できない能楽定下において触死内心脳の霊を蔦かずらに縛られて身体の自由を失い半分の悩みに苦しみも絶える美女の古塚に表彰したのはまことにシンボリズムとして意味が深く深刻である触死内心脳の歌にあっては 恋が現実のものでなくって心中に秘められた情熱の探索だったつまり言えば彼女は一人で心ひそかに愛人の幻影を胸に抱いていたそしていつも恥ずかしげにその幻影と話をしたり滞在したり散歩したりすねたり寂しがったりしていた「新女の切迫な着物を着ても」 彼女女は青春の少女であったそれえに「朔子内親王」の歌は他の女流歌人のそれと違って全くユニークで独自な上司を持ってるそれは和泉式部の歌のように外に向かって発する英嘆ではなく内に込めて嘆く虚偽であり特殊な悩ましい情熱の魅力を持っ 彼女の場合にあって恋はいつも幻影の中に生活していたしたがってその死は多く象徴的な風刺を帯び有限で影の深い余韻を引いているこれ触死内心王が象徴恋愛歌人として独歩するゆえんである以下その作例を示して解説しよう 我が恋は知る人もなしせくとこの涙漏らすな告げの小枕人知れず思っている恋心に秘めた思いを抱いて夜ごと密かに枕を涙に濡らしているかくも苦しく切ない思いを誰も知ってくれる人はなくまたそれを打ち明けることもできない 涙漏らすな告げの小枕」と枕を抱いて泣きぬれながら枕を相手に話をしているのであるいかにも女らしく純情で悩ましさの思いが満ちてる歌である「忘れてはうち長投げかるるゆうべかな我の見知りてすぐる月日を」 何も知らずにいる相手を自分だけで心ひそかに思っているのだ。そして長い月日の間苦しい胸を抱いて嘆き暮らした。だがいくら嘆いたとてそれが何になるものでもない。無益な嘆きはやめにしようと思いながらもまた忘れては嘆かれるのである。 恋を知ってしかも恋を語ることのできない境遇におる女ほど世に悩ましく悲惨なものはないであろうしかもそれが外部の社会的事情によって強制された境遇なのである「玉のお世耐えなば耐えねえながらえば忍ぶることの弱りもぞする」。 我が命をむしろ早く死なば死ね生きてこの上の苦しさに耐えられないという意味である玉の尾は魂にかけて命の王を言ってる耐えなば耐えねと強くたたきつけるように歌ってるのでいかにも愛せず迫って耐え難い思いがするしかも下の句に移って弱り戻する とと調子を落とし弱々しげに悲しんでるのはどこまでも女性の歌らしい歌である「知るべせよ後なき波に漕ぐ船の行方も知らぬ八重の潮風」「沖を漕ぎゆく船のように行方も知らず自分の恋は導かれていく」「この燃ゆる思い 日ごとに深くなりまさっていく情熱は一体どこまで行ったら止まるのだろうそれは地平線の向こうに見える海のように無限に遠くを標として限界がないああもう私は自分を制御することができなくなったどうにかしてくれ誰か来て自分を導いてくれ自分の行く道を知るべしてくれと見もだいをして 訴えてるるであるしかもこの歌には「恋」という字が一つもなくかつ少しもそれを表面に歌ってないただそれを言葉の余韻に込めて思い入れ深く上昇しているすなわちこれは「象徴恋愛詩なのであるこうした象徴恋愛歌は「古今集」の頃からすでにあったけれども 子内心王の子の一種に被験すべき名家はなかったこの歌を吟じていると不思議にどこか遠いところへ心を導かれていくような思いがする単なる素朴的な情熱ではなくうちに複雑有玄な史上を持った恋愛家である露雪地の影響を受けたといわれる鎌原有明氏の初期の作や フランス近代の象徴詩の中にもこうした種類の有限恋愛詩があるが日本の和歌としては最も進歩した最高の形式であるだろう。夢にても身うらんものを嘆きつつ打ち寝るよいの袖の景色はこれほど自分が恋焦がれて 毎夜のごとく涙に袖を濡らしているのに無情の人は少しも自分を持ってくれないせめてはこの哀れな姿が夢にでも見えそうなものをという女のさめざめとした恨み事である食死内心脳の場合にあっては全てが皆悲しく苦しい肩こいである境遇の上から それはやむを得ない悲劇であったしかもその悲劇を彼女は生涯持ち越したのだまことに痛ましくもいじらしいことの極みであった生きてよもう明日まで人はつらからじこの夕暮れをとわば問えかし苦しい恋を忍び続けて もはや命も絶えるほどになってしまった。生きてよも明日までは長らえまいせめて人に情けあらば今日の最後の夕暮れを訪ねてくれという廉価である。明日まで人はつらからじというのは死んでしまった明日になればさすがに愛人も自分を哀れに思うだろうという意味。 よもはよも長らえまいというよもやの意味とさすがによもやつらくないだろうという意味のよもやの両方にかけてある。極のとわばとえ歌詞はいかにも諦めて投げ出したような歌いぶりで人の訪ねてこないことを予期しつつしかも来るなら来てくれと力なく寂しげに探索している。 技巧的にも優れた名家であるがこの切々たる愛称の実感は読者の配布に迫るものがある。「仏ととす、その神山の旅にしてこの語らいし空ぞ忘れぬ」。「旅中の日の追会である夏草の茂る山の上である人と楽しい話をした」。 空には夏の雲が白く浮かんでいてほのかにほととぎすが鳴いて通ったとのいその神山はその神の昔にごろをかけてる追悔の夢に浮かぶほのかな淡い恋である霧の葉も踏み分けがたくなりに蹴り必ず人を待つとならねど 待ってる人が来ないために霧の落ち葉で庭がいっぱいに埋まってしまった。それほど待ち焦がれていながら恋に必ず人を待つとならねどと負け惜しみのように半語で言ってるところにいかにも女の拗ねた気持ちがよく現れ味の深い良い歌である。なおこの歌は主観の寂しい新書が秋風 落ばたる継承とよくあって一層に上手深く感じられる。会うことを今日松がいのたむけ草くよしおるる袖とかは知る今日のうれしい汚せを待つために行くよ涙に袖を濡らしたろうというのである松が枝は松にかけてる。 いかにも娘ぎのおらしく、いそいそとうれしそうである。袖とかは知るは、相手に問いかけた、偉言、知るの次にをつけて読むとよくわかる。はかなくて、杉にし方を数うれば、鼻に物を思う春ぞ、へにいける。来る春も来る春も、 虚しい花に思いをかけ悲しい悩みのうちに過ぎ去っていった「青春幾く,くぞそして今自分の人生も暮れようとする」「思いばはかなく寂しい一生であった」との永坦「晩年に近い時の作であろう」「この作者の境遇を思いまことに哀れ深くやるせない思いがする」 儚くぞ知らぬ命を嘆きこし我が金ごとのかかりける世に金ごとは願い事もちろん恋の願い事であるその一つの金ごとばかりで今日まで夢を抱いて生きてきたのに今はもうその望みさえもなくむなしい残骸になってしまったのにそれほど内心のが 心に深く思い詰められていた恋人が果たして誰であったかわからないがとにかく身分境遇の相違からして到底結婚することもできないし恋を打ち明けることもできない関係にあったらしい。当時藤原定家は内親の家の非線な家勃をしていたのであるいは洋曲作家の憶測が当たっていたかもしれないのである。 とにかく愛称切々として人の心を刺す歌であるもちろん晩年の作であろう静かなる暁ごとに見渡せばまだ深き世の夢ぞ悲しき職師内親王の一生は実に白命と孤独の一生だった当時皇室はすでに衰微し 北条の幕府が武断の戦後を極めていた後鳥羽上皇これを嘆き密かに事を挙げてならず遠島に流され耕た植士内親王もまた自流の暗黒市長に巻き込まれて橘の兼中らの乱に組みし罪を得て危うく罰せられるところであったが仏門に入って天となり ようやくに類を逃れうた女性の身とは言いながら心中甚ははだうっせきたるものがあったろう。言わんやしかもその半世の山陰生活山陰の寝室には蛇が入り込むという公費さえある。孤独さすべしである。をえりみれば終始一貫する運命の可逆に対して。 いかんぞ演児として涙なきを得なかったろうこの一首は仏門に入られてからの御歌であり非常に象徴的で有玄の城主が深い思想としては仏教の無名長夜の夢を願築したものであろうが単なる観念上の策ではなくして諦めきれない人生無常の寂しさが 歌の心の影にしみじみと現れている「暁の憂鬱つげとりぞ哀れなる長き眠りを思う枕に」同じく仏門に入られてからの作かかんない人生を観念し何もかも諦めてしまった不運な歌人はここでただ長き世の冷めない眠りを願っている。 その暁の枕元に遠くわびしい夕漬鳥鶏が鳴いているのである全体にわびしくほの白い感じがして人生の寂しさが尾を引いて長く拒否しているような歌である象徴歌人としての触死内心脳はこの歌で最高の妙域に達している同時にまた 悲劇人としてのその一生もこの歌で完備されたようなものである「食事内心の略伝」「ご志らく河院の大三女として生まれようにして祭院に入らせられ青春時代を白への新女として暮らされた」。 その後も独身生活を続け一生不本の聖書女として生活された後年橘金中の陰謀事件に連座し罪を免れて2層になられたもうたが常に病弱がちで悲しい一生を終わられた橘の金中の乱というのはつまらぬ迷信的なことであったらしいが その深淵するところの原因は武家の皇室に対する圧迫と白河院や後鳥羽上皇やのこれに対する根強い憤怒との複雑に交錯した事情にあったらしい。なお草枕はその神山の旅にしての歌は原作ではその神山の旅枕となってる。これを解釈したのは 地震があってしたのである。萩原作太郎、昭和十年九月。教習の詩人よさ武村。女。武村や場所の俳句に関しては、近頃盛んに多くの研究文献が排出している。こうした時代において。 著者のごとく専門の俳人でもなく専門の研究家でもない一詩人がこの種の著書を表すということは無用の構図的余義のごとく思われるが決してその叱らざる必然の理由があるのである。というのは従来世に現れている武尊論や馬蕉論はすべていわゆる俳人の書いたものであり 修辞や交渉の解説上で専門的に入念を極めた絶好の書であるけれども俳句そのものの本質しているリリックの真精神を意外に忘却しているものが多いのである。特に武村の俳句に立っては四季以来単なる写生主義ということで定評づけられ一つもその真の私的精神。 俳句のエスプリする哲学原理を批判されてない拝談のいわゆる俳人たちは彼らの総称的主観に変して常に俳句を形態上のレトリックでのみ悲壮な手法的技巧感で鑑賞するため句が試乗している本質のポエジーとその背後にある主観の貫く哲学等をいやあもすれば 観客無視することになるのであるつまり彼らは俳句が叙情詩であることの本義を忘れて単にこれを形態上のレトリックでのみ悲壮に解釈しているのである著者は専門の俳人ではないしかし元来詩というものは和歌も俳句も身体詩も全て皆ポエジーの本質において同じであるから 一方の詩人は必ず一方の詩を理解しうべきはずであり原則的には専門ということはないはずである。専門というべきものは単に習字の特殊的な練習にのみ損しおり干渉上には存在の区別がないはずである。しかも今日の日本では僕らのいわゆる詩人・新詩人が 他の伝統詩の歌人や廃人に比して比較的に自由な新しい鑑賞眼を所有している。少なくとも僕らの詩人はより印象のない自由な立場で古典の詩を新しく本質的に鑑賞し得る便宜を持っている。著者は昔から武尊を好み武尊の句を愛称していた。 しかるに従来流布している武尊論は全く著者と見るところをことにして一つも自分を思考させるに足るものがないよって自ら筆を取りあえて大胆にこの書を表し著者の見たる新しき武尊を紹介しようと思うのであるもとより僕は無学にして文献に暗く交渉等に笑うべき毛質があるかもしれない。 しかし著者の意はその辺のさじになくして武村俳句の本質を伝えれば足りるのである。読者こうこれを了してこれを取得せよ。昭和11年1月著者武村の俳句について「君明日去りぬ」夕べの「 心知事に何ぞはるかなる「君を思うて岡の辺に行きつ遊ぶ」「岡野辺何ぞ書くかなしき」「この詩の作者の名を隠して明治年代の若い身体詩人の作だと言っても人は決して怪しまないだろう」「しかもこれが百数十年も昔」 江戸時代の俳人与さ武尊によって試作された「神体」「神死体」の一節であることは今日僕らにとって異常な興味を感じさせる実際こうした詩の上層には何らかある先進なローマン的な多少西洋の詩とも共通するところの特殊なみずみずしい精神を感じさせる。 そしてこの種の上層は江戸時代の文化に全くなかったものなのである。僕は生来俳句というものに深い興味を持たなかった。興味を持たないというよりは趣味的に俳句を毛嫌いしたのである。なぜかというに俳句の一般的特色として考えられるあの古タとかサビとか風流とかいう心境が。 僕には花肌遠いものであり趣味的にも気質的にも容易に馴染めなかったからである反対に僕は昔から和歌が好きで万葉や新古今を愛読していた和歌の表現する世界は主として恋愛や死後の情書で本質的に西洋の叙情史とも共通しているものがあったからだ こうした俳句嫌いの僕であったがただ一つの例外として不思議にもブソンだけが好きであったなぜかというに武尊の俳句だけが僕にとってよくわかり詩手を監督することができたからだ今日最近になって僕はようやく芭蕉や一茶の句を理解しその特殊な妙味や史経に 得,得を持つようになったけれども従来の僕にとって芭蕉らの区は全く没交渉の存在でありいかにしてもその詩種を理解することができなかったそれゆえに僕にとって武村は唯一の理解しうる俳人であり武村の区だけが唯一の理解し得る俳句であったのだこの不思議な事実 僕があらゆる俳句を理解しえず俳句を本質的に毛嫌いしながら一人例外として武尊を好み彼の俳句だけを愛読したという事実は思うにそらく武尊の上層における得意なものが僕の趣味性や気質における特殊な上層と密に符合し理解の完流するものがあったためであろう。 そしてこの武村の上層における得意性とは第一にまず彼の思教が他の一般俳句に比してはるかにローマン的の青春性に富んでいるという事実である。従って彼の国はどこか奈良朝時代の万葉華経と共通するものがある。例えば春の句で「遅き日の」。 つもりて遠き昔かな春雨や恋その子がいぬるるほどゆく春や春順としておそざくらありきありきもの思う春の行えかななの花や月は東に日は西に 春風や包み名護して家通し、ゆく春や重たきびわの抱き心。などの苦境は、万葉集の歌、うらうらと照れる春がにひばり上がり、心悲しもひとりし思えばや、芋固め貝を拾うと津の国の ゆらの岬にこの日暮らしつなどと同行異玉の詩集であって春煙死母の若々しいセンチメントが苦の上奏する根底を流れているさらにまた佐野ごとき恋愛苦においてこうした武村の青春的センチメントが一層はっきりと得意に感じられるのである。 春雨や同社の君がさざめごと白梅や田が昔より柿の外芋が柿根三味線草の花咲きぬ恋様々岩の糸も白きより二人して結べば濁る 清水かな武村の句の得意性は色彩のトーンが明るく絵の具が生々しており光が強烈であることであるそしてこの点が彼の句を古毯な墨絵から遠くし色彩の明るく印象的な西洋画に近くしている「かげろうや名も知らぬ虫の白き飛ぶ」。 衣がえのじのひとはつかにしろし絶頂のしろたのもしき若ばかなふなずしやひこねがじょうにくもかかるうれいつつおかにのぼればはないばらかいがねやほたデのうえをしおぐるま 俳句というものを全く知らず言わんや古壇とか遮断とか風流とかいう特殊な俳句心境を全く理解しない人そして単に近代の女上師や美術しか知らない若い人たちでもこうした武村の俳句だけは思うに容易に理解することができるだろう。なんとなればこれらの国は 洋画風の明るい光と印象があり従ってまた明治以後の詩壇における「欧風の若い詩とも城主に共通するものがあるからである」「僕が俳句を毛嫌いし場所も一切も全く理解することのできなかった青年時代に一人例外として武村を好み島崎藤村氏などの新体詩と並立して」 武句集を愛読した実の理由は思うに全くこの点に損しているすなわち一言にして言えば武尊の俳句は若いのであるちょうど「万葉集」の和歌が古来日本人の詩ーの中で最も若い上層の表現であったように武尊の俳句がまた近世の日本における最も若い一つの例外的なポエジーだった そしてこの場合に若いというのは人間の史上に本質している一つの本然的なローマン的な自由主義的な情感的青春性を指しているのである。場所と武村とはこの点において体積的な関係を示している。 もちろん本質的に言うならば芭蕉のポエジーにもまた真の永遠的の若さがある。すべての一流の芸術は本質的に皆若さを持っている。その精神に若さを持たない芸術は決して真の芸術ではない。特に死においてそうである。しかしながら芭蕉は趣味としての若さを嫌った。 採用を好み貫弱の静かさを求め古壇の錆を愛した芭蕉は心境の自然として常に老の性的な美を慕った老は彼のイデア美しきものの実体観念だったそれゆえに彼の俳句はすべての色彩を排斥して古壇な墨絵で描かれている。 もちろん僕らはその墨絵の中に訴えられている詩人の深い悩みと感傷等を感ずるゆえにそれは決して非情調的ではないけれども趣味としての反青春的風貌を感ずるのである。しかるに武村は彼のあらゆる絵の具箱から全ての華やかな絵の具を使って感傷を置き青春の 延べ印象強く色彩の鮮やかな絵を描いているそれゆえに場所のメイクは多く皆秋の舞と冬の舞とに類属している自然がその遠隷な彩筆を振るう春の季節や光と色彩の強烈な夏の季節は場所にとって望ましくなく趣味の圏外に属していた。 これに反して武尊のメイクは多く皆春と夏とに尽くされている。だがこの観察は武尊俳句のより本質的な点から見て悲壮な一面感にしか過ぎないのである。むしろ武尊の本質は冬の詩人とさえ言わるべきだ。しかしこの解釈は後に春風馬蹄の曲で反説しよう。 ブソンは不遇の詩人だった彼はその生存した時代においてほとんど全く認められずむなしく窮乏のうちに死んでしまった今日僕らはすでに忘れられて名も知れなくなってしまった当時の貴族徘徊の総将たちが廃人番付の第一席に名を大庶し天下に 孔明をわわれている時わずかその末席に細字で書かれようやく二流以下の俳人として影薄く存在していた武装について考える時人間の私的評価や名声やがいかに頼りなく当てにならないかを真に痛切に感じるのである「全ての天才は不遇でないただ純粋の詩人だけは その天才に反比例して常に必ず不遇である。ことになかんづく武村のごとく文化が彼の芸術と逆流しているところの一つの悪しき時代に生まれたものは特に救い難く不遇である。武村の価値が初めて正しく評価されその俳句が再批判されたのは彼の死後百数十年を経た。 後世最近明治になってからのことであった明治以後彼の最初の発見者たる正岡子規及びその門下生たる根岸派の廃人に次ぎほとんど全ての分断者などがこぞって皆武装の研究に感心した武装研究の盛んなことは芭蕉研究とともに 今日において一種の流行感をさえ呈しているそして世の定評は場所とともに武装を二大廃政と称するのであるしかしながら多くの人は武装について真の研究を忘れている人々の武装について批判し定評するところのものはかつて四季一派の廃人らが その独自の文学館から干渉批判したところを無批判に伝授している以外さらに一歩も出ていないのであるそしてこれが今日武村について言われる一般の定評なのである試みにその定評の内容を挙げてみよう武村の俳句の特色として人々の一様に言うところはおよそ次のような 上場である1射政主義的印象主義的であること1つ場所の本然的なのに対し技巧主義的であること1つ場所は人生派の詩人であり武村は女系派の詩人である。 一つ、場所は主観的の俳人であり武村は客観的の俳人である。印象的・技巧的・手指的・絵画的ということは全て客観主義的芸術の特色である。それゆえに以上の定評を概括すれば要するに武村の特色は客観的だということになる。 そしてこれが「武将の」のそしてこれが「芭蕉」の主観的に対比して考えられているのであるところで芸術における主観的客観的もしくは主情主義的主知主義的ということは本来何を意味するものだろうか。 これについて自分は、窮遽、死の原理に詳しい解説を述べておいた。薬言すれば、すべての客観主義的芸術とは、知恵を使用したところの主観表現に他ならない。およそいかなる世界においても、主観のない芸術というものは存在しない。ただ、ロマンチシズムとリアリズムとは、 主観の発想に関するところの表現の様式が違うのである。それゆえに本来言えば、単なる女系史とか、女系派の詩なんていうものは実在しない。もしあるとすればナンセンスであり、エセの多文学に過ぎないのだ。いわんや俳句のような女性詩。俳句は女性詩の一種であり、しかもその純粋の形式である。 ににおいいてて主観は常にポエジーのの本質となっているのである俳句のような文学において主観が希薄であるとすればそのポエジーは無価値でありその作家は精神に詩を持たないエセ・非詩人であるところで一般に言われるごとく武村が芭蕉に比して客観的の詩人であり 客観主義的態度の作家であることは疑いないしたがってまた「技巧的」「手知的」「印象的」「絵画的」などすべて彼の特色について指摘されているところも定評として正しく決して誤っていないのであるしかしながら多くの人はこれらの客観的特色の背後における 詩人その人の主観を見ていないのであるそしてこの主観こそまさしく武尊のポエジーであり詩人が訴えようとするところの唯一の叙情詩の本体なのだ人々は場所について一茶についてこうした叙情詩の本体を知りその女形的な俳句を通して場所や一茶の悩みを感じ 彼らの訴えようとしている人生から、主観の意思する死をつかんでいる。しかも、なんと不思議なことに、人々はなお武装について無知であり、単に客観的な詩人と評する以外、少しもソンその人の死を知らないのである。そして、しかもソンを賛して馬匠と被験し、無批判に敗政と称している。 そして単に技巧や習字に巧みであり絵画的の描写を能字としている「廃星」そんな衛瀬非詩人の「廃星」がどこにいるかこうした見地から立言すれば武装の世俗に誤られていること今日のごとく甚だしきはないと言える。 かつて芥川龍之介君と俳句を論じた時芥川君はをを挙げて武尊をけなした。その「武村」を好まの理由は武村が技巧的の作家であり単なる印象派の作家であって「芥川に見るような人生観や主観の強いポエジーがないからだ」ということだった友人室尾生君も かつて同じような意味のことを武尊に関して僕に語ったそして今日廃壇に住む多くの人は功の意味を別にして等しく皆同様の観察をし成就の上術の定評以外に武尊を理解していないのである武尊を誤った罪は 主に彼の最初の発見者である四季及びその門下生なる四季一派の俳人たちは死から全ての主観とビジョンを排斥し自然をそのあるがままの印象で単に平面的にスケッチすることを能辞とするいわゆる「写生主義」を唱えたのであるこの写生主義が後年 日本特殊の自然主義文学の先駆けをした今日でもなお荒々木派の歌人がこの美学を伝承しているのは人の知る通りであるこうした文学論がいかに船舶悲壮であり特に詩に関して邪説であるかはここで論ずべき限りでないがとにかくにも四季一派は この文学的イデオロギーによって武村を批判しかつそれによって干渉したため自然武村の本質が彼らのいわゆる「射精主義の規範的廃人」と目されたのである。今や武村の俳句は改めてまた干渉され新しくまた再批判されねばならない。僕の断じて実現しうることは ブソが単なる写生主義者や単なる技巧的スケッチ、画家ででないといととうことである。反対にブソこそは一つの強い主観を有しイデアの通説な亡をうたったところの真の叙情詩の叙情詩人真の俳句の俳人であったのである。ではそもそもブソにおけるこの主観の実態は何だろうか 還元すれば詩人武村の魂が詠嘆し昇敬し永久に死亡したイデアの内容すなわち彼のポエジーの実態は何だろうか。一語にして言えばそれは時間の遠い悲願に実在している彼の魂の故郷に対する郷愁であり積々しきりに思う子守歌の哀愁な死母であった。 実にこの一つのポエジーこそ彼の俳句のあらゆる表現を一貫して読者の心に響いてくる音楽であり私的情感の本質をなす実態なのだ以下その俳句について個々の表尺を述べるとともにこの事実を詳しく説いてみたいと思う「春の部」「遅き日のう」 積もりてき昔かな武尊の情緒武尊の死境端的に詠嘆していることで特に彼の代表作と見るべきだろうこの句の詠嘆しているものは時間の遠い悲願における心の故郷に対する追悔であり春ののどかな日和の中で夢見心地に効く 歌の思い出である。そしてこの春実務こそ武村その人の助成師であり死後のイデアが吹き鳴らす詩人の笛に他ならないのだ「春の暮れ家路に陶き人ばかり」「白馬は迫り春の日は花に暮れようとするけれども高炉の人は三々午後」 各自に何かのロマンチックな悩みを抱いて家路に帰ろうともしないのであるこうした春の日の光の下で人間の心に湧いてくるこの不思議な悩み憧れ寂しさ捉えようもない孤独感は何だろうか武村はこの悲哀を感じることで難人よりも深刻であり他のすべての廃人らより ずっと本質的に感じやすい詩人であったしたがってまた類想の句がたくさんあるのでさらにその代表的の句数編を検出する今日のみの春を歩いてしまいけり歩こうほこうもの思う春の行方かな まだ名ごうなる日に春の限りかな。花に寝て我が家陶きの道かな。ゆく春やおもたき琵琶の抱き心。春の夜やたらいをすつるはずれ。生暖かく。 「おぼろに曇った春のいとある裏町に濁った溝川が流れているそこへどこかの貧しい女が来てたらいを捨てていったというのである「裏町によく見る風物で何の木もない市中風景の一角だがそこを捉えて春夜の生ぬるく霞んだ空気を市中の空一帯に 完食させる技巧はさすがに妙手というべきである武尊の国はこうした裏町の風物を除したものが特に多くかつおおむね優れているそれはたぶん武尊自身が急傍しており終年裏町の侘び住まいをしていたためであろう春雨や小磯の子がい ぬるるほど終日ひひとして降り続いている春雨の中で女の白い爪のようにほのかに濡れて光っている磯辺の子飼いが悩ましくも印象強く感じられる「片町にさらさそむるや春の風」「町の片側に荒野があった」 店先の往来で現にらさを染めているという句であるが印象としてはすでに染めたらさを乾燥のために往来へ張り出していると返すべきであろう。赤や青やの派手な色をした更サ,サが春風の中に生めかしく吹かれているこの情景の背後にはいかにも無村らしい叙情史があり。 春の日の若い悩みを感じるところのロマネスクの詩情があふれている「春の海ひねもすのたりのたりかな」誰も知ってるメイクであるが「のたりのたり」という言葉の音韻が波ののどかな印象をよく表現し ヒネモスという語のゆったりとした語音とあって音声的に非常に強く効いているのである。走なくてひいくれんとする春の水こうした春の郊外夜景を描くことで武村は特殊の画祭と史上と有している次の句もまたこれと同大同種である。 春風やいなうていごをして家通しこの句は春風馬蹄の曲の主題となってる春風馬蹄の曲は武尊の試みた一種の新しい調子であって後に紹介するごとく彼のポエジーの最も純粋な主題的表現である春雨や 人を住んで煙壁を盛る。ツタカズラのまをう灰屋の中から壁を伝って煙が漏れてる。人が来て澄んだためにその煙は空に溶け合い、ひひとして降る春雨の中で夢のように白く霞んでいるのである。灰屋と煙と 春雨と硬古の三画題を取り合わせてまことに氷病たる市場を描き出している武メイク中の一メイクである「かげろうや名も知らぬ虫の白き飛ぶ」この句の上層にはある何かの活情に似たところのロマンチックの市場がある「名も知らぬ虫」という言葉 白木という言葉の中にそれが現れているのである。帽子初期の新体子に若草もゆる春ののにさまよいくれば陰ろうや名も知らぬ虫の飛ぶを見て一人憂いに沈むかな。というのがある。静止に多くを見るところの。 こうした白州というような史上を遠く江戸時代の俳人武尊が持っていたということは実に珍しく不思議である白梅や他が昔より柿の外昔恋を置き少年の日に白梅の咲く柿根の外で誰かが自分を待っているような感じがしたそして今でもなお その同じ垣根の外で昔ながらに自分を待っている恋人があり誰かがいるような気がするという意味であるこの子の中心は「誰が」という言葉にあり恋の相手を半然としないところにある少年の日に感じたものは春の若き悩みであったところの恋を恋する思いであったそして今すでに 歳月の過ぎた後の同じ春の日に感じるものはその同じ昔ながらに宇宙のどこかに実在しているかもしれないところの自分の心の故郷であり見たこともないところの久遠の恋人への死母である。そしてこの恋人は過去にも実在したごとく現在にも実在し時間と空間の悲願において 永遠に悩ましく恋しく追り深く慕われるのである「芋が垣根ペンペン草の花咲きぬ」「万葉集の廉下にあるような可憐で素朴な俳句である」「ここで芋という古語を使ったのはそれが現在の恋人でなく 過去の幼な友達だったところの追加を心証しているためであろうそれゆえにペンペングサの可憐な花がこの場合のシイカによく合うのである句の前書きには「近親闘美人」とあり「信濃古事」を合意させてあるけれども文字の字儀とは関係なく古都の古風な 「情緒が昔の懐かしい追界をそそる」という意味で使ったのだろうこの句もやはり前のと同じく実景の写生でなくして心象のイメージに託した英旦詩であり遅き日のつもりで遠き昔を思う武尊教習局の一つである「うぐいすの 中屋小さき口開けて単純な印象を捉えた純写生的の句のように思われるしかしウグイスという可れんな小鳥が深紅の小さな口を開けて竣工の下に力いっぱい鳴いている姿を考えれば何らかそこにじらしい可れんな情緒的の想念が感じられる。 多分作者はこうした動物の印象からしてその昔死に別れた彼の切ない可憐な妹武村にそうした妹があったかどうか実の伝記としては不明であるがもしくは昔の小さな恋人を追加して死母と恋愛との交錯した情緒を感じ悲痛な英単をしたのであろう前景の「芋が垣根」や「 白梅ややなどの句と対比して鑑賞するときこうした武尊俳句の共通する叙情味がよくわかるのである「ゆくはるや白き花見ゆ柿の暇」この句もまた武尊らしく明るい青春性に富んでいる元来日本文化は上古の奈良朝時代までは 海外夕日の建国時代であったため人心が自由で明るくローマン的の青春性に富んでいたのであるがその後次第に鎖国的となり人民の自由が束縛されたため文学の上層も隠遁的牢狂的となり上古万葉の歌に見るような青春性をなくしてしまった。特に徳川幕府の圧政した江戸時代で 一層これが甚ははだしく古老となった人々はサビや渋みや古タや屋の老朽趣味を愛したけれども青空の悲願に夢を持つような自由の感情と青春とをなくしてしまったしかるに武尊の俳句だけはこの時代の異例であってそうした青春性を多分に持っていた前出した多くの句を見てもわかるとおり の国はサビや渋みの菓子が少なくかえって青春的なローマン感に富んでいるしたがって彼の司教は俳句的であるよりもむしろ和歌的であり上古奈良朝時代の万葉集や明治以来の新しい洋風の叙情史などと一脈共通するところがあるのである。 菜の花や月は東に日は西にこれも明るい近代的の俳句であり万葉集あたりの歌を連想させる万葉の歌に品菓子の野に陰ろいの立つ見えて帰り見すれば月傾きぬというのがある菜の花や鯨もよらず 海くれぬ菜種畑の遠く続いてる傾斜の向こうに春中の光にかすんだ海が見え沖では遠く鯨が潮を吹いているのである非常に光の強く色彩の鮮明な南国的漁村風景を描いてる日本画よりはむしろ油絵の画題であろう。 菜の花や昼一押しきり海の音前と同様南国風景の一つであり貫若とした漁村の真昼時を思わせる山吹や井手を流れるる神楽図崖下の岸に沿って山吹が茂り咲いてるそこへ神楽図が流れてきたのである この句には長い前書きがついており難しい古事の注釈もあるのだがこれだけの女刑として単純に受け取る方がかえってよい。ゆく春や春潤としておう桜春潤という漢語を奇形に使ってしかもよく効果を収めている場所もよく漢語を使っているが 武村は一層危険にしかも効果的に寛容している一例として「桜狩り美人の腹や玄客す」「人間にうぐいす鳴くや山桜」「人里離れた三山の奥春中の光を浴びて 山桜が咲いていてるるのである「人間」という言葉によってそれがいかにも物珍しく人と全く絶えた山中でありまれに鳴くうぐいすのみが辺りの静寂を破っていることを表彰しているしかるに最近独自の一見識から武尊を解釈する俳人画で一生表して「浄術の 句を反駁したその人の説によるとこの句の「人間」は人間と読むのではなく「人愛」と読むのだというのであるすなわち句の意味は公人の絶え間絶え間にうぐいすが鳴くというので人間に驚いてうぐいすが鳴くというのでないと主張している。句の 習字から見ればこの解釈の方が本当であり無理がないように思われる。しかしこの句の生命は人間という言葉の奇形で力強い表現に損するのだから帽子のように読むとすれば平凡で力のない作に変わってしまう。武村自身の意味にしてもおそらくは人間という言葉において のの力点を求めたのであろう「海でより日は照りつけて山桜」「海岸に近い南国の風景であり光と色彩が強烈である」「武村は関西の人であり元来が南国人であるけれども好んでまた南国の明るい風物を歌ったのは彼自身が気質的にも 南国人だったことを実証しているこれに反して芭蕉は好んで欧州や北国の暗い地方を旅行していた芭蕉自身が気質的に北国人であったからだろう従ってまた芭蕉は憂鬱で武村は妖怪芭蕉は瞑想的で武村は感覚的なのである。 旗打つや鳥さえ鳴かぬ山陰に山村の真昼山の傾斜に沿った影の畑で農夫が一人黙々として畑を耕しているのである空には白い雲が浮かび自然の悠々たる地獄のほか物音一つしない寒弱さである節付けの 沈みもやらで春の雨春雨もことした海岸に沈みもやらで柴漬けが漂っている次の雲も類想でありいずれ優劣のない角である夜もすがら音人き雨や種俵うぐいすや家内揃うて飯自分 春の日の日遅い朝食食卓には朝の光が差し込み庭にはうぐいすが鳴いてる「そろうて」という言葉によって一家団らんのむつまじい平和さを思わせる「うぐいすのをあじこじとするやこいえがち」「離クという台がつけてある「生垣で囲われたわら屋根の家が」 カンガに散在している郊外村落の中継である「あちこちとする」という言葉の中にうぐいすのちょこちょこした動作が巧みに音床されていることを見るべきである同じ武村の句で「うぐいすの鳴くやあちむきこちらむき」という句も同様に言葉の音床で動作を描いている。 ウグイスの声遠きひもを暮れにけり春の暮れ方の物音が遠くの空から聞こえてくるような感じがする古来日本のシイカにはウグイスを歌ったものが非常に多いがほとんど皆退屈な凡歌凡歌であり一人武尊だけが卓越している。 角に座して陶器カエルを聞くよかな歌詞というのでそう眺望の広い見晴らしの座敷を思わせる情感深く趣味にあふれたメイクであるこれきりに小道つきたり競りの中人海に埋もれた小道雑草に混じって セリが生えているのだろう晩春の日の弱い日だまりを感じさせるようなある荒涼とした心の隅の寂しさを感じさせる句である「古寺や放禄つるせり」の中荒廃した寺の裏庭にゴミ捨て場のような空地があるそこには笹竹やせりなどの雑草が生え 人海にまみれて捨てられている。ガラクタの瀬戸物などの破片の上に晩春の日だまりが力なく漂っているのである。前の句と同じくある香料とした心の隅の寂しさを感じさせる句であるが、その寂しさはもちろん遠征の寂しさではなく、また場所の寂しさとも違っている。 前の句やこの句に現れている武村のポエジーにはやはりかの句と同じく人間生活の過境に対する無限の死母と恐愁わびしさが内在しているそれが裏町のゴミ捨て場や雑草の生える埋め立て地で詩人の心を低下させ人間生活の排斥に対するある種の物わびしい 人懐かしい晩春の日和のような安乳に,に似た孤独の市場を抱かせるのであるちなみにこの句の「すつる」は文法上からは現在の動作を示す言葉であるがここでは過去官僚としてすでに前から捨ててある意味として返すべきでしょう「骨拾う人に親しきすみれかな」 焼き場にスミレが咲いているのである。遺骨を拾う人と対称して、早春の淡い相性がある。春雨や暮れなんとして今日もあり。暮れなんとしては、のたりのたりと同工夫時間の悠久を表す一種の温床表現である。梅、おじこち、 みんな見すべく「おちこち」チチという語によって早春まだ浅く冬のよさむがさらない日和を連想させるこの句でも前の春雨屋の句でも全て武尊の特色は表現が直接明晰であること曲線的でなくして直線的であり死亡室でなくして 筋骨質ででああるることであるそのためどこか骨張っており柔らかさの陰影に欠けるけれどもこれがまた長所であって他に比類のない印象の鮮明さと感銘の直接さとを有している。主に武村はこうした表現の骨董を漢詩から学んでいるのである。古来日本の歌人や俳人やは漢詩から多くのものを学んでおり。 監視の思想を直に本願化していいる人が非常に多いしかし漢詩の本質的風格とも言うべきあの直裁で力強い筋骨質の気概的表現を学んだ人はほとんど少ない多くの歌人や俳人やはこれを日本的趣味性に指美化し遮断化しているのである。 日本の文学で比較的漢詩の本質的風格を学んだ者は上古に万葉集の有権な歌があり近世に武尊の俳句があるのみである「女具して代理お我慢おぼろき春勝の悩ましく生めかしいおぼろ月夜の情感が主観の心象においてよく表現されている」。 荘園とも言うべきこうしたエロチカルセンチメントを歌うことで場所は全く無意であり末流俳句は卑俗な嫌に低落している一人武尊がこの点でどっぽであり多くの優れた句を書いているのは彼の気質が若々しく古坦や遮奪を本領とする一般俳人の中にあって範疇を逸する青春性を持っていたのと かつ貴族に出さない精神のロマネスクと品性に支持していたためである。次にその類想の周句二三を検出しよう。春雨や同社の君がさざめ事。筋飼いに布団敷きたり酔いの春。たがための低き枕ぞ春のこれ。 春の世に尊き御所を守る御かな注意すべきはこれらの句最後の一句は少し別の上手であるがお見てもわかるごとく武尊のエロチックセンチメントがすべて見た主観の内啓する表彰であって現実の恋愛実感でないことである。 このことは彼の孤独な伝記に照らしてみてもうなずけるし前に漂酌した白梅や田が昔より柿の外や芋が柿根、ね、ペンペン草の花咲きぬやを見ても一層明瞭に理解されうるところであろう。彼のこうした俳句は現実の恋の実感でなくして要するに彼の フィロソフィーとセンチメントが永遠にしぼし強襲したところの青春の日の悩みを包む鑑賞であり心の求める実在の佳境へのリリックな英嘆であったのである白梅にあくる夜ばかりとなりにけり天命三年武尊臨場の直前に英自宅で 彼の最後の絶筆となったものである。しらじらとした霊明の空気の中で夢のように漂っている海の気合が感じられる。全体に飄々とした司教であって英国の詩人イエーツらが狙ったいわゆる象徴の司教ともどこか共通のものが感じられる。しかしこうした句は 印象の直彩鮮明を尊ぶ武尊として従来の国に見られなかった異例であるかつどこかスタイルが違っており苦の心境にも馬匠風の静寂な主観が陰見しているけだし晩年の武尊はこの国によって一つの新しい飛躍をしたのであるもしこれが最後の絶筆でなかったならば 後世の武村は別種の風貌を帯びたか知れないおそらく彼は心境の静寂さにおいて芭蕉に近づき全体としての芸術を近代の象徴子に近く発展させたか知れないのであるそしてこの臆測は武村の俳句や長子に見られるその超時代的の珍しい新感覚。 それは現代の新しい死の精神にも共通している」を考え一方にまた近代のローマン詩人や明治の身体詩人やが後年に至って象徴的傾向の私風に入った経過を考える時少しも誇張の妄想でないことを知るであろう「夏の部」。 上風に大人き麦を枕元佐賀の田舎に外院を訪ねた時の句である一面の麦畑に囲まれた田舎の家で夏の日の御水をしていると麦の方を渡った風が枕元に吹き入れてきたという意であるが表現の技巧が非常に複雑していて。 上主の深いイメージをさせてる「この句を読むと田舎の寒弱な空気や夏の真昼の静寂さやひっそりとした田舎屋の室内やその部屋の窓から見晴らしになってるところの弘法たる一面の麦畑やまたその麦畑が上風に吹かれて波のように動いている有様やが 詩の表描するイメージの影で浮き出してくるこうした効果の周知的な重心となっているものは主として肉の「大人き」という語にかかっているこれが夏の真昼の沈黙や田舎の静寂さやを麦の穂の動きにかけて一五の重複した表彰をしているのであるまた「上風に」のに おとなきむぎよののが手におわとしての重要な働きをして、句の内容する形詞を書いてることは言うまでもない。俳句のごとき、少子形が一般にこうした複雑な内容を表現しうるのは、日本語の特色たるでにおわとと言語の豊富な連想性とによるのであるが、 世界に類なき得意な国語の長所であるそしてこの長所は日本語の他の不幸な欠点と相殺されるそれゆえに詩を作る人々は過去においても未来においても新しい詩においても古い詩においても必須的にまず俳句や和歌を学びすべての技術の第一規範をそれから取り入れねばならないのである。 未来のいかなる新しい詩においても和歌や俳句のレトリックする規範を離れて日本語の詩がありうるとは考えられない。湯の花や床敷もやの犬泉土蔵などのある暗くひっそりとした旧家であろうその母屋の犬泉征服隅に 湯の花が咲いてるとも返されるがむしろその犬泉の部屋それは多分隠居部屋か何かであろうの窓前に湯の花が咲いていると解する方が死守が深い旧家の奥深く影のささないひっそりした部屋幾代家の人が長く住んでる古い静寂な家の空気 そして中庭の一宮には昔ながらの湯の花が咲いているのであるこの句の史上には古い故郷の家を思わせるようなあるいは昔の祖母や昔の歌人の懐かしい愛情を追加させるような遠い時間へのわびしいノスタルジアがあるこれもやはり武村の史上が本質している郷愁「子守歌の一曲である。 ついでに表現の構成を分析すれば「湯の花」が静かなわびしい感覚を表彰し「母屋」が大きな旧か、別棟や土蔵のついてる」を連想させ「犬泉」が暗く優水な位置を表彰しそして「床式」という言葉が死の全体にかけて流動するところの情緒の流れとなっているのである。 「憂いつつ」丘に登れば花茨憂いつつという言葉に無限の史上が含まれている。無論現実的の優秀ではなく青空に漂う雲のようなまたは何かの助衆のような遠い眺望への視野を持った心の亡瀑とした憂いである。そして野道の丘に咲いた 花いばらの白く可憐な野生の姿が主観の常習に対称されてる西洋史に見るような史教である旧が大きくしかも無限の叙情味にあふれている絶頂の城頼もしき若,葉かな若葉に囲まれた山の絶頂に遠く白亜の城が見えるのである。 若葉の青色と白の白跡が色彩の明るい配合をしているところにこの句の絵画的のイメージがあり合わせてまた主観のビジョンがある洋画風の感覚による構成である地車のとどろと響くボタンかなボタンという花は夏の日ざかりの光の下で 壮麗な色彩を強く照り返すので雄大でグロテスクな幻想を呼び起こさせる武村の詩としては「円王の口やボタンを破干とす」が最も有名であるけれども単なる比喩以上に詩としての内容がなく前傾の句の方がはるかに有限で勝っている句の表現するものは夏の縁熱のしじまの中で 地球の回転する時行の時号の音をボタンの幻覚から聞いているのである「広庭のボタンや天皇一方に」前の句と同じようにボタンの幻想を立った名句である「天の一方には天一方某美人を望む」というような漢視から「 解釈の連想を引き出してくる人があるけれどもむしろ漠然たる心象の幻覚として天の一方に何者かの現象が実在するというふうに解するのがこの構想を大きくする見方であろうすべてこうした幻想風の俳句は場所をはじめ他の人々もところどころに作っているけれどもその幻想の内容が類型的で旧日本の伝統司教を出していない こうした雄大でしかも近代史に見るような幻覚的なイメージを持った俳人は古来武村一人しかない橘の変わたれ時や古館橘の変わたれ時や古館さみだれ頃の ほの暗く陰湿な川垂れなどに水辺に建てられた古館があり橘の花がわびしげに咲いているのである水茎の丘の館に芋と我と寝ての朝明けの霜のり岩もという古今集の歌とどこか共通の城主があり没落した 情緒へのわびしい追加を感じさせる「魚草木村に出けり夏子立ち魚草木村に出けり夏子立ち」「旅中の実影である」「青葉の茂った夏子立ちの街道を通ってくると」 魚臭い匂いのする小さな村に出たというのである家々の軒先に魚の干物でも干してあるのだろう小さな平凡な退屈な村であってしかもなんとなく懐かしく記憶の藤棚の日陰の下で長く夢見るような村であるハーリートブやふりのお裾野の 小家より「ハーリトーブ富士のお裾野の,の小家より高法たる平原の向こうに地平を抜いて富士が見えるその山麓の小家の周囲を夏のハーリが飛んでるのである高原地方のアトモスフィアをこれほど鮮明に印象強く しかもパノラマ的展望で書いた俳句は他にないこの表現効果の主要点は「葉リという小動物高原地方や山麓の焦土に多く生成していて特に夏の日中に飛翔する小虫を捉えた着眼点にあるすなわち読者は「葉リという言葉によってそうした高原地方の 夏の日中の印象を与えられてしまうのである次にその飛翔している空を通して遠望に富士を描き出しているので山麓の小屋と関連して平原一帯の風物が浮かび上がってくるのである武村はこの構成を絵から学んだしかし羽織は絵に描けない。 絵の方ではこの主題を空気の色彩やトーンで表すのだろう。かんこどり、てらみゆ、ばくりんじトヤユカンコドリテラミみゆ、ばくりんじとやゆう。夏の日の田舎道、遠く、麦畑の続いた向こうに、 寺の塔が小さく見える空では高くカンコ鳥が飛んでいるのであるこの風物を除するために特に「バクリン寺」という固有名詞を出したのであるこうした詩の技術ある風物を除する代わりに特にある特殊な固有名詞を使用するのは昔から和歌や俳句に多く見るところで。 日本の詩の詩独特な技巧である西洋の詩では隣立上の美を目的として特殊な固有名詞を盛んに使うが日本の歌や俳句のように内容上奏のイメージにかけて表彰上の効果に用いるものは一般に見て少ないようである「炊く上の寿司に目覚もし」。 寒炊卓上の寿司に目覚むし寒漁亭卓という言葉また寒漁亭という言葉によってそれが下手か何かでできた品風の角ばった冷たい感じのする食卓であることを思わせるその卓の上に 鮮魚の冷たい寿司が静かにひっそりと沈黙しておいてあるのである巣の冷たい生物的な感じを捉えた純感覚的な表現であり近代史の行き方とも共通している非常に先進味のある俳句であるなお武村は寿司について特殊な鋭い感覚を持ち次に掲出するごとく メイクをたくさん作っている弱膜と昼間を酢の慣れ加減弱膜と昼間を酢の慣れ加減寿司はそれの酢が発酵するまで静かに冷却して安状にならさねばならないのである弱膜たる夏の真昼 万象の死んでる死島の中で暗い台所の一隅にこうした巣が鳴らされているのであるその巣は時間の沈滞する底の方で静かに冷たく永遠の瞑想にふけっているのであるこの句の詩境には宇宙の高級と普遍に関してある感覚的な目を持つところの一つのメタフィジカルな行詞がある それは寿司ののとであるところの巣の嗅覚や味覚にも関連しているしまたその巣が安城において発酵する時の静かな科学的状態とも関連している。とにかく武村のごとき昔の詩人が季節季節の事物に対してこうした鋭敏な感覚を持っていたことは今日のイマジズムの詩人以上で。 舟寿司や彦根の城に雲かかる他はない船寿司や彦根の城に雲をかかる夏草の茂る野道の向こうに遠く彦根の城を眺め船寿司のビジョンを浮かべたのである船寿司を食ったのではなく船寿司の連想からたのでをったのではなくのから 心の隅のわびしい旅襲を感じたのである「船寿司」という言葉その特殊なイメージが夏の日の雲と対照して不思議に寂しい旅襲を感じさせるところにこの句の優れた技巧を見るべきである島崎藤村氏の名詞「千曲川旅情」の歌とどこか共通した詩情であってもっと感覚的の要素を多分に持っている。 麦秋や何に驚く屋根の鳥。麦秋や何に驚く屋根の鳥。農家の屋根の上に飛び上がって、けたたましく泣いてる鳥は何に驚いたのであろう。その屋根の上から借り入れ時の田舎の自然が眺望を越えて遠く広がっているのである。空には秋のような 日が照り渡って地上には麦が実り大釜や小釜を持った農夫たちが至る所の畑の中で戦争のように忙しく働いているそしてあぜ道には麦を積んだ車が通り後から後からと列を作っていくのであるこうした借り入れ時の田舎の自然と収穫に忙しい労働の人生とが 屋根の上に飛び上がった一羽の鳥の鹿の影に、模様として注意深く展開されているのである。衣替え、のじの人は、つかにしろし。衣替え、のじの人は、つかにしろし。春着を脱いで、夏の薄物に変える、衣替えの頃は、 新緑初夏の甲であってロマンチックな旅情をそそる季節であるそうした初夏のの道に遠く転々とした航路の人の姿を見るのはとりわけ心の旅詞を呼び起こして何かの氷々たる憧れを感じさせる「長望というこの句の題がまたよくそうした常習を表彰しており いかにも史上にもんだ俳句であるこうした詩経は西洋の詩や近代の詩には普通であるが昔の日本の詩歌には珍しく特に江戸時代の文学には全くなかったところである。禅出の「憂いつつ丘に登れば花いばら」や春の句の「かげや「名も知らぬ虫の白き飛ぶ」などとともに 西洋史の好奇を強く持った武村独特の句の一つである。ちなみに武村は白という色に特殊な表彰感覚を有していて、彼の多くの句に眼蓄深く使用している。例えば前に漂着した句、白梅や他が昔より柿の外、白梅に 明るい夜ばかりとなりにけり」などの句も白という色の特殊なイメージが主題になってこれが梅の花に連結されているのであるこれらの句において武村はある心象的なアトモスフィアとある氷病とした主観の常習と白という言葉においてイメージさせている。 衣替え母なん藤原氏」「なんめり,ん藤原氏んめり平安朝の文化に対して武村は特殊の解雇的道景と郷愁と思っていたそれは彼の単なる詩人的エキゾチシズムと見るよりは 彼の生活していた江戸時代の文化上層が超人的貴族主義に出していたことで武村の貴族主義と入れなかった上に彼自身が京都に住んでいたためと思われるこの句もやはりそうした主観的郷愁の一英単であるが特に心の市場を動かしやすくロマンチックで夢見がちな初夏の季節を衣替えの で捉えたところに句の表現的意義が損するのであるこうした平安朝解雇の句は他にもたくさん作っているので参考のため次に数句を提出しよう「お礼釘に烏干しかけたり酔いの春春の世に尊き時御所を守る御仮名」 春雨や同社の君がさざめごと、ほととぎす平安城を筋替えに。差し抜きを足で脱ぐ世やおぼろ月。隠例を見てもわかるように特に春の国においてそれが多いのは平安町の優美でエロチックな文化や風俗やが 春章の悩ましい主観において特にイメージを強く与えるためなのだろう。場所における木曽義仲の崇拝や戦国時代への特殊な歴史的解雇趣味を一方武村の平安朝解雇趣味と比較するとき両者の異なる詩人的気質がおのずから文明してくるであろう。 草の雨祭りの車過ぎて後京都の夏祭りすなわち祇園へである夏の真昼の街路祭りの矛や車が過ぎたあとで一雨さーっと降ってきたのである夏祭りの日には家々の軒に あやめや勝負やよりなどの草花をさしておくのでそれが雨にぬれて茂り町じゅうがたちまち青々たる草原のようになってしまうことのゆかしい風流でありここにも武村の平安朝開古趣味がほのかに郷愁の影を引いている夕立や草葉をつかむ村雀 夕立や草葉をつかむ村むすずめ急の夕立に打たれて翼を濡らしたすずめたちが飛ぼうとして飛びえず麦の穂や草の葉をつかんでまごついているのである一時に襲ってきた夕立の激しい勢いがすずめの動作によってよく描かれている純粋に射精的の海学であって ポエジーとしての余韻や眼畜には欠けてるけれども自然に対して鋭い干渉の目を持っていた武村画家としての武村の本領がこうした俳句において表現されてる「四息して老化通るや皐月雨」「四息して老化通るや皐月雨」「降り続く 梅雨季節空気は陰室にカビ臭く室内は昼でも薄暗く黄昏れているそのため子息を持って昼間廊下を通ったというのである日本の夏に特有な梅雨時の暗い天気と畳の上にカビが生えるようなジメジメした湿気とそうした季節にそうした薄暗い家の中で。 陰影深く生活している人間の心境とが句の表彰する言葉の外周に書き込まれている「僕らの日本人はこうした句から直ちに日本の家を連想し中廊下の薄暗い冷たさや梅雨に湿った髪の障子や便所の青臭い匂いや一体に梅雨時のカビ臭く内部の暗く陰影に満ちた家をイメージすることから」 必然にまたそうした家の中の生活を連想し自然と人生の連結するあるポイントに特殊な意味深い詩死,死を感じるのであるしかし夏の湿気がなく家屋の構造が違ってる外国人にとってこうした俳句は全然無意味以上であり何のためにどうしてどこに死があるのかそれさえ理解できないであろう日本の 茶道の基本趣味や芭蕉俳句のいわゆる風流やが全て苔やサビやの風情を愛し湿気によって生ずる特殊な画種を生活の中にまで浸潤させて芸術しているのは人のよく知る通りであるけれども一般に日本人の文学や上層で多少とも湿気の影響を受けてないものはほとんどない。すべてのの日本的なものは 臭いのである特になかんづく自然と人生を一元的に見て季節を死の次第とする俳句のごとき文学ではこの影響が著しい日本の気候の特殊な食感を考えないで俳句の趣味を理解することは不可能であるかの湿気は全くなく常に明るく乾燥した空気の中で 石と金属とでできた家に住んでる西洋人らに日本の俳句が理解されないのは当然であり気象学的にも決定された宿命である「さみだれや水の小への寝覚めがち」「さみだれや水の小への寝覚めがち」 サミダレや大河を前に家二軒という句は武村の名句として一般に定評されているけれどもこの句はそれと連想してもっと違った情習が深いこの句から感じる者は各自に小さな家に住んでそれぞれの生活を悩んだり楽しんだりしているところの人間生活へのあるいじらしい愛と何かの あるものゆかしい淡い氷病とした叙情味である。百姓の生きて働く暑さかな。百姓の生きて働く暑さかな。生きて働くという言葉がいかにも肉体的に国烈で炎熱の下にあえぐような響きを持っている。 こうした俳句は写生でなく、新章の壮年を主張にして表彰したものと見る方がよい。従って百章という言葉は実形の人物を限定しないで、一般に広く、単に漠然たる人、すなわち人間一般というほどの無限定の意味でぼんやりと返すべきである。つまり言えばこの国において武尊は、 人間一般を百姓のイメージにおいて見ているので読者の側から干渉すれば百姓のビジョンの中に人間一般の姿を想念すればよいのであるもしそうでなく単なる実形の写生とすれば苦の思考が限定されて平面的なものになってしまうしかつ生きて働くという言葉の主観性が 実感的に強く響いいてこないついでに言うが一般に言って写生の句は即興師や座教家と同じく芸術として軽い境地のものである正岡四季以来多くの俳人や歌人たちは伝統的に写生主義を信奉しているけれども芭蕉や武装の作品には単純な写生主義の句が極めて少なく。 メイクの中にはほとんどない事実を深く反省してみるべきである詩における感傷の対象は単に構想への暗示を与える材料にしか過ぎないのである花い原故郷の道に似たるかな花い原故郷の道に にたるかな「憂いつつ丘に登れば花いばら」と類想であっていかにも武村らしい叙情味にあふれた作品であるこの句には「かの東稿に登れば」という前書きがついているがそれが一層よく句の市場を強めている「秋の部」「門を出て 個人に秋の暮れ門を出て個人に会いぬ秋の暮れ,てにいぬ秋,の暮れ秋風落脈門を出れば我もまた落ち葉のごとく風に吹かれる人生の漂白者に過ぎないたまたま航路に会う知人の顔にも生活の寂しさが暗く漂っているのである 宇宙万象の秋人の心に食い込む終始の痛みをえいじ尽くしていかんなくかの場所のイク、秋深き隣は何をする人ぞ」と双璧し武村俳句中の一イクであるこの句祈祷の句集に漏れ後に移行中から発見された苦修の方のは 文豪出れば我も公人,人秋の暮れ。であり全く同窓同大である。一つの同じテーマからこの二つの俳句が同時にできたため武村自身その主者に困ったらしい。二つとも佳作であって容易に主者を決し難いが、 結局個人にアイヌの方が優れているだろう。秋の日や床式奈良の道具市。秋の日や床式奈良の道具市。秋の日の遅れかかる日ともしい頃。奈良のことの町外れに骨董など売る道具市が立ち。店店の位の木には、 はや宵の明かりが淡く灯っているのである。ならというわびしいことに薄暗い古道具屋の並んだバス屋を考えるだけで寂しいのに、秋の白母の火灯し頃、宵の明かりの黄色い光をイメージすると、一層上司がわびしくなり、心の古い故郷に死ぼする。 ある種の切ないノスタルジアを感じさせる前に漂酌した夏の句「湯の花」や「床式母屋の犬泉」と本質において共通したノスタルジアであり武村俳句の特色する詩経であるなお武村は「床式」という言葉の因に彼の詩的情緒の深い英嘆を込めている。 飛びつくす鳥一つずつ秋の暮れ飛びつくす鳥一つずつ秋の暮れ場所のメイク何にこの師走の町へ行くカラスには遠く及ばず同じ武村の句麦秋や何に驚く屋根の鳥にも劣っているがやはりこれにも武村の 武村らしいポエジーが現れており、捨てがたい俳句である。おのがみの闇より吠えて、弱の秋。おのがみの闇より吠えて、弱の秋。黒犬の絵に賛して読んだ句である。闇夜に吠える黒犬は、自分が吠えているのか、闇夜の宇宙が吠えているのか。 主覚の認識実態がわからないともあれ症状たる秋の夜半に長く悲しく寂しみながら物に怯えて吠え叫ぶ犬の心はそれ自ら宇宙の秋の心であり孤独に耐えぬ人間無尊の痛ましい心なのであろう。彼の別の句「愚に耐えよ」と。 窓を暗くす竹の雪。愚に耐えよと窓を暗くす竹の雪。もこれとやや同僧であり、生活の不遇から多少ニヒリスチックになった悲壮な自重的考えを組むべきである。冬近し、しぐれの雲もここよりぞ。 冬近ししぐれの雲もここよりぞ。楽刀に場所案を訪ねた時の句である。武村は場所を崇拝し自分の墓地さえも場所の墓と並べさせたほどであった。その崇拝する場所の庵を初めて親しく訪ねた日はおそらく感激無料であったろう。すでに年経て。 古く物さびた庵の中には今もなお個人の霊がいてあの寂しい風流の道を楽しみ静かな瞑想にふけっているように見えたかしれない「冬近し」という切迫した御朝に始まるこの句の陰には場所に対する無限の死望と哀悼の情が含まれており同時にまた場所案の物さびた風情が。 よく継承的に描き尽くされているさすがに武村は芭蕉俳句の本質を理解しておりその風流とその情緒とを完全に表現し得たのであった秋風や日雲をかけたる浜日差し秋風や日雲をかけたる浜日差し 海岸の貧しい漁村家々の軒には日用がかけて干してありうすら日和の日を秋風が寂しく吹いているのである秋風や種子にし歌う漁者昇者秋風や種子にし歌う漁者昇者 街道筋の居酒屋などに見るバスへ風景のわびしげな趣旨である。これらの句で武村は特に「修士」とか「死」とかの言葉を用い漢詩風に意匠することを好んでいる。しかしその意図は信濃の風物をイメージさせるためではなくしてある気品の高い純粋士官を意識的に力強く出すためである。 例えばこの句の場合で「酒屋」とか「歌」とかいう言葉を使えば句の上司が現実的の写生になって句のモチーフである「秋風落白の強い詩的感銘が弱ってくる。この句は「主詩に詩歌うによっていかにも秋風に嘲笑するような感じを与え詩としての純粋感銘を用えるのである。 四季一八の廃人が返したごとく武装は決して射精主義者ではないのである月天津貧しき町を通りけり月天津貧しき町を通りけり月が天心にかかっているのは夜がすでに遅く更けたのである人気のない深夜の町を 一人足音高くく通っていく町の両側には家並みの低い貧しい家が暗く塔を閉ざして眠っている空には中秋の月が冴えて氷のような月光が一人地上を照らしているここに考えることは人生へのある涙ぐましい死母の情とあるやるせない赤稜とである月光の下 一人深夜の裏町を通る人は誰しも皆こうした市場に浸るであろうしかも人々は今だかつてこの情景を捉え表現しえなかった武村の俳句は最も短い死刑においてよくこの深遠な市場を捉え簡単にして複雑に成功している実にメイクと言うべきである恋さまざま 願いの糸も白きより。恋様々。願いの糸も白きより。古来難解の句と評されており、一般に施行される解説ができていない。それにもかかわらず、なんとなく心惹かれる俳句であり、和歌の恋愛観に似た音楽と無村らしい純情の塩らしさを、 可憐に懐かしく感じさせるるである「私の考えるところによれば恋様々の様々は散り散りの意味であろうと思う。願いの意図も白きよりは純潔な熱情で恋をしたけれども」である。またこの言葉はおそらく武村が幼児に記憶した色はかるたか何かの文句を。 追海の連想に浮かべたもので彼の他の春の国を多く見る俳句と同じく幼児へのわびしい志望を恋のイメージに溶かしたものに相いない。武尊はいつも寒夜の寝床の中に亡き母のことを考え遠い昔の懐かしい幼児を忍んで一人悲しく夢にすすり泣いていたような詩人だった。 恋愛でさえも武村の場合には夢の追加の中に溶け合っているのである「小鳥来る音嬉しさよいたびさし」「小鳥来る音嬉しさよいたびさし」渡り鳥の帰ってくる羽と、路辺に効く城主のわびしさは西洋の助城師 特にロセッチなどに多く歌われているところであるが日本の詩歌では珍しく武尊以外に全く見ないところである。前出の「憂いつつ丘に登れば花いばら」やこの「小鳥来る」の空などは日本の俳句の繁殖している伝統的司教すなわち俳人のいわゆる俳味とは別の城主に属し むしろ西洋史のリリカルな史上に類似している。今の若い時代の青年らに武村が最も親しく理解しやすいのはこのためであるが同時にまた一方で伝統的の俳美を愛する俳人らからやあもすれば武村が嫌われるゆえんでもある。今日俳人と称されている専門家の人々は決してこの種の俳句を認めず。 全くその詩詩を理解していないしかしながら武村の本領はかえってこれらの俳句に尽くされアマチュアの方がよく知るのである「うらがれやからきめみつるうるしのき」「うらがれやからきめみつるうるしのき」「こがらしのあさ」 枝穂を残らず吹き落とされた漆の木が象状として自然の中でただ一人骨のように立っているのである「メミツルという言葉の中に作者の主観が力強く込められている悲壮な痛々しい骨の鳴るような人生が一本の枯れ木を通して象状たる自然の背後に広がっていく。 裏がれや家を巡り,りて醍醐道。畑の中にある田舎の家。外には木枯らしが吹き渡り、家の周囲には荒涼としたあぜ道が続いている。寂しい孤独の中に震える人生の姿である。私の故郷上州には、 こうした高涼たる田舎が多くとりわけこの区の上感が身にしみて強く感じられる「貝金やホタデの上を塩車」「貝金やホタデの上を塩車」「高原の風物である工房としたホタデの草原が 遠く見のように続いた向こうには海の山脈が火に輝きうねうねと連なっているその山脈の道を通って駿河から海へ運ぶ塩車の列が遠くホタテの隙間から見えるのである画面の視野が広くパノラマ風であり前に漂着した夏の句船寿司や 彦根の城に雲かかるなどと同じく武村特有の市場である旅宗に似たロマンチックの鑑賞を演望させてる三景の十歩に着きてタデの花三景の十歩に着きてタデの花十歩に足らぬ庭先の荘園ながら 小道には秋草が生え茂り、間垣に近く隅々には白いタデの花がわびしく咲いてる。貧しい生活の中にいて静かにじっと見つめている心の影、それがすなわちサビなのである。この同じサビは芭蕉にもあり、その証文の俳句にもある。 しかしながら武村の場合はサビが生活の中からにじみ出しネギの煮える匂いのように人だと恋しい情緒の中に染み出しているなおこのサビについて甘美に詳しく説くであろう柳散り清水枯れ石ところところ柳散り 清水枯れ石ところ,ところ秋の日の力なく散らばっている野外のわびしい風物である武装はこうした郊外野望に特殊の裏悲しい情緒を感じ多くの良い句を作っている風景の中に表現する彼のノスタルジアの趣旨であろう冬の部 イカ昨日のぼりきのうのそらのありどころイカ昨日のぼりきのうのそらのありどころ北風のふく冬のそらにイカのぼりがひとつ上がっているそのおなじ冬のそらにきのうもまたいかのぼりがあがっていたしょうじょうとした冬の季節凍った鈍いひざしの中をかなしくさけんでふきまく風 ガラスのように冷たい青空その青空の上に浮かんで昨日も今日も寂しい一つのタコが上がっている氷病としてうなりながら無限に高く急流の上で悲しみながらいつも一つの遠い追憶が漂っているこの子の持つ史上の中には武村の最も武村らしい郷愁とロマネスクが現れている 「昨日の空のありどころ」という言葉の深い情感に全ての指的内容が含まれていることに注意せよ。昨日の空はすでに今日の空ではない。しかもその違った空にいつも一つの同じタコが上がっている。すなわち言えば常に変化する空間経過する時間の中でただ一つのタコ。 追憶へのイメージだけが普段に悲しく寂しげに丘陵の上に実在しているのであるこうした見方からしてこの句は武村俳句のモチーフを表出した哲学的評句として芭蕉の有名な古い池屋と対立すべきものであろうなお「昨日の空のありどころ」というごとき古法が 全く近代西洋の詩と共通するシンボリズムの技巧であって過去の日本文学に例のない異色のものであることに注意せよ武尊の不思議は外国と交通のない江戸時代の日本に生まれて今日の詩人と同じような往腑助上詩の手法を持っていたということにある「藪入りの」 夢や小豆の煮えるうち。やぶ入りの夢や小豆の煮えるうち。やぶ入りで休暇をもらった小僧が田舎の実家へ帰り、久しぶりで両親に会ったのである。子供にご馳走しようと思って母は台所で小豆を煮ている。そのうち子供はこたつに潜り込んでうたた寝をしている。 『今日だけの休暇を楽しむ可憐な奉公人の子供は何の夢を見ていることやら』という意味である。武村特有の人情味の深い句であるが単にそれのみでなく作者が自ら幼児の夢を追憶して亡き母へのわびしい志望遠い郷愁のように懐かしんでる上層のテーマを見るべきである。こうした 教習詩の主題として武山は好んで藪入りの句を作った。例えば「藪入りやよそめながらのあたご山」「藪入りのまたいですぎぬたこの糸」など全て同じ上詞を歌った書であるが特にその新台風の調子。 春風馬亭の曲のごときは藪入りの祈台に託して彼のわびしい子守歌であるところの遠い時間への回古的郷愁を詠嘆している「芭蕉の郷愁が旅に病んで彼の行く空間上の表現にあった」に反し武村の郷愁が多く時間上の表彰にあったことを読者は特に注意して すべきである「日の光今朝やイワシの頭より日の光今朝やイワシの頭より正月元旦の句である」「古来南海の句と称されているがこの句のイメージが表彰している出どころは 明らかに大阪のイロハカルタであると思う。東京のイロハカルタでは、胃が犬も歩けば棒に当たるであるが、大阪の方ではイワシの頭も新人からで、絵札には魚の骨から金色の五香が刺し、人々のそれを拝んでいる様が描いてある。筆者の私も子供の時、大阪の親戚。 旧家のので見たのを記憶している『ある元日の朝武村はその幼児のかるたを追加しこれを初日の出のイメージに連結させたのである』この国主題されている司教もまた前の藪入りの句と同じく遠い昔の幼い日へのわびしく懐かしい追憶であり 母の懐をこうる郷愁の子守唄である。武村への理解の道は、こうした子守唄の持つリリカルなポエジーを、読者が自ら所有するか田舎にのみかかっている。ひだやまの七やとざ死ぬ夜はの冬。ひだやまの七やとざ死ぬ夜はの冬。 冬の山中にある小さな村交通もなく枯れ木の林の中に埋まっているのれんをかけた質屋の店もすでに戸を閉めてしまったので晩鐘石として声なく冬の石箔とした闇の中で孤独の寒さに震えながら小さな家々が眠っているこの句の市場が歌うものは こうした暗黒赤猟孤独の中に環境しているランプのような人間生活のわびしさである「七夜」という言葉が特にまた生活の複雑した「々思想を考えさせ山中の「一子村と対称して一層わびしさの影を深めている「冬ざれや」 北の家陰の家ニラを狩る冬ざれや北の家陰のニラを狩る薄ら日和の冬の日に家の北庭の陰に生えてるわびしいニラを狩るのであるこれと同窓の類句に冬ざれや小通りのあさるニラ畑というのがあるともに冬の日の 薄ら日和を感じさせ人生への肌寒い詫びを思わせる詫びとは前にも他の句会で述べた通り人間生活の寂しさや悲しさを主観の心境の底でかみしめながらこれを対象の自然に移してそこにある心身とした心の華境を見いだすことである。 詫びの心境するものは、悲哀や赤霊を体感しながら、実はまたその生活を懐かしく、肌身に抱いて、心身と愛部している心境である。詫びは決して、遠征家のポエジーでなく、反対に生活を愛部し、人生への懐かしい志望を持っている楽天家のポエジーである。 この点で芭蕉も武尊も西行もすべて皆楽天主義者の詩人に属している日本にはかつて決してボードレールのごとき真の絶望的な悲劇詩人は生まれなかったし今後の近い未来にもまた容易に生まれそうに思われない「ネギ描いて枯れ木の中を帰りけり」「ネギ描いて 枯れ木の中を帰りりけり枯れ木の中を通りながら郊外の家へ帰っていく人そこにはネギの煮える生活がある貧苦借金女房子供小さな借家冬空に凍える壁ランプ寂しい人生しかしまだ何という心身とした人生だろう古く懐かしく 物のの匂いの染み込んだ家赤い火の燃える炉タ台所に働く妻父の帰りを待つ子供そしてネギの煮える生活この句の語る一つの史上はこうした人間生活の詫びを好調しているそれは人生を悲しく寂しみながら同時にまた懐かしく愛しているのである 馬上の俳句にも詫びがある。だが武村のポエジーするものは一層人間生活の中に直接実感した詫びであり特にこの句のごときはその代表的な名句である「液水に根深流るる寒さかな」「液水に根深流るる寒さかな」「根深はネギの異名」 液水はシナの川の名前で、例の風少々として液水寒し、そうし一度去ってまた帰らずの液水である。しかし作者の意味では、そうした古字や固有名詞と関係なく、単にこの液水という文字の白く寒々とした感じをとって、冬の川の表彰に利用したまでであろう。 あとにも霊界するごとく武村は信濃の故事や看護をとって原因と全く無関係に自己流の私的技巧で駆使しているこの句の試乗しているものはやはり前の「ネギ書いて」と同じであるすなわち冬の寒い日にネギなどの流れている裏町の川側を表彰してそこに人生の心身とした詫びを感じているのである 一般に詩や俳句の目的はある自然の風物情景対象を除することによって作者の主観する人生観詫び詩情を詠断することにある単に対象を鑑賞して客観的に描写するというだけでは詩にならないつまり言えばその心に詩を所有している真の詩人が対象を客観的に除形する時にのみ 初めて俳句や歌がでできるのであるのあそれゆえにまたすべての純粋の詩は本質的に皆叙情詩に属するのである。症状として石に火のいる彼の花。症状として石に火のいる彼の花。苦の継承しているものは明白である。 正岡子規らのいわゆる根岸派の俳人らは武村のこうした句を「印象明白」と呼んで喝采したが武村の句には実際継承の実相巧みに捉えて絵画的直接法で書いたものが多い例えば同じ冬の句で「寒月やのこぎり岩のあからさま」「木枯らしや 金に小石を吹き当てるなど全ていわゆる印象明白の句の代表であるそのため非難する者は武尊の句が絵画的描写に走って芭蕉のような渋い心境の有限さがなく味が薄く食い足りないというのであるしかし「印象・明白」ばかりが必ずしも武尊の全般的特色ではなく 他にもっと信王な市場の本質していることを根岸派廃人の定評以来人々が忘れていることを責めねばならない。小枯らしや何に世渡る家五軒小らしの服冬の山麓に孤独に寄り合ってる五軒の家 何に世渡るという言葉の中にこの主題している情感がよく表れている前に漂釈した「飛騨山の七夜閉ざしぬ夜はの冬」の回想であり荒涼とした寂しさの中にある人恋しさの郷愁を感じさせる俳句である前に夏の部で漂釈した句「さみだれや」 水の恋への寝覚めがちもどこか色っぽい人情を帯びてはいるが市場の本質においてやはりこれらの句と共通している我を伊藤う家下寒夜に鍋を鳴らす我を伊藤う家下寒夜に鍋を鳴らす霜に吹ける冬の夜遅く吹けた 農家のの下で書物などしているのだろう壁一重の輪家で夜通し鍋など洗っている音がしている寒夜の凍ったような感じと主観のわびしい心境がよく表れている我を厭うというので平常輪家と仲のいくないことが分かり日常生活の背景がくっきりと浮き出している裏町の長屋住まいをしていた武村 近所への人付き合いもせずに夜遅くまで書き物をしていたブソ冬の寒夜に日おけを抱えて人生の赤猟と貧困とを悲しんでいたブソ寂しい孤独の詩人夜半デーブソンの全貌が目に見えるように浮かんでくる俳句である。 玉あられ兵庫が鍋を乱れ撃つ玉あられ兵庫は洗濯ばばのことで「関心が兵糧時代に諸を凍った」という品の古字から引用しているしかし武尊一流の技法によってこれを全く自己流の表現に用いているすなわち武尊は ここで裏長屋の女房を指しているのである。それを故意に兵庫と言ったのは、一つはユーモラスのためであるが、一つは安にその長屋住まいで、武村が平常世話になってる林家の女房を意味するのだろう。侘しい路地裏の長屋住まい。家々の軒先には台所のガラクタ道具が並べてある。そこへあられが降ってきたので。 林家のの鍋にガラガララ鳴って当たるるである前の「我を伊藤の句とともに武尊のわびしい生活環境がよく現れているユーモラスであってしかもどこか悲哀を内包した俳句である「愚に太陽と窓を暗くす竹の雪」「愚に太陽と窓を暗くす竹の雪」 世に入れられらなかった武尊、貴族低調の下ス趣味が流行して仕根のない末流俳句が歓迎された天明時代に一人芭蕉の精神を自して孤独に世から超越した武尊は常にうつぼずたる不満と赤量に絶えないものがあったろう。愚に太陽という言葉は自重でなくして憤怒であり悲痛なセンチメントの調べを帯びてる。 武村は極めて恩厚特実の人であったしかもその人にしてこの区あり自流に超越した人の不遇思うべしであるタンポポの忘れ花あり道の下もタンポポの忘れ花あり道の下も象形症状 スケッチ風のさらりとした句でしかも可憐な市場を帯びてる水鳥や朝飯早き小家勝川沿いの町によく見る軽種である水鳥や船に名を洗う尾身なありとともに武尊の好んで描く水彩画風の敬種であって 薄氷の春冬の朝のわびしさがよく表れている水仙や寒き都のここかしこ水仙や寒き都のここかしこ京都に住んでいた武村は他の一般的な俳人と違ってこうした吾ごと風な和歌情緒を多分に持っていた場所の菊の蚊や 奈良には古き仏たちと壮絶する核であろう。この村の人は猿なり冬たち。この村の人は猿なり冬子他たち。田も旗も凍りついた冬枯れの貧しい乾村。 白した農夫の生活そうした風貌の一切が「猿なり」という言葉で簡潔によく印象されてる「西吹けば東にたまる落ち葉かな」「西吹けば東にたまる落ち葉かな」「西から風が吹けば東に 落ち葉がたまるのは当たり前で理屈で考えるとバカバカしいような俳句であるがその当たり前のことに現外の意味が含まれいかにも力なく風に吹かれてのこくずなどのように転がってるわびしい落ち葉を表彰させる庭の隅などで見た実景だろう「観菊や」 日のうてる村の片ほとり、寒菊や日のうてる村の片ほとり、冬の薄らびの差してる村の片ほとり、土塀などのある道端にわびしい寒菊が咲いてるのである。これも前と同じくはかなく寂しい悲しみを心の陰でじっと 凝視してるるような苦境であるちなみにこうした軽種の村は関西地方に多く奈良京都の近畿でよく見かける関東付近の村は全体に公涼としてこの種の南国的な暖かい城主に乏しい「我も死して火にほとりせん枯れ尾花」 我も死して火にほとりせん枯れおば花金服寺に芭蕉の墓を通った時の句である武村は芭蕉を崇拝して自己を知る者ただ個人に一人の芭蕉あるのみと考えていたそして自ら芭蕉の直径をもって認知死後にもその墓を芭蕉の そばに並べて立て立させたこの句はその実情を述べたものであるがなんとなく自生めいた斜利煩悩の考えがある「春風馬亭の曲」「藪入りや何輪を入れて長良川春風や手い長をして家通し」 天より折り方像を詰めば、慶應局と道を塞ぐ。慶局、何ぞ無常なる。訓を先、かつ、こを傷つく。慶流、石、点々。石を踏んで拘金を取る。他者数、水上の石。我をして、 君をぬらさざらしむ。一軒の茶店の柳追いに蹴り。茶店の老ス我を見て陰銀に。舞踊菓子かつ我が春木を本。天中二脚あり。よく海いすこう。 何の子三瓶を投げ打ち我を迎え塔を揺すって去る古駅三両家病児妻を呼び妻来たらずひなを呼ぶ利害の鳥利害草地に密ひな飛びて柿を越え人と とほっす。りたこをしておつることさんし。しゅんそう。みち。さんさなかにしょうけいあり。われをむかう。たんぽぽ。ばなさけり。さんさんごご。ごごはきに。さんさんはしろし。きとくす。きょねん。このみちよりす。 哀れみとるタンポポ茎みじこうして父をあませり。昔昔しきりに思うジボの恩。ジボの懐別にはるあり。はるあり成長して何和にあり。梅はしろし、何は共犯罪種の家。春情学び得たり、 なにわぶり。ごうをじし、ていにそむいて三、み、さんしゅん。もとをわすれ、まつをとる、つぎきのうめ。こきょうはるふかし、ゆきゆきてまたゆきゆく。ようりゅうちょうていどようやくくれたり。きょうしゅはじめてみる故国の家、ここくのいえ。たそがれ、とに、よる。 白髪の人手を抱き我を待つ春また春君水や個人大義が孔藪入りの練り屋一人の親のそばこの調子は十数種の俳句と数連の漢詩とその中間をつなぐ連句とで構成されている。 こういうい形式は全く珍しく、のの独創になるものである。単に同一主題の俳句を並べた連作という形式や一つの主題からバリエーション的に発展していく連句という形式やは普通に昔からあったけれども俳句と漢詩等を接続して一片の新体詞を作ったのは全く武村の新しい草案である。 武村はこのほかにも「君明日去りぬ夕べの心知事に何ぞはるかなる」「君を思うて丘の辺に雪きつ遊ぶ丘のべ辺何ぞかく悲しき」という句で始まる十数行の調子を作ってる武村はこれを「敗退詩」と名付けているが まさしくこれらは明治の新大使の先駆けである明治の新大使というものも当村時代の成果を結ぶまでに長い事実がかかっており初期のものは全く幼稚で見るに耐えないものであった百数十年も昔に作った武村の死が明治の新大使よりはるかに芸術的に高級で かつ西洋史に近く肺からであったということは日本の文化史上における一皮肉と言わねばならない単にこの種の詩ばかりでなく前に漂酌した俳句の中にも思想上において西洋史と類縁があり明治の新太子よりはるかに近代的なものがあったのはおそらく武尊が万葉集を深く学んで 上古奈良朝時代の大陸的文化それは唐を経てギリシャから伝来したものと言われているを本質の精神上に捉えていたためであろうとにかく徳川時代における武尊の新しさは驚異的に類例のないものであったあの化作者的床や俳句的貴族趣味の流行した江戸末期に武尊が 『じちの外に孤立させられほとんど理解者を持ちえなかったことはむしろ当然すぎるほど当然だった』さてこの春風抜堤の曲は武村がその紀郎を講演に遠の日、長良川の堤で藪入りの娘と道連れになり女に代わって情を述べた詩である。陽春の日に。 ンポポの咲く朝廷を称揚するのは武村の最も好んだリリシズムであるがしかも都会の規定に努めて春上学びえたる何にぶりの少女と道連れになり難々義語を交わして竣工の下を歩いた記憶は武尊にとって長く忘れられないイメージだったろう。 この詩のモチーフとなっているものは漢詩のいわゆる擁流強歌尊的な南国情緒であるけれども本質には別の人間的なリリシズムが歌われているのであるすなわち武村はその藪入りの娘に代わって彼の魂の哀愁なノスタルジア亡き母の懐に夢を結んだ子守歌の古く悲しい 遠い追回のオルゴールを聴いているのだ昔昔しきりに思う字母の音これが実に詩人武村のポエジーに本質しているわびしく悲しいオルゴールの教習だった「やぼ入りの寝るや小豆の煮える中」「やぼ入りの寝るや 小豆の煮える中という句を作りさらに春風馬亭の曲を作る武村は人の藪入りを歌うのでなくいつも彼自身の心の藪入りを歌っているのだだが彼の藪入りは単なる親孝行の藪入りではない彼の亡き母に対する愛は加賀の千代女のごとき人情的 常識道徳的の愛ではなくてメタフィジックの象徴界に評評している魂の哀絶な追加でありプラトンのいわゆる霊魂の死母とも言うべきものであった英語にスイートホームという言葉がある郊外の安文化住宅で新婚の若夫婦がイチャつくという意味ではないツタカズラのハウ 古く懐かしい家の中で焚き木の燃えるストーブの火を囲みながら老養男女の一家族が祖先の画像を写すランプの下で睦まじく語り合うことを言うのである詩人不尊の心が求め孤独の人生に乾き憧れて歌ったものは実にこのスイートホームの佳境であり露片の団らんのイメージだった。 ネギ買って枯れ木の中を帰りけり」「ネギ買って枯れ木の中を帰りけり」と歌うブソは常に寒々とした人生の孤独を眺めていたそうした彼の寂しい心はいろりに火の燃える人の世のわびしさ古さ懐かしさ温かさ楽しさを地母の懐のように恋したった 何よりも彼の心はそうした家境が欲しかったのだ。それゆえにまた湯の花や床敷き母屋の犬泉湯の花や床敷き母屋の犬泉と古き仙台の人が住んでいる昔々の懐かしい家の匂いを歌うのだった。その同じ心は 白梅や「たが昔より柿の外」という国も現れ「小鳥来る音嬉しさよいたびさし」「売れつつ丘に登れば花いばら」などの露節地風な外国叙情詩にも現れているオールドロングサインをたい土幡の団らん思い その郷愁を白い雲にイメージするイギリス文学のリリシズムは偶然にもブソンの俳句において物わしく視聴された「フグ汁の宿赤赤と灯しけり」と冬の街路にバ端の灯し火を凍るブソンは裏町を流れる下水を見て「液水に」 としんしんとして人生の裏寒いノスタルジアを思うのだったそうした彼の郷愁はついに無限の時間を超えて「いかのぼり,昨日の,のり,のぼり昨日の空のありどころ」「いかのぼり昨日の空のありどころ」と悲しみ極まり歌い尽くさねばならなかった 誠に武尊の俳句においては全てが魂の佳境をこい火の燃えるロバタをこい古き昔の子守唄と母の懐を忍び泣くところの哀歌であったそれは湯の花のわびしく咲いている昔々の家になるオルゴールの音色のように人生の孤独に凍え寂しむ詩人の心が 深く求め訪ねた華僑でありそしてしかもわびしいオルゴールの音色にのみゴロ根の夢に見る華僑であったこうした同じ心の華僑場所は空間の所在に求め運水のごとく生涯を漂白の旅に暮らしたしかるにその同じ華僑をひとえに時間の所在に求めて 追加のノスタルジアにふけったブソはいつも冬のこたつに潜り込んで多ドン胞とと共に丸くなって暮らしていた場所は漂白の詩人だったがブソははばたの詩人でありほとんど生涯を家にこもってこたつにごろ寝をして暮らしていた時に野外や近郊を歩く時でも彼はなお 目前の自然の中にごろ根の夢に見る夢を感じてフルデラや放禄すつるせりの中フルデラや放禄すつるせりの中と冬日だまりに散らばう排斥の侘しさを読むのであったわびとは武装の死境において寂しくしもがれた心の底に 楽しく温かい路片の佳境母の懐を恋する子の市場であったそれゆえにまた武村は冬の象徴たる木枯らしの中で孤独に寄り合う村落を見て木枯らしや何に弱たる家五軒としもがれた風痴の中に同じ人生の 温かさ懐かしさを心身いとしんで読むのであったこの同じ自然観が場所にあっては大いに異なり「たかひとつ見つけてうれしい」「いらこざき」「場所」というような全く魂の投資を回すような高涼たる漂白旅襲のリリックとなって歌われている。 反対にブソンはどんな症状とした自然を見てもそこにある魂の佳強を感じオルゴールのなる人生の懐かしさと日の燃える炉端の温かさとを感じているこの意味においてブソンの死は確かに人情的とも言えるのであるブソンの性愛生活については一つも死に 伝わったところがないしかしおそらく彼の場合は恋愛においてもその人同じく愛人の姿に母の追いをイメージして信濃の古い音楽が聞こえてくる近親と美人の郷愁から「芋が垣根ぺんぺん草の花咲ぬ」の淡く悲しい恋をリリカルしたに違いない。 春風馬亭の曲に歌われた藪入りの少女はこうした武装の史上においてタンポポの咲く夜景とともに長く残ったイメージの恋人であったろう彼の死の結句に引いた大義の句藪入りの寝るや一人の親のそば大義藪入りの寝るや一人の親のそば大義には ソン自身の裏わびしい主観を通して少女に対する無限の愛武と節恋の情が語られている武ソンは自ら号して「夜藩帝武尊といいその四苦を「夜藩学」と称したまことに彼の序上詩のリリシズムは古き楽器の夜藩にそうするセレネードでわびしいオルゴールの音色に似ている。 彼は場所よりもなお悲しく夜半に一人起きてさめざめと拒否するような詩人であった。白梅にあくる夜ばかりとなりにけり白梅にあくる夜ばかりとなりにけりを自生として氷病よるべなき郷愁の悲哀の中にその生涯の死を終わった武尊 人生の佳境を地母の懐に求めた武村は今もなお我らの心に長く生きてその侘びしい夜半額の旋律を聞かせてくれる叙情詩人の中での誠の懐かしい叙情詩人の武村であった握った手の感覚4月19日の朝 私は書斎の宅に額を埋めながらすすり泣きをしていた。まるでお母さんの懐に抱かれた子供が余ったれてすすり泣きをする時のような何とも言えないスイートの感傷が私の送信をしびれるように震わせたのである。しまいに私はおいおい声まで出して泣き始めた。自分の罪が許された。 そういうい感覚が限りもなく私を幸福にしたのである。母の乳房のようにあったかいあるもの。それを言葉で言い表すことはできないが私の全身を抱きかかえてそっくりどこかの楽園へ導いていくような気がした。私は思いっきり甘ったれて泣いていた。私の醜い病壁や不愉快な神経質的の脳鬱や、 エンジ人ン思想や虚偽や下劣な傲慢や謙遜を装った卑屈や、戦列極まる利己的思想や、混乱混雑した理智の相当や、危険なしかも醜悪を極めた性欲の秘密や、及びそれらのものの生む内面的罪悪や、およそ私を苦しめ、私を覇弱し、私を陰鬱にするところの一切のものが懺悔された。 こういう醜悪な病癖や異端的な思想が長い長い間私を苦しめたことはまことに言語に絶しておる。自己を極端に憎むことから私は一切のものを憎んだ。私は何者に対しても愛を感じることができなかった。愛なんてものについては考えてみることすらもできなかった。お前の罪が許された。 この言葉が伝行のごとく私の心にひらめいたのはほんの思いがけない一瞬時の出来事であった。罪が許されたということの喜びがどんなに深刻なものであるかということは到底私のぶっきらぼうの筆では書き表すことはできそうもない。ただ私はやたら無性に涙を流したばかりだ。そしてこの恋の主は ドストエフスキー先生であった。どういうわけでそれがドストエフスキー先生の声であったか、私自身にも全くわけがわからない。ただ、私の心が、その声を聞いた刹那。それは電光のように私の心をかすめていった。疑いもなく、あの大詩人の声であるということを直覚したのだ。私には、これに似た経験が以前にもたびたびある。 私の詩は大抵この不可思議な直角から来たものである。この刹那から私は全く信仰状態に陥った。とりも直さず大ドストフィスキー先生こそ私の唯一の神である。世界におけるたった一人の私の知器である。先生だけが私を知ってくださるのだ。 私の苦痛や私の人格の全部を理解してくださるのだ。堕落のどん底にもがいておる人間、どんな宗教でもどんな思想でも到底救うことのできない私という不幸なやつを、光と幸福に導いてくださる唯一の恩人であり聖母であるのだ。私は全く子供のようになって、先生の手にすがりついた。 そして涙にむせびながら一切の罪悪や苦痛を懺悔した。特に私のどうすることもできないし烈な本能と神経病的な良心の呵責について。大ドストフスキー先生は優しく私の心に手を置いてこう言われた。私はお前という不幸な人間をそこの底まで知り抜いておる。 お前の苦痛、お前の反悶、お前の求めておるものがすっかり私には分かっておる。思考して、お前はそのために少しも悲しむことはないのだ。お前は決して悪い性質を持った男ではないのだ。どうしてそれどころではないのだ。私はお前を心から気の毒に思っている。もしかすればお前は世界で一番善良な子供なのだ。はあ。 もう泣くことはない、泣くことはない。本当にお前は私のいじらしい子供だ。どんなに私が激しく椅子の上に泣き倒れたか、どんなに私が歓喜に震えたか、それはこの記事を読む人に推察してもらうより他にない。私が初めて先生を知ったのは、今から二三年以前のことである。 あの恐ろしい小説、罪と罰、白痴、カラマ・ーゾフの兄弟、死人の家などが、私にたまらないほど大きな慰安と感激と脅威と与えたことは言うまでもない。それらの書物には、私の一番苦しいこと、私はそれを神経質的良心と名付けている。が、驚くべき程度にまで洞察され、そして同情されている。 だから私はずっと以前から先生を世界第一の詩人だと思っていたしかし先生が私の救世主として現れてくるような奇跡があるとは全く思いがけなかった一体先生に限らず全ての近代の西洋人は私と共鳴する性格を多分に持っている日本人の仲間には一人として私の友人を求めることはできない 彼らは私とは全然違った肉体を持ってるような気がする。特に西洋人の中でも私はアンドレーフガルシンメーテル・リンクダン・ヌンチオアルチバセフポウ・メレーヌソロ・グープ・アレクセイ・トルストイ大・ダイトルストイは私とは共鳴がない。こういう人たちが好きである。こういう人たちの作品は 私に多くの慰安を与える。私が訴えようとしていること私が苦しんでいること私がつかもうとしていることそういうことをこの人たちは私が自分で言うよりはずっと鮮明にそして完全に言ってくれるこの人たちは皆私と同じ病院に住んで私と同じ疾患の苦痛のために泣き叫んでいる人たちであるもちろん私は 大ドストエフスキー先生もこうした仲間の一人として発見したしかし先生にはどこかみんなと違ったところがあるような気がしたみんなはよくしゃべりそしてよく騒ぐ苦痛のためであるとはいえしかるに先生だけはいつも黙って何かあるものを考えているように思われたそれが先生を一種の得体のわからない怪物のようにさえ思わせた 今にして思えばその得体のわからないあるものこそ実に先生の限り知られぬ愛であったのだ先生はどうにかしてみんなを救ってやりたいと考えておられたのだここが先生のみんなと違うところだったのだ私の神経が先生に接吻された感覚を起こしたのは全く思いがけない奇跡的な出来事であった なぜならば、その当時、私は久しい間、まるで先生の作物には手を触れずにいたし、先生のことなんかも少しも考えてはいなかったからだ。けれども、この事実の起こった少し前から、私は例の憂鬱に激しく悩まされていた。そして世界のどこかに自分を救ってくれる救世主のあることを無双していた。無理にもそう、 思わずにはいられなかったのだ。こんな具合であるから、私の信仰に入った動機は、全く理知や試作をたどった結果でなくして、いつもの試作の時と同じように、一種の霊感から感電したものに過ぎない。だからこれは、私自身にとっても不可解であって、到底言葉で説明することのできない問題である。一元にして言えば、 私私の感情が私を信仰に導いたのであったただそれだけである私はその時から先生を神と呼んだ一切の苦悩や罪悪はすっかり償われて大きな平和が私の善とを祝福しているように思われた先生に祈りさえすればどんな奇跡でもできるような気がした それほど大きな力が湧いてきたのだ。このキーな感覚はその時から三日ばかりも続いた。この三日の間というもの私は生まれてから経験のない絶大な幸福を感じていた。ところが一週間とたたないうちに白熱した金属が外気に触れるようにだんだん私の精神状態が元に帰っていった。 神だと信じた先生が偉大なる人間に変わってきたそして私の白熱した信仰体は一種の偉人崇拝体に化してしまったそれはもちろん赤熱したものであったとはいえ私は急に見捨てられた人のような寂しさを感じ始めたそれは酔いから覚めた寂しさでもあった その当時、喜びで有頂天になった自分の姿が、浅ましくも馬鹿らしくも思われた。あれはやっぱり一種の病熱から見た幻影に過ぎなかったのじゃないか。あれは何でもない錯覚の類じゃないのか。自分は喜劇を演じたのじゃなかったか。こういう疑問が私を皮肉的に嘲笑し始めた。私は二度、絶望と会議の、 暗い谷底へ投げ込ままれてしまった「その暗い谷底で私は髪の毛を握って歯を食いしめた」「もうとても助からないダメだ」と言った私はまさに観念の目を閉じようとしたけれども不思議なことには全てを投げ捨てた私の空虚の心にただ一つ何ともわからない謎が残っていた。 その謎は一種の力であった。しかもそれは以前の自分には全くなかったところのものであった。月光の夜に捕らえた青い鳥は日光の下には影も姿もなく消え失せていた。そして子供は何にもない空を一生懸命で握っていた。子供は全く失望した。けれどもその時から 子供の心には一種の感覚が残された。それは青い鳥を握った瞬間の力強い拳の感覚である。私の空虚の心に残された唯一のものがやはりそれであった。握った手の感覚であった。この感覚の記憶が私に一種の新しい勇気と力とを与えるのである。 もしもあのサタンがかつて一度でも天国に住んでいた経験がなかったならばサタンはあれほどまで必要にその野心についての確信と勇気等を保持していることはできないであろう握った手の感覚は今でも私に新鮮な勇気と希望等を与えるいつかは自分も幸福を体感することができるに違いないいつかは自分も 本当の愛を知ることができるに違いない。そして必ずいつかは神を信ずることができるに違いない。神を信ずることは人生の全目的であり、幸福の結論である。今では到底だめだ。思いもよらぬことではあるが、私が死ぬまでにはいつかは大丈夫であるという確信がある。それが私の力である。私はやっぱり、 殻を握っったたのではなかった今では私は先生を神とは思っていないしかし私をキリストに導くところの預言者ヨハネのように考えている先生は光そのものではないけれども光の実体を指し教えるところの先生である私のようなひねくれたそして近代科学や文明やのために 疾患体にされた人間には正直に光を見ることは不可能である。私は今でもキリストを憎んでいる。彼の教訓の前に私はだだっこのような反感を抱いている。どんな立派な思想でも、どんな深刻な教訓でも、私を根本から救うことはできない。しかるに先生だけは私を哀れんで救ってくださる。 私のの心に何かの種を落としてくださる私は私の心の中でその種を成長させることを楽しみにしている幸福の実態が愛であるという真理を私に教えてくださったのも先生であるたとえ伝行のような瞬間とはいえ先生が私の全てを抱擁してくださった時の歓喜は口にも筆にも 述べ尽くせないものがある「先生は私のためには単なる思想上の先輩ではなくして私の肉体の疾病にまで手をかけてくださるところの医師である。人間の良心というものは単に思想上から生まれた信念ではなくしてその人間の肉体から生まれるところの一種の奇異な感情である。 良心というものは言葉を変えて言えば神経である。少なくとも私のような人間にとってはそうである。良心は思想であり、神経は感情であるというように区別することから驚くべき誤解が生まれるのだ。先生は全てのことを知り抜いている。先生の前には人間は素っ裸で立たなければならない。本当に。 一人の人間を救うためには、その人間の肉体から先に救わなければならないのだ。思想なんてことはどうでもいいのだ。なぜならば、肉体を救うことは、その人間の神経を救うことであり、両親を救うことであるから。ああ、偉大なるドステフスキー先生。私はもうこの人の後さえついていけばいいのだ。そうすれば、遅かれ早かれ、 きっと私の行き継ぐところへ行くことができるのだ私の青い鳥を今度こそ本当に握ることができるのだ私はそれを信じて疑わないだから私はどんなに苦しくても我慢するそして私はもっと苦しまなければならないもっともっと自分の醜悪をむき出しにしなければならないのだ 終章期独身生活について独身生活をしてから十年近くになる人は寂しかろうと言ってくるが僕は別に寂しいとも不自由とも思わない寂しいと言えば僕は昔から同じように寂しいのであるアインザームという漢字人生孤独という漢字は昔結婚生活をしていた時でも 今と同じように強烈だった僕のような人間にとっておそらくこれは宿命的なものであり妻や家庭の有無とは関係がないその上僕には老年の母が達者でいて一切身の回りの世話をしてくれるので身辺的にも不自由を感じることはほとんどないただ少し困るのはセックスの問題だけだが 幸い日本の社会状態はこの点で男に都合よくできてるし、僕一人が和服の上にどてらを置き乱雑に取り散らした部屋の中で毎日これという仕事もなく熊のようにゴロゴロと寝転んでいた。アパートを出てからしばらく妹と二人きりで生活し、東京の借家をあちこちと転々していた。 そんな時でも僕はやはり独身の気軽さと自由さを楽しく思った。一番良いことは夜どんなに遅く帰宅してもいちいち行く先を質問されたり弁解したりする必要がなく勝手に帰って気ままに寝床に入れることであった。ただ妹と同居してからは前のアパートの時のように 知り合いの女やなじみの女給を勝手に呼び入れることができなくなった。前の時には知り合いの女たちがよくやってきて、時々部屋を掃除したり着物を畳たたんでくれたりした。それらの女たちは多くは貧しい水職業の女であったが皆僕に同情して親切によく世話をしてくれた。しかし一人の女も僕に惚れてはいなかったし。 僕の方でもまたそんな色気は持たなかったつまり若い女の干渉癖と母性愛とで僕のだらしのない孤独な生活を連憫し犠牲的な世話を焼いてくれるのだったもちろん性的の関係は少しもなく従って金をやった女もなかったしかし僕は今でもその愛すべき娘らのことを一人一人に よく覚えて懐かしく追加している妹と同居してから全てこれらの身辺用事は一切女中任せにすることにした僕は毎晩のように飲み歩いて大抵12時ごろ家に帰った結婚時代には妻が起きて門を開け一段着過ぎてから寝床に入った僕は家に入る時 たもとにあるだけのカフェのマッチを残らず道路に捨ててしまった。それは煩わしいことでもあったが、今となって考えれば、多少のわびしい追加いがないでもない。特に冬の寒い夜など、買い物をして家に帰るとき、ネギ買って、枯れ木の中を帰りけりというよさそんの句を口ずさんだりした。家に遅く、 妻や子供が待っていて路辺の日が赤々と燃え食事の支度ができていることを考えると冬の凍りつく夜空の下でも何かしら心に温かい糞が燃え家庭生活の美しいぬくもりが感じられる今の独身生活ではこのぬくもりを感じさせるものが全くないそしてただ今の僕には それだだけが寂しいのすべての歌人が寝てしまった真っ暗な寒い家の中で一人でこっそり帰って眠るよりはやはり妻とやきもちげんの一談義して和解の寝酒を尺させながら眠る方がうるさくとも楽しかったと思うのである」。「僕の枕元にはいつも母の作った握り飯が置いてあると。 室尾再生君が僕の私生活を暴いて書いているが夜中にただ一人冷たい握り飯を食う心境は独身者でなければわからない悲哀であるしかしいろいろな利害を差し引きしてやはり僕は今の独身生活の方が良いと思うそれは一つには僕の過去の結婚生活が不幸な破滅に終わったほど 異例な特殊的のものであったためか知れない。僕の前の妻は決してどんな意味からも性の悪い女ではなかった。反対にむしろ極めて善良な、そして単純すぎることによって子供らしく、いわばイグノランスの純朴性を持ったところの多少変質的で比類型的の女であった。僕は前の妻から、 時にしばしばばドスストエフスキーの成人白磁の美徳を連想したどんな場合においてもそれは決して憎むことのできない女であったしかしその白痴美には無意酒筋講釈に見るような大技と感性のデリカシーが欠乏していた彼女は極めて激しやすく怒りやすい女であった僕の言葉の一語一語に反抗し いつも荒々しく大声でわめき立てたそして激するたびに器物を投げた子供は常に平手で殴られママ子のようにヒーヒーと泣き続けたそのため家の中は大騒動でいつも人間のわめき声と器物の壊れる音とで自身のようにガラガラしていたそうした 大騒動の家なりの中を彼女は鼻歌を歌いながら蓄音機のジャズに合わせて畑がけをするのであったこうした妻を教育するため僕は随分苦心をした何よりも第一に粗暴性を強制することが急務だと思ったそしてこの目的からは上層にデリカシーを与えもう少ししとやかな女らしい女にするのが良いと思った 実際彼女は普通の年頃の娘たちが知ってるはずのごく当たり前の化粧法や身だしなみさえも知らなかった。そこで東京へ移ってから僕は勤めて妻をいろいろな場所へ連れて行った。芝居にも活動写真にも百貨店にもそれから特に多くの娘や霊婦人やが集まってる会合などへ。だが全ての努力は無駄であった。 妻は若い男にばかり興味を持って同性のしとやかな挙動や優美な風俗についてはほとんど全く無関心だったそこで最後に偶然の機会からダンスホールに連れて行った妻はダンスを習い始めたそこで意外な奇跡が起こったその時以来彼女は急に一変して髪の形に苦心し,んし衣装の選択に趣味を持ち化粧法が巧みになり すべての挙動が女らしくコケティッシュになってきた彼女は見違えるほどきれいになった僕は自分の成功を喜んだだが次に来たものはもっと通説な開墾だったなぜなら初めて性に目覚めた中年女はダンスで知り合った若い男とほとんど誰彼の区別なく交際し公然と僕の家庭に引っ張り込んだ しかもその大部分は得体のわからぬ男どもで不良学生や検討の選手などがたくさんにいたそうした取り巻きの男を共に連れて妻は夜遅く家に帰ってきたそして二階に寝ている僕を起こし自分を送ってくれてきた人々に対し一言の礼を挨拶せよというのである僕は世にも情けない思いをしながらしぶしぶ妻の言う通りにした でなければ大声で喚き立てて近所隣へ家庭の醜態を晒すことになるからである。僕は日増しに不幸になった。だがそれにもかかわらず心から妻を怒る気になれなかった。なぜなら彼女は事故のなしている行為に対して少しも悪という意識を持たずまたその反省もなかったからだ。 あらゆる意味において彼女は天真爛漫であり少しの邪気も秘密も知らず真にイグノランスそのものだった人妻である女が夫の前で異性の男と違議するのがどうして悪いかこの道理はいくらと言いても妻に理解できなかった僕は自分の女房教育を開墾したそして同時にソクラテスのあの有名な 逆説を考えていた悪と知って悪をするは知らずしてなすに勝る。だが最後についに許すことのできない日が来た。僕の田舎に行ってる留守の間に一人の若い男を家に引き入れ一週間も同宿させていたのである。その間中子供は家を追い出されて隣家の人の世話になってた。 僕が旅行から帰宅した時子供たちは泥だらけになり宿なし犬のような様子をして二人で道端に戯れていたそれを見た時さすがに僕の心の中に明瞭しがたい憤怒が湧いた僕は生まれて初めて妻を殴った全身の怒りと憎悪を込めてただ一度きり力いっぱい殴りつけたそしてその時以来 妻の心は完全に僕を離れたショーペンハウエルによれば真の崇高な霊魂と刑事条学を持っている人間すなわち詩人と哲学者とは本来皆独身生活をするようにあらかじめ宿命づけられているのだそうであるしてみれば僕もこの宿命的の決定から今の境遇に帰着したものであって これが本のの生活かもかもわらないのだ。実際に歴史を見ても地名の哲学者の大部分は独身だったし西洋の有名な詩人も多くまた独身だった。日本でも芭蕉や武村の大廃人は事実上において独身だったし人丸のような多情の歌人は西洋のバイロンやハイネと同じく。 いくたの愛人丈夫と関係しながら正規的な結婚生活をしなかったりまたそれで皆失敗しているつまり詩人や哲学者のごとき性格は俗社会の常識が制度した結婚生活に対して何らか適応しないものがあるのだろういつもの瞑想にふけりながら自家の窓の下を商用していたソクラテスが その上に頭からバケツの水を浴びせかけられて妻に大声で怒鳴りつけられ「雷鳴のあとに衆があるのは自然の理だ」と言ったという話はしゃれがあまりによくできすぎて疑わしいがいかにもソクラテスらしい風貌を表彰している。僕などもこの点は同類以でいくら妻から大声で怒鳴りつけられても 大抵の場合は無頓着に平然としていたなぜなら雷鳴が過ぎた後では天気晴朗になるに決まっているからだところが女性である妻にとっては何よりこの無頓着が気に入らないのだやはり一緒になって怒鳴り返しげんこつの一つもくれる夫の方が頼もしいのだ妻がよく言った僕への不満は何を言っても張り合いがなく 無頓着にぼんやりしているということだったそこで女の方では一層イライラしてヒステリックになりますます山の神的凶暴性を帯びてくるのだ古来哲学者や詩人の妻がほとんど皆反中的に漢譜型で亭主をすりこぎで殴る敵なのもこの原理から自然に演疫ができるのであるしてみれば 僕の前の妻の場合も、素質的なものを除外として、破れ鏡の責任がどっちにあったかわからないのだ。今は夜、そして僕は独身である。窓の外には虫がなく、枕元には暗いランプが灯っている。一人この終夜に目覚めて、寝床の中で腹ばいながら、鉛筆の芯を削ってこれを描いてる僕なのである。 妻はよく僕に向かってせめて菊池菅くらいの分子になれたらと口論の度ごとに嘲笑したその頃から見ると今の僕は多少世間的にも有名になり収入の点でも楽になったしかし僕は一生菊池菅のような名士になれそうもなくまた自分でもなりたいとは思わないだがそれにもかかわらず 別れた妻の言葉を思い出すごとに何かの切々たる愛称が心に迫り人生孤独の無情感が焼きつくごとく胸にうずいてくるのはどうしたわけか自分は永久にそれは知らない」。 萩原作太郎詩集月に吠えるいとこ萩原英二氏に捧ぐ女詩の表現の目的は単に情長のための情聴を表現することではない幻覚のための幻覚を描くことでもない同時にまたある種の思想を 宣伝演することのためでもない死の本来の目的はむしろそれらのものを通じて人身の内部に扇動するところの感情そのものの本質を凝視しかつ感情を盛んに流露させることである死とは感情の神経をつかんだものである生きて働く心理学であるすべての良い助教師には 理屈や言葉で説明することのできない一種の美観が伴うこれを詩の匂いという人によっては気因とか気品とかいう匂いは詩の主眼とする陶水的気分の要素である従ってこの匂いの希薄な詩は陰文としての価値の少ないものであっていわば香味を欠いた酒のようなものである こういういい酒を私は好まない詩の表現は素朴くなれ詩の匂いは芳醇でありたい。私の詩の読者に望むところは詩の表面に現れた概念や事柄ではなくして内部の核心である感情そのものに感触してもらいたいことである。私の心の悲しみ喜び寂しみ恐れ。 その他言葉や文章では言い表しがたい複雑した特殊の感情を私は自分の詩のリズムによって表現するしかしリズムは説明ではないリズムは一心伝心であるそのリズムを無言で感知することのできる人とのみ私は手を取って語り合うことができる「どういうわけで嬉しい?」という質問に対して 人は容易にその理由を説明することができるけれども「どういう具合に嬉しい?」という問いに対しては何人もたやすくその心理を説明することはできない。主に人間の感情というものは極めて単純であって同時に極めて複雑したものである。極めて普遍性のものであって同時に極めて個性的な得意なものである。どんな場合にも 人が事故の感情を完全に表現しようと思ったら、それは容易の技ではない。この場合には言葉は何の役にも立たない。そこには音楽と詩があるばかりである。私は時々不幸な狂水描写のことを考える。あの病気にかかった人間は非常に水を恐れるということだ。コップに盛った一杯の水が絶足するほど恐ろしいというようなことは、 どんななににしても我々には想像の及ばないことであるどういうわけで水が恐ろしいどういう具合に水が恐ろしいこれらの真理は我々にとってはただ不可思議旋盤のものというのほかはないけれどもあの患者にとってはそれが何よりも真実な事実なのであるそしてこの場合にもしその患者自身が何らかの必要に迫られて この苦しい実感を傍人に向かって説明しようと試みるならばそれは随分ありそうに思われることだもし傍人がこの病気について特殊の知識を持たなかった場合には彼に対してどんな残酷ないたずらが行われないとも限らないこんな場合を考えると私は先立せずにはいられない患者自身はどんな手段を取るべきであろう おそらくはどのような言葉の説明をもってしてもこのキーな感情を表現することはできないであろう。けれどももし彼に詩人としての才能があったらもちろん彼は詩を作るに違いない。詩は人間の言葉で説明することのできないものまでも説明する。詩は言葉以上の言葉である。狂酔描写の例は極めて得意の例である。けれどもまた同時に 極めてあありふれた例でもある。人間は一人一人に違った肉体と違った神経と思っている我の悲しみは彼の悲しみではない彼の喜びは我の喜びではない人は一人一人ではいつも永久に永久に恐ろしい孤独である原始以来神は幾億万人という人間を作ったけれども全く同じ顔の人間を 決して二人とは作りははしなかった。人は誰でも単位で生まれて永久に単位で死ななければならない。とはいえ我々は決してぽつと切り離された宇宙の単位ではない。我々の顔は我々の皮膚は一人一人にみんな異なっている。けれども実際は一人一人にみんな同一のところを持っているのである。この共通を人間同士の間に発見する時。 人類間の道徳と愛とが生まれるのであるこの共通を人類と植物との間に発見するとき自然間の道徳と愛とが生まれるのであるそして我々はもはや永久に孤独ではない私はこの肉体とこの感情とはもちろん世界中で私一人しか所有していないまたそれを完全に理解している人も私一人しかない これは極めて、極めて得意な性質を持ったものである。けれども、それはまた同時に、世界の何人にも共通なものでなければならない。この得意にして共通なる古語の感情の焦点に、シイカの本当の喜びと秘密性とが存在するのだ。この道理を離れて、私は自ら詩を作る意義を知らない。詩は一瞬間における霊地の産物である。 普段に持っているところのある種の感情が電流体のごときものに触れて初めてリズムを発見する。この電流体は詩人にとっては奇跡である。詩は予期して作られるべきものではない。以前私は詩というものを神秘のように考えていた。ある霊妙な宇宙の精霊と人間の英知との高齢作用のようにも考えていた。あるいはまた、 不可思議な自然の謎を解くための鍵のようにも思っていたしかし今から思うとそれは笑うべき迷信だった「人は決してそんな奇怪な鬼のようなものではなく実はかえって我々とは親しみやすい兄弟や愛人のようなものである私どもは時々不遇な子供のようないじらしい心で部屋の暗い片隅にすすり泣きをする」 そういときぴったりと肩に寄り添いながら触れる自分の心臓の上に優しい手を置いてくれる乙女があるその看護婦の乙女が死である私は死を思うと激しい人間の悩みとその喜びとを感じる死は神秘でも象徴でも鬼でもない死はただやめる魂の所有者と孤独者との寂しい慰めである 死を思う時私は人情のいじらしさに自然と涙ぐましくなる。過去は私にとって苦しい思い出である。過去は焦燥と無意と悩める新肉との不吉な悪夢であった。月に吠える犬は自分の影に怪しみをそれて吠えるのである。疾患する犬の心に月は青白い幽霊のような不吉の謎である。 犬は遠吠えをする私は私自身の陰鬱な影を月夜の地上に釘付けにしてしまいたい影が永久に私の後を追ってこないように萩原作太郎「終章期独身生活について」「独身生活をしてから10年近くになる人は寂しかろうと言ってくるが 僕は別に寂しいとも不自由とも思わない。寂しいといえば僕は昔から同じように寂しいのである。アインザームという漢字人生孤独という漢字は昔結婚生活をしていた時でも今と同じように強烈だった。僕のような人間にとっておそらくこれは宿命的なものであり妻や家庭の有無とは関係がない。 その上僕には老年の母が達者でいて一切身の回りの世話をしてくれるので身辺的にも不自由を感じることはほとんどないただ少し困るのはセックスの問題だけだが幸い日本の社会状態はこの点で男に都合よくできてるし僕一人が和服の上に土寺を着乱雑に取り散らした部屋の中で 毎日これという仕事もなく熊のようにゴロゴロと寝転んでいたアパートを出てからしばらく妹と二人きりで生活し東京の借家をあちこちと転々していたそんな時でも僕はやはり独身の気軽さと自由さを楽しく思った一番良いことは夜どんなに遅く帰宅してもいちいち 行く先を質問されたり弁解したりする必要がなく勝手に帰って気ままに寝床に入れることであったただ妹と同居してからは前のアパートの時のように知り合いの女やなじみの女給を勝手に呼び入れることができなくなった前の時には知り合いの女たちがよくやってきて時々部屋を掃除したり着物を畳んでくれたりした それらの女たちは多くは貧しい水職業の女であったが皆僕に同情して親切によく世話をしてくれたしかし一人の女も僕に惚れてはいなかったし僕の方でもまたそんな色気は持たなかったつまり若い女の干渉癖と母性愛とで僕のだらしのない孤独な生活を憐憫し 犠牲的な世話を焼いてくれるのだったもちろん性的の関係は少しもなく従って金をやった女もなかったしかし僕は今でもその愛すべき娘らのことを一人一人によく覚えて懐かしく追加している妹と同居してから全てこれらの身辺幼児は 一切女中任せににすることにした僕は毎晩のように飲み歩いて大抵12時ごろ家に帰った結婚時代には妻が起きて門を開け一段着過ぎてから寝床に入った僕は家に入る時たもとにあるだけのカフェのマッチを残らず道路に捨ててしまったそれは煩わしいことでもあったが今となって考えれば 多少のしいいいがななでもない特に冬の寒い夜など買い物して家に帰る時ネギ買って枯れ木の中を帰りけりというよさ不存の句を口ずさんだりした家に遅く妻や子供が待っていて路辺の日が赤々と燃え食事の支度ができていることを考えると冬の凍りつく 夜空の下でも何かしら心に温かい糞が燃え家庭生活の美しいぬくもりが感じられる今の独身生活ではこのぬくもりを感じさせるものが全くないそしてただ今の僕にはそれだけが寂しいのだすべての歌人が寝てしまった真っ暗な寒い家の中で一人でこっそり帰って眠るよりは やはり妻とやきもち原んの一段着して和解の寝酒をしさせながら眠る方がうるさくとも楽しかったと思うのである僕の枕元にはいつも母の作った握り飯が置いてあると室生再生君が僕の私生活を暴いて書いているが夜中にただ一人冷たい握り飯を食う心境は 独身者ででななければわからない悲哀であるしかしいろいろな利害を差し引きしてやはり僕は今の独身生活の方が良いと思うそれは一つには僕の過去の結婚生活が不幸な破滅に終わったほど異例な特殊的なものであったためか知れない僕の前の妻は決してどんな意味からも性の悪い女ではなかった 反対にむしろ極めて善良な、そして単純すぎることによって子供らしく、いわばイグノランスの純朴性を持ったところの多少変質的で、ひるい型的の女であった。僕は前の妻から、時にしばしばドストエフスキーの聖人、白地の美徳を連想した。どんな場合においてもそれは決して憎むことのできない女であった。 しかしその白びには無意酒金公釈に見るような恩旺さと感性のデリカシーが欠乏していた彼女は極めて激しやすく怒りやすい女であった僕の言葉の一語一語に反抗しいつも荒々しく大声でわめき立てたそして激するたびに器物を投げた子供は常に平手で殴られ ママ子のようにヒーヒーと泣き続けた。そのため家の中は大騒動で、いつも人間のわめき声と器物の壊れる音とで自身のようにガラガラしていた。そうした大騒動の家なりの中を、彼女は鼻歌を歌いながら蓄音機のジャズに合わせて畑がけをするのであった。こうした妻を教育するため、 僕はずいぶん苦心をした何よりも第一に粗暴性を強制することとが急務だと思ったそしてこの目的からは上層にデリカシーを与えもう少ししとやかな女らしい女にするのが良いと思った実際彼女は普通の年頃の娘たちが知ってるはずのごく当たり前の化粧法や身だしなみさえも知らなかった。 そこで東京へ移ってから僕は勤めて妻をいろいろな場所へ連れていった芝居にも活動写真にも百貨店にもそれから特に多くの娘や霊婦人やが集まってる会合などへだが全ての努力は無駄であった妻は若い男にばかり興味を持って同性のしとやかな挙動や優美な風俗についてはほとんど全く無関心であった そこで最後に偶然の機会からダンスホールに連れて行った。妻はダンスを習い始めた。そこで意外な奇跡が起こった。その時以来彼女は急に一変して、髪の形に苦心し,し、衣装の選択に趣味を持ち、化粧法が巧みになり、すべての挙動が女らしくコケティッシュになってきた。彼女は見違えるほど綺麗になった。僕は自分の成功を喜んだ。 だが次に来たものはもっと通説な「開墾」だったなぜなら初めて性に目覚めた中年女はダンスで知り合った若い男とほとんど誰彼の区別なく交際し公然と僕の家庭に引っ張り込んだしかもその大部分は得体のわからぬ男どもで不良学生や健闘の選手などがたくさんにいたそうした取り巻きの男を共に連れて 妻は夜遅く家に帰ってきた。そして2階に寝ている僕を起こし自分を送ってくれてきた人々に対し一言の礼を挨拶せよというのである僕は世にも情けない思いをしながらしぶしぶ妻の言う通りにした出なければ大声でおめき立てて近所となりえ家庭の集態を晒すことになるからである。 僕はにに不幸になった。だがそれにもかかわらず心から妻を怒る気になれなかったなぜなら彼女は事故のなしている行為に対して少しも悪という意識を持たずまたその反省もなかったからだあらゆる意味において彼女は天真爛漫であり少しの邪気も秘密も知らず真にイグノランスそのものだった。 人妻である女が夫の前で異性の男と知義するのがどうして悪いか、この道理はいくらといても妻に理解できなかった。僕は自分の女房教育を開墾した。そして同時にソクラテスのあの有名な逆説を考えていた。悪と知って悪をするは知らずしてなすに勝る。 だが最後についに許すことのできない日が来た僕の田舎に行ってる留守の間に一人の若い男を家に引き入れ一週間も同宿させていたのであるその間中子供は家を追い出されて林家の人の世話になってた僕が旅行から帰宅した時子供たちは泥だらけになり 宿なし犬のような様子をして二人で道端に戯れていたそれを見た時さすがに僕の心の中に明瞭しがたい憤怒が湧いた僕は生まれて初めて妻を殴った全身の怒りと憎悪を込めてただ一度きり力いっぱい殴りつけたそしてその時以来妻の心は完全に僕を離れた ショーペン・ハウエルによれば真の崇高な霊魂と刑事条学を持っている人間すなわち詩人と哲学者とは本来皆独身生活をするようにあらかじめ宿命づけられているのだそうである。してみれば僕もこの宿命的の決定から今の境遇に帰着したものであってこれが本然の生活かもわからないのだ。実際に歴史を見ても、 地名の哲学者の大部分は独身だったし西洋の有名な詩人も多くまた独身だった。日本でも場所や武村の大肺人は事実上において独身だったし人丸のような多情の歌人は西洋のバイロンやハイネと同じく幾多の愛人丈婦と関係しながら正規的な結婚生活をしなかったりまたそれで皆失敗している。 つまり詩人や哲学者のごとき性格は俗社会の常識が制度した結婚生活に対して何らか適応しないものがあるのだろう。いつもの瞑想にふけりながら自家の窓の下を商用していたソクラテスがその上に頭からバケツの水を浴びせかけられて妻に大声で怒鳴りつけられ雷鳴の後に衆があるのは自然の理だ。 と,言ったという話は洒落があまりによくできすぎて疑わしいがいかにもソクラテスらしい風貌を表彰している僕などもこの点は同類以でいくら妻から大声で怒鳴りつけられても大抵の場合は無頓着に平然としていたなぜなら雷鳴が過ぎた後では天気晴朗になるに決まっているからだところが 女性である妻にとっては、何よりこの無頓着が気に入らないのだ。やはり一緒になって怒鳴り返し、原骨の一つもくれる夫の方が頼もしいのだ。妻がよく言った僕への不満は、何を言っても張り合いがなく、無頓着にぼんやりしているということだった。そこで女の方では一層イライラして、ヒステリックになり、ますます山の神的凶暴性を、 帯びてくるのだ古来哲学者や詩人の妻がほとんど皆範中的に漢譜型で亭主をすりこぎで殴る敵なのもこの原理から自然に演液ができるのである。してみれば僕の前の妻の場合も素質的なものを除外として破れ鏡の責任がどっちにあったかわからないのだ。 今は夜そして僕は独身である窓の外には虫がなく枕元には暗いランプが灯っている一人この終夜に目覚めて寝床の中で腹ばいながら鉛筆の芯を削ってこれを描いてる僕なのである妻はよく僕に向かってせめて菊池菅くらいの文子になれたらと口論の度ごとに嘲笑した その頃から見ると今の僕は多少世間的にも有名になり収入の点でも楽になった。しかし僕は一生聞く時間のような名士になれそうもなくまた自分でもなりたいとは思わない。だがそれにもかかわらず別れた妻の言葉を思い出すごとに何かの切々たる愛称が心に迫り人生孤独の無情感が 焼き付くごとく胸にうずいてくるのはどうしたわけか自分は永久にそれは知らない「猫町三分詩風なロマンハエをたたきつぶしたところでにハエの現象をつぶしたばかりだショーペン・ハウエル1旅へのいざないが次第に私の 空想から消えていった昔はただそれの表彰汽車や汽船や見知らぬ他国のまちまち屋をイメージするだけでも心が躍ったしかるに過去の経験は旅が単なる同一空間における同一事物の移動に過ぎないことを教えてくれたどこへ行ってみても同じような人間ばかり住んでおり 同じような村や町屋で同じような単調な生活を繰り返している田舎のどこの小さな町でも商人は店先でそろばんをはじきながら終日白っぽい往来を見て暮らしているし管理は役所の中でタバコを吸い昼飯の際のことなど考えながら来る日も来る日も同じように味気ない単調な日を暮らしながら 次第に年いいててく人生を眺めている旅への誘いは私の披露した心の陰にとある空き地に生えた青霧みたいな無限の退屈した風景を映像させどこでも同一性の法則が反復している人間生活への味気ない犬猿を感じさせるばかりになった私はもはやどんな旅にも 興味とロマンスをなくしてしてまった久しい前から私は私自身の独特な方法による不思議な旅行ばかりを続けていたその私の旅行というのは人が時空と因果の外に飛翔しうる唯一の瞬間すなわちあの夢と現実との境界線を巧みに利用し 主観のの構成するる自由な世界に遊ぶのであると言ってしまえばもはやこの上私の秘密について多く語る必要はないであろうただ私の場合は用具や設備に面倒な手数がかかりかつ日本で入手の困難なアヘンの代わりに簡単な注射や服用で済むモルヒネコカインの類を多く用いたということだけを付記しておこう。 そうした麻酔によるエクスタシーの夢の中で私の旅行した国々のことについてはここに詳しく述べる余裕がないだが大抵の場合私はカエルどもの群がってる昇拓地方や極地に近くペンギン町のおる宴会地方などを崩壊したそれらの夢の景色の中ではすべての色彩が 鮮やかな原色をして海も空もガラスのように透明な真っ青だった冷めての後にも私はそのビジョンを記憶しておりしばしば現実の世界の中で異様の錯覚を起こしたりした薬物によるこうした旅行はだが私の健康をひどく害した私は日々に憔悴し血色が悪くなり 皮膚が水に淀んでしまった私は自分の養生に注意し始めたそして運動のための散歩の途上である日偶然私の風変わりな旅行壁を満足させおる一つの新しい方法を発見した私は医師の指定してくれた注意によって毎日家から4五5 0三30分から1時間くらいの付近を散歩していた。 その日もやはりいつも通りに普段の散歩区域を歩いていた私の通る道筋はいつも同じように決まっていただがその日に限ってふと知らない横丁を通り抜けたそしてすっかり道を間違え方角をわからなくしてしまった元来私は磁石の方角を直角するカンカン機能に 何かの著しい欠陥を持った人間である。そのため道の覚えが悪く、少し慣れない土地へ行くとすぐ迷子になってしまった。その上私には道を歩きながら瞑想にふける癖があった。途中で知人に挨拶されても少しも知らずにいる私は、時々自分の家のすぐ近所で迷子になり、人に道を聞いて笑われたりする。 かつて私は長く住んで僕の枕元にはいつも母の作った握り飯が置いてあると、室夫再生君が錯誤からすぐ目の前にある門の入り口がどうしても見つからなかったのである。歌人は私がまさしく狐に化かされたのだと言った。狐に化かされるという状態はつまり心理学者の言う 三半のの疾病であるのだろうなぜなら学者の説によれば方角を知覚する特殊の機能は耳の中にある三半規管の作用だということだから。四字はとにかく私は道に迷って困惑しながら当て随寮で見当をつけ家の方へ帰ろうとして道を急いだ。そして樹木の多い郊外の屋敷町を 幾度かぐるぐる回った後でふとある賑やかな往来へ出た。それは全く私の知らないどこかの美しい街であった。街路は清潔に掃除されて、戸石がしっとりと露に濡れていた。どの商店も小綺麗にさっぱりして、磨いたガラスの飾り窓には様々の珍しい商品が並んでいた。カフェの軒には 果樹が茂り町に日陰のある城主を添えていた四つ辻の赤いポストも美しくタバコ屋の店におる娘さえも暗図のように明るくて可憐であったかつて私はこんな城主の深い町を見たことがなかった一体こんな町が東京のどこにあったのだろう私は地理を忘れてしまったしかし時間の計算から それが私の家の近所であること、徒歩で半時間くらいしか離れていない、いつもの私の散歩区域、もしくはそのすぐ近い範囲にあることだけは確実に疑いなくわかっていた。しかもそんな近いところに、今まで少しも人に知れずに、どうしてこんな町があったのだろう。私は夢を見ているような気がした。 それが現実の街ではなくって幻灯の幕に映った影絵の街のように思われただがその瞬間に私の記憶と常識が回復した気が付いてみればそれは私のよく知ってる近所のつまらなかったそこで東京へ移ってから僕は勤めて妻を四つ辻にポストが立ってタバコ屋には異病の娘が座っている そして店々の飾り窓にはいつもの流行遅れの商品が誇りっぽくあくびをして並んでいるしカフェの軒には田舎らしく造花のアーチが飾られている何もかも全て私が知ってる通りのいつもの退屈な街に過ぎない一瞬間のうちにすっかり印象が変わってしまったそしてこの魔法のような不思議の変化は 単に私が道に迷って方位を錯覚したことにだけ原因している。いつも町の南外れにあるポストが反対の入り口である北に見えた。いつもは左側にある街路の超下が逆に右側の方へ移ってしまった。そしてただこの変化が全ての町を珍しく新しいものに見せたのだった。 その時私は未知の錯覚した街の中である商店の看板を眺めていたその全く同じ看板の絵をかつてどこかで見たことがあると思ったそして記憶が回復された一瞬時に全ての方角が逆転したすぐ今まで左側にあった往来が右側になり北へ向かって歩いた自分が南に向かって歩いていることを発見した その瞬間磁石の針がくるりと回って東西南北の空間地位がすっかり逆に変わってしまった同時に全ての宇宙が変化し減少する町の城主が全く別のものになってしまったつまり前に見た不思議の町は磁石を反対に裏返した宇宙の逆空間に実在したのであった この偶然の発見から私は恋に方位を錯覚させてしばしばこのミステリーの空間を旅行しまった時にまたこの旅行は前に述べたような欠陥によって私の目的に都合がよかっただが普通の健全な方角近くを持ってる人でも時にはやはり私と同じくこうした特殊の空間を経験によってみたであろう例えば諸君は 夜遅く家へ帰る汽車に乗ってる。はじめ停車場を出発した時汽車はレールをまっすぐに東から西へ向かって走っている。だがしばらくするうちに諸君はうたた寝の夢から覚める。そして汽車の進行する方角がいつの間にか反対になり西から東へと逆に走ってることに気がついてくる。諸君の理性は決してそんなはずがないと思う。 しかも、知覚上の事実として、記者は確かに反対に諸君の目的地から遠ざかっていく。そうしたとき、試みに窓から外を眺めて見たまえ、いつも見慣れた途中の駅や風景やがすっかり珍しく変わってしまって、記憶の一辺さえも浮かばないほど全く別の違った世界に見えるだろう。だが最後に到着しいつものプラットフォームに降りたとき、 初めて諸君は嫁から覚め、現実の正しい方位を認識する。そして一旦それが分かれば、初めに見た異常の景色や事物やは、何でもない平常通りの見慣れたつまらないものに変わってしまう。つまり、一つの同じ景色を、初めに諸君は裏側から見、後には平常の習慣通り、再度、正面から見たのである。 このように一つのものが視線の方角を変えることで二つの別々の面を持っていること同じ一つの現象がその隠された秘密の裏側を持っているということほどメタフィジックの神秘を包んだ問題はない私は昔子供の時壁にかけた額の絵を見ていつも熱心に考え続けた一体この額の景色の裏側には どんな世界が秘密に隠されているのだろうと。私は幾度か、額を外し、油絵の裏側を覗いたりした。そしてこの子供の疑問は、大人になった、今日でも、長く私の解き難い謎になってる。次に語る一つの話も、こうした私の謎に対して、 あるるるを暗示する鍵になってる読者にしてもし私の不思議な物語からして事物と現象の背後に隠れているところのある第四次元の世界景色の裏側によくできすぎて疑わしいがいかにもソクラテスらしい風貌を一切は真実である。だが諸君にしてもしそれを仮想しえないとするならば 私の現実に経験した次の事実も所詮はモルヒネ中毒に中枢を課された一詩人の取り留めもないデカダンスの幻覚にしか過ぎないだろう。とにかく私は勇気を振るって書いてみよう。ただ小説家でない私は脚色や思考によって読者を面白がらせる術を知らない。私の成しうることは 「ただ自分の経験した事実だけを報告の記事に書くだけである」「2その頃私は北越地方の K という温泉に滞留していた9月も末に近く彼岸を過ぎた山の中ではもうすっかり秋の季節になっていた都会から来た 秘書客はすでに皆帰ってしまって後には少しばかりの当事客が静かに病を養っているのであった秋の日陰は次第に深く旅館のわびしい中庭には木々の落ち葉が散らばっていた私はフランネルの着物を着て一人で裏山などを散歩しながら所在のない日々の日課を過ごしていた 私のいる温泉地から少しばかり離れたところに三つの小さな町があった。いずれも町というよりは村というほどの小さな部落であったけれどもその中の一つは相当にこじんまりした田舎町で一通りの日常品も売っているし都会風の飲食店なども少しはあった。温泉地からそれらの町へはいずれも直通の道路があって。 毎日定期の乗り合い馬車が往復していた特にその半家な湯町へは小さな軽便鉄道が敷設されていた私はしばしばその鉄道で町へ出かけて行って買い物をしたり時にはまた女のいる店で酒を飲んだりしただが私の実の楽しみは軽便鉄道に乗ることの途中にあった その玩具のような可愛い汽車は、落葉樹の林や谷合の見える山海屋をうねうねと曲がりながら走っていった。ある日私は京弁鉄道を途中で下車し、徒歩で夕町の方へ歩いていった。それは見晴らしの良い峠の山道を一人でゆっくり歩きたかったからであった。 道はレールに沿いながら心が踊ったしかるに過去の経験は秋草の花が咲き赤土の肌が光り切られた樹木が横たわっていた私は空に浮かんだ雲を見ながらこの地方の山中に伝説している古い皇妃のことを考えていた外して文化の程度が低く 原始民族のタブーと名刺に包まれているこの地方には実際いろいろな伝説や公費があり今でもなお多数の人々は真面目に信じているのである現に私の宿の女中や近所の村から当時に来ている人たちは一種の恐怖と嫌悪の感情とで私にさまざまなことを話してくれた彼らの語るところによれば ある部落の住民は犬神に疲れておりある部落の住民は猫神に疲れている犬神に疲れたものは肉ばかりを食い猫神に疲れたものは魚ばかり食って生活しているそうした得意な部落を称してこの辺の人々は月村と呼び一切の交際を避けて忌み嫌った。久しい前から 私は私自身の人を選んで祭礼をするその祭りの様子は彼ら以外の普通の人には全く見えないまれに見てきた人があってもなぜか口をつぐんで話をしない彼らは特殊の魔力を有し書印のわからぬ莫大な財産を隠しているとうとうこうした話を聞かせた後で 人々はまた追加していった。現にこの種の部落の一つはつい最近までこの温泉場の付近にあった。今ではさすがに解消して住民はどこかへ散ってしまったけれどもおそらくやはりどこかで秘密の集団生活を続けているに違いない。その疑いない証拠として現に彼らのオクラマシンの正体を見たという人があると。 こうした人々の談話の中には農民一流の顔面さが主張づけられていたいやでもでも彼らは自己の迷信的恐怖と実在性と私に強制しようとするのであっただが私は別の違った興味でもって人々の話を面白く傾聴していた日本の諸国にあるこの種の部落的タブーはおそらく風俗習慣後 ことにした外国の移住民や貴家人やを先祖の内髪に持つ者の子孫であろうあるいは多分もっと確実な推測としてキリシタン宗徒の隠れた集合的部落であったのだろうしかし宇宙の間には人間の知らない数々の秘密がある保冷師匠が言うように理智は何事をも知りはしない 理事は全てを常識化し神話に通俗の解説をする。しかも宇宙の隠れた意味は常に通俗以上であるだから全ての哲学者は彼らのキュウリの最後に来て毎日家から4五5 0兆30分から1時間くらいする超常識の宇宙だけが真のメタフィジックの実在なのだこうしたシーンにふけりながら 私は一人秋の山道を歩いていたその細い山道は経路に沿って林の奥へ消えていった目的地への道しるべとして私が唯一の頼りにしていた汽車の軌道はもはやどこにも見えなくなった私は道をなくしたのだ迷い後瞑想から覚めた時に私の心に浮かんだのは この心細い言葉であった私は急に不安になり道を探そうとして慌て出した私は後へ引き返して逆に最初の道へ戻ろうとしたそして一層地理を失い多岐に分かれた迷路の中へ抜き差しならず入ってしまった山は次第に深くなり小道はいばらの中に消えてしまった虚なしい時間が経過してゆき 一人の木こりにも会わなかった私はだんだん不安になり犬のように焼走しながら道をぶしても見つからなかったのである歌人は私がまさしく狐の足跡のはっきりついた一つの細い山道を発見した私はその足跡に注意しながら次第に麓の方へ下っていったどっちの麓へ降りようとも 人家のあるところへ月さえすればとにかく安心ができるのである。幾く時間かのあと私は麓へ到着した。そして全く思い で私はすべての印象を反対に磁石のあべこべの地位で眺め上下四方前後左右の逆転した第四次元の別の宇宙景色の裏側を見たのであったつまり通俗の常識で解説すれば私はいわゆる狐にばかされたのであった 3. 私の物語はここで終わる だが私の不思議な疑問は、ここから新しく始まってくる。シナの鉄人創始は、かつて夢に古張となり、さめて自ら怪しみ言った。夢の古張が自分であるか、今の自分が自分であるかと。この一つの古い謎は千個にわたって誰も解けない。錯覚された宇宙は、狐に化かされた人が見るのか。 のの常識するる目が見るのかそもそも刑事上の実在世界は景色の裏側にあるのか表にあるのか誰もまたおそらくこの謎を解答できないだがしかし今もなお私の記憶に残っているものはあの不可思議な人外の町窓にも軒にも往来にも猫の姿がありありと映像していた ああののな猫町の光景である私の生きた近くはすでに十数年を経た今日でさえもなおその恐ろしい印象を再現してまざまざとすぐ目の前にはっきり見ることができるのである人は私の物語を霊障して詩人の病的な錯覚であり愚にもつかない妄想の幻影だというだが私は確かに 猫ばかりの住んでる町猫が人間の姿をして街路に群衆している町を見たのである理屈や議論はどうにもあれ宇宙のあるどこかで私がそれを見たということほど私にとって絶対不惑の事実はないあらゆる多くの人々のあらゆる嘲笑の前に立って私は今もなお固く心に信じているあの裏日本の伝説が 公費している特殊な部落猫の精霊ばかりの住んでる町が確かに宇宙のあるどこかに必ず実在しているに違いないということを言わなければならないこと私は子供の時からよくこういうことを考える癖がある自分がもしある何らかの重大なる神罰を被るとか または君の悪い魔術にかかるとかしておとぎ話にあるように私の肉体が人間以外の動物に変形した場合の生活はどうであるかと例えば私が人気のない寂しい森を散歩しているうちに突然フェアリというようなものが現れて私という人間を一匹の犬に変形してしまう。 私は尻尾を引きずりなながら主人の家ではない私私自身の家に帰ってくる私はいきなり懐かしい母の姿を見つけてこの恐ろしい事件の顛末を訴えようと試みるしかし母は一匹の見知らぬ犬としか私を認めてくれない私がいろいろな仕方で尻尾を振ったり吠えたり舐めたりするにもかかわらず母には少しも犬の意志が通じない その上私が悲鳴を上げて泣き叫ぶにもかかわらず、主々な迫害を加えた上、私を庭の外へ追い出してしまう。世の中に、こんな取り返しのつかない悲惨な出来事があろうか、犬の意志が人間に通じないということは驚くべき神のいたずらである。しかして、もちろん詩人としての私は、魔術にかかった犬である。 動物が動物同士で会話するということは驚くべきことである。犬や猫やハマグリやガチョウの類いが人間にわからないある種の機械な言語または動作をもって全く人間の知らない未科研の事実を語り合っておるということはまことに驚くべきことである。彼らは人間の持っていない特殊の感能器官を持っている。 そして人間の見ることのできない物性を見ている。人間の聞くことのできない音を聞いている。未来に生ずべき天変地異を感知している。そして彼らは常にこういう隠れたる世界の秘密について語り合っている。二匹以上の動物が長い間向かい合っているのを見るときに、私は機械な恐怖から真っ青になって震え上がる。 どんな人間でも彼らの言う言語の意味を考える場合に戦慄せずにはおられないはずである。私はまた主樹な動物に対してある特殊な感覚と恐怖と好奇心と思っている。それで動物心理学や生物哲学のような書物を一心に研究してみた。しかしそれらの書物には何にも書いてなかった。私は真っ白な紙と 人間のの知識の千なことにつくづくづ退屈してしてまった。「私は時として私の肉体の一部が自然に憔悴してくることを感じる」「その時手に触れた物性はみるみる針のように細くなり絹糸のようになりしまいには肉眼で見ることもできないような繊毛になってしまう」「そしてその繊毛の先からさらに無数の産毛が光り出し」 煙のように霞んで見えるじっとそれを見つめておる時に私は胸のどん底からこみ上げてくるところの何とも言いようのない恐ろしい愛性を感じる私は両手にいっぱいの力を込めてその光る繊毛の一本をこんかぎりにつかもうとする目にも見えざる白い産毛に私の全身経を絡みつける そんなかすかな哀れなものに私の総体の重力で心ゆくばかりすがりつきたいのである私の神経はむぐらもちのようにだんだん深く地面の下へ潜り込む不幸にして私の死体の一部が地面の上に残っておる時不注意な遠堤が来てそれを力任せに張り飛ばすのである無神経な男の目には 木の根っかぶかなんかのように見えたのである。しかし私の張り裂けるような苦痛の絶叫を誰一人として聞いてくれたものはこの地上にない。私はいつでも孤独である。言語に耐えた恐ろしい悲哀を私一人でじっと噛みしめていなければならない。生きながら墓場に埋められた人の絶望の声を地上の誰が聞くことができるか。 私は今限りせい限り叫ぶ声を多くの人は空耳にしか聞いてくれない私の頭の上を踏みつけてこの国の懸命な人たちがこう言っている詩人の寝言だこの国で一番真実のある人間は詩人である少なくとも彼らは自分の芸術を織物にして飯を食おうなどとは夢にも思っていない 実際においてもそれは不可能だ考えてもみろどんな種類の人間が肉を削るような苦しい思いをして一文にもならない老作をしておるか言うだけのことを言い切らねば私は干物になっても死にきれない自分の言う言葉の意味が人にわからないということはどんなに悲しいことであるか自分の思想が人に理解されないということは 死刑以上の苦しみではないか私は毎日苦行僧のようなンクを舐め尽くしておるにもかかわらず私の持っておるリズムの百分の一も表現することができないけれども毎日私が表現の秘訣を握った暁には私は私の芸術を捨てることを躊躇しないなんとなればそれ以上の芸術はどんな人にとっても 必要以上の贅沢である「私の死の生命は創作後一時間ないし一昼夜である」「少なくともその時間だけは立派に光って見える」「しかし後になって私はいつも騙された人の憤怒と惨機と失望とを感じずにはおられない」「私は翌月の雑誌に印刷された自分の紙幣に対し周知で真っ赤の顔をしながら」 取り消ししを申し込むものである。「私は私の肉体と五感以外に何一つ獲物を持たずに生まれてきたその上私は書物というものをバカにしているそして何よりも嫌いなことは考えるということである」「詩を作る人にとって一番悪い病気は考えるということである」 中年の人はよく考える、考えるということを覚えたとき、その人は死を忘れてしまったのである。そこで私の方針は、耳や口や鼻や目や皮膚全体の上から心理を監督することになっている。いわば私は生まれたままのすっぱだかで地上に立った人間である。観音以外に少しでも私の信頼したものはなく、 感情以外に少しでも私を教育したものはなかった。人間の作った学校はどこでも私を犬のように追い出した。五感を極度に洗練することによって人は様々な奇跡を見ることができるようになる。例えば空気色だの、音の色彩だの、密閉した箱の中にある物品だの、神秘と真理と、 奇跡とは三味一体である「真理とは五感の上に立てられたる第六感の意義である」「卑しくも五感以外の方法例えば考察や瞑想や空想によって神秘を感触したと称するものがあればそれは詐欺師であるか狂人であるかの一つである」「もしどっちでもないとすれば救うべからざる迷信に出したものである」 ウィリアム・ブレイクの都であ死とは五感及び感情の上に立つ空間の科学である五感及びその上に立てられたる第六感以外に人間の安心して信頼すべきものは一つもない天に達するの正しい道は感傷の一路である私は私の驚くべき神経のズレモローから いろいろな奇跡を見るその奇跡が私を悲しませる私の死はすべて私の実感から発した肉体の現状に関する報告である私が言わなければならないことといったのはこのことであるウォーソン夫人の黒猫ウォーソン夫人は頭脳もよく 相当に教育もある婦人だったそれで博士の夫が死んで以来ある学術研究会の調査部に入り図書の整理係として働いていた彼女は毎朝9時に出勤し午後の4時に帰宅していた多くの知識婦人に見る範疇として彼女の容姿は痩せ型で背が高く少し 黄色みののあある皮膚を持っったた神経質の女であったしかし別に健康には異常がなくいつも明徹した理性で事務を整理し晴れやかの精神でテキバキと働いていた要するに彼女はこうした職業における典型的の婦人であったある朝彼女はいつも通りの時間に出勤していつも通りの事務を取っていた。 一通り仕事が済んだ後で彼女はすっかり疲労を感じていた事務室の時計を見るとちょうど4時5分を指しているので彼女は卓上の書類を片付けそろそろ帰宅する準備を始めた彼女は独身になってからある裏町の寂しい通りで一間しかない部屋を借りていたので余裕もなく装飾もない本当に 味気ない生活だったいつでも彼女は午後の帰宅の時間になるとその空爆とした部屋を考え毎日毎日同じ位置に変化もなく彼女の帰りを待ってる寝台や窓のそばに決まりきってる古い書卓やその上に乗ってる退屈なインク壺などを考え言い,いようもなく味気なくなり 人生を憂鬱なものに感じるのだった。この日もまたそのいつも通りの帰宅の時間にいつも通りの空虚な感情が襲ってきただがそうした気分の底にどこかある一つの点でいつもと違った不思議の予感が俯瞰のように続々と感じられた。彼女のの心に浮かんだものは、 いつものような退屈な部屋ではなく、それよりももっと悪い嫌な陰鬱なものが隠れている不快な気味の悪い部屋であった。その圧迫する嫌な気分は、どんなにしても自分の家に彼女を帰らせまいとするほどだった。けれども結局彼女は重たい街灯を着て、いつも通りの家路をたどっていった。部屋の戸口に立ったとき、 彼女は何者かが部屋の中に明らかにいることを直感した。いつどこから誰がこの部屋に入ってきて自分の留守にいるのだろう。そうした想像の謎の中で得体のわからぬ一つの予感が留守に何事かが起こったらばすっかり証拠の足跡がついてしまう。例の嫌な猫でさえもそれが入ってきた箇所からの正直な 即席を免れない一切の原因が明白になってしまうだろうこの計案を完全に実行し十分の成功を確かめたところで彼女はいつもの街灯を置きいくらか落ち着いた気分で出かけていったがだが事務室の柱時計が4時に近くなった時にはまたいつもの不安な予感が いつものように襲ってきたどうしても部屋の中に誰かが座ってるような感じがするその感じははっきりしており目の前を飛ぶ小虫のように執要に追いのけられないものであったそしてなお不吉なことにはいつも必ず的中するのであった果たしてその留守の部屋の中には今日もまた黒猫が座り込んでいた 君の悪い静かな瞳でじっと夫人の方を見つめながらしかもその部屋の中には夫人のすべての期待に反してどこに一つ小さな足跡すらついてなかった今日の朝に敷かれたチョークの粉は閉じ込められた部屋の重たい空気でカビのように積もっていたその粉の一粒すらが少しも位置を変えてなかった明白に 部屋の中へは何者も入ってこなかったのであるすべてのありうべきキーの事情とその憶測される推理の後で夫人はすっかり困惑してしまった実証されてる事実としてここにはどんな人間も入ってこず猫でさえも決して外部から入り込んだものではないのだしかも奇怪なことには その足跡を残さぬ猫がちゃんと目前の床に座り込んでいるではないか。今ここに猫がいるというほどそれほど確かな事実はない。しかも魔法の奇跡でない限りこの固く締め込んだ部屋の中に一つの足跡も残さずして猫がおるという道理はないのである。夫人は理性を投げ出してしまった。 それでもなおもっと念入りの注意の下に翌日もまた同じ試験を試みてみただが結果は依然として同じでありしかもその翌日も翌日も同じ気味の悪い黒猫が同じ床の上に座り込んでいたそしてこの機械の動物は彼女が窓を開けると同時にいつもそこから影のように飛び去っていった とうとう夫人は最後にある計画を思いついた猫がどこから入ってくるのかを見定めるため扉の陰に隠れていて終日鍵穴から覗いてみようと考えた翌日彼女は出勤を休んだそしていつもの通り窓にすっかり上下ろし戸口に一脚の椅子を持ち出したそれからドアを閉め椅子を鍵穴のところに持って行って 一秒の間も油断なく室内を熱心に覗いていた。朝から午後まで長い時間が経過したそれは彼女の緊張した注意力にはひどく苦しい時間であり耐えられないほどの長い時間であったともすれば彼女は注意力の士官からして他のことを考えてぼんやりしていた彼女は時々胸の隠しから時計を出して 針のの動くのを眺めていたすべて長い時間の間室内には何事も起こらなかった夫人はまた時計を出したその時ちょうど針が4時5分前を指していたのでうたた寝から覚めた人のように彼女は急に緊張したそして再度鍵穴から覗いた時そこにはもはやちゃんといつもの黒猫が座っていた しかもいつもと同じ位置に同じ身動きもしない静かな姿勢で全くこの事実は超自然の不思議というよりほか解決のできないことになってしまったただ一つだけ分かってるのは午後の4時になる少し前にどこからかどうしてかわからないがとにかく一匹の大きな黒猫が室内に現れてくるという事実であった 夫人はもはや自分の認識を信用しなくなってしまったすべてやるだけの手段を尽くし疑い得るだけの実験を尽くしてしまった夫人はもしかすると自分の神経に異常があり狂気しているのではないかと思った彼女は鏡の前に立って瞳孔が開いているかどうかを見ようとした毎日毎日 その忌まわしい機械の事実が必要にウォーソン夫人を苦しめた彼女はすっかりヒステリカルになってしまい白昼事務室のテーブルの上にも猫の幻影を見るようになってしまった時としてはまた往来を歩く全ての人が猫の変貌した人間のように見えたりしたそういう時に彼女はその紳士めかした化け猫の尻尾をつかんで 街路に叩きつけてやりたいという狂気めいた像の劇場に駆り立てられどうしても抑えることができなかったそれでもついに理性がまた彼女に回復してきたこの不思議な事件について第三者の実証を確かめるために友人を招待しようと考えたのだそれで三人の友人がいつも猫の現れる時間の少し前に 彼女の部屋に招待された二人は同じ職業の夫人であり一人は死んだ夫の親友で彼女とも家族的に親しくしていたところの相当年配に達した老哲学者であった方客と主人を加えてちょうど4客の肘掛け椅子が部屋の中央に丸く並べられた。 それは客の誰の目にも猫がよく見える位置を選んで彼女がわざとそうしたのであったはじめしばらくの間皆は静かに黙っていたしかし生事の後には会話が非常に弾んできて皆が快活にしゃべり始めたいろいろな取り留めもない雑談から話題は心霊学のことに移った ロー博士の哲学者はこの方面に深い興味を持っていたので最近ある心霊学会で報告されたバカに陽気な幽霊の話をして夫人たちを面白おかしく笑わせたしかしウォーソン夫人だけは真面目になって質問した「動物にも幽霊があるでしょうか例えば猫の幽霊など」みんなは一緒に笑い出した 猫の幽霊という言葉がひどく滑稽に思われたのである。だがちょうどその時、皆の座っている椅子の前、いつもの黒猫が現れてきた。それは誰も知らないどこかの窓からそっと入り込んできたのであった。そして平気な様子をして、いつもの場所にすまし込んで座っていた。この事実は何ですか夫人は神経を緊張させて、 床の上の猫を呼びさした。その一つの動物にみんなの注意を集中させようとしたのである。人々はちょっとの間、夫人の呼びさすところを見た。しかしすぐに目をそらして、他の別の話を始めた。誰も猫については少しも注意していないのである。多分みんなはそんなつまらない動物に興味を持とうとしないのだろう。そこでまた婦人が言った。 どこから入ってきたのでしょう窓は閉めてあるし、私は猫なんか飼ってもいないのに。客たちはまた笑った。何かの突飛な洒落のように、夫人の言葉が聞こえたからだ。すぐに人々は前の話の続きに戻り、元気よく喋り出した。夫人は不意快な侮辱を感じた。なんという礼儀知らずの客だろう。みんなは明らかに猫を見ている。 その上に自分のの質問の意味を知ってる自分は真面目で質問したそれにどうだみんなはそらぞらしくっくれて恋に自分を無視しているどんなにしても夫人は心の中で考えたこのっくれた人々の目を床の動物の方に引きつけそこからよそ見ができないように嫌をなく釘付けにしてやらねばならない 一つの計画された意師からして彼女はコーヒー茶碗を床に落とした。そして過失に驚いた様子をしながら人々の即下に散らばっている破片を集め丁寧に謝罪しながら婦人客の裾についた液体のシミを拭った。それからの行為はいやをなく客たちの目を床に向けすぐ彼らの即下による猫へ注意を引かねばならないはずだ。 にもかかわらず人々は快活にはしゃぎ回ってそんなつまらない主人の過失を意にもかけない様子をしたみんなは恋に会話を弾ませて過失に老狽している主人の様子を少しも見ないように努めていたゴーソン夫人は耐え難くイライラしてきた彼女は二度目の成功を期待しながら執念深く同じ恋を繰り返して 再度茶を床に落とした銀星の光った匙は床の上で跳ね上がり鋭く澄んだ響きを立てたがその響きすらも人々の熱中した話題の興味と夫人たちのはしゃいだ話し声の中で消されてしまった誰もそんな事件に注意をせず見向いてくれる人さえなかった 反対に夫人の方はますます神経質に興奮してきた。彼女はすっかりヒステリックになり、激しい突発的な行動に借り立てられる劇場の強い発作を感じてきた。いきなり彼女は立ち上がった。そして足に力を込め、やけくそに床を踏み鳴らした。その野蛮な荒々しい響きからして、急に室内の空気が振動した。この突発的なる異常の行為は、 さすがに客人たたちの注意を引いたみんなはびっくりして一度に夫人の方を振り向いたけれどもただ一瞬時に過ぎなかったそしてまた元のように各自の話に熱中してしまったもうその時にはウォーソン夫人の顔が真っ青に変わっていた彼女はもはやこの上客人たちの白々しさとブレートを我慢することができなかった ある発作的な劇場が火のように全身を焼きつけてきた彼女はその肉々しいやつどもの首をひっつかんで床にいる猫の鼻先へ無理にもぐいぐいと押し付けてやろうとする強い衝動を抑えることができなかったウォソン夫人は椅子を蹴ったそして本能的なゾウの感情に熱しながらいきなり一人の婦人客の首をひっつかんだ その婦人客の細い首は婦人の寝した右手の中で死にかかったガチョウのようにビクビクしていた。婦人はそいつを引きずり倒して鼻先の顔が向けるまで床の上残虐にこすりつけた。ごらんなさい。婦人は怒鳴った。ここに猫がいるんだ。それから幾度も繰り返して叫んだ。これでも見えないか。 恐ろしい絶叫が一時に起こった。婦人客は死ぬような悲鳴を上げて恐怖から壁に張り付き棒立ちに突っ立っていた床にずり倒れた婦人のほうはほとんど完全に気絶していたただ一人老哲学者の博士だけが突然的な陳事に対して手のつけようもなく呆然と眺めていたウォーソン夫人の充血した目はじっと と床の上の上猫を見つめていたその大きな気味の悪い黒猫はさっきから久しい間じっとそこに座っており音楽のように静かにしていたその印象の焼き付けられた姿はおそらく彼女の生涯までどんなにしても離れ難く執要に生きてつきまとっているように思われた「今こそ!」と彼女は考えた。 こいつを討ち殺してしまわねばならない。それから書卓の引き出しを開け象毛の束に青貝の入り込んでいる女持ちの小型なピストルを取り出した。そのピストルは少し前に不吉な猫を殺す手段として用意して買ったものであったが今こそ初めてこれを役立てる結婚の機会が来たのである。 彼女は引き金に手を当ててじっと床の上の猫をうかがったもし発火されたならばこの久しい事実の間彼女を苦しめた原因は煙とともに地上から消失してしまうわけである彼女はそれを心に感じ安楽な落ち着いた気分になったそして狙いを定め指で引き金を強く引いた呆然たる発火とともに 煙が室内いいっっぱいに立ちこもっただが煙の散ってしまった後では何事の異常もなかったように最初からの同じ位置に同じ黒猫が座っていた彼はしじみのような黒い目をしていつものようにじっと夫人を見つめていた夫人は再度拳銃を取り上げたそして前よりももっと近くすぐ猫の頭の上で発砲しただが 煙の散った跡では依然たる猫の姿が前と同じように座っていたその執拗な印象は夫人を耐え難く狂気にした「どんなにしても彼女はこの必要な黒猫を殺してしまい存在を抹殺しなければならないのだ」「猫が死ぬか自分が死ぬかだ」夫人は絶望的になって考えたそして憎悪の劇場に逆上しながら 自自暴自棄になって拳銃を乱発した3発4発5発6発そして最後の弾が尽きた時に彼女は自分の額のこめかみからぬるぬるとして赤いものが糸のように引いてくるのを知った同時に目がくらみ壁が一度に倒れてくるような感じがした彼女は避けるように絶叫したそして 火薬の匂いの立ち込めている煙のもうもうとした部屋の中で燃えついた柱のようにばったり倒れたその唇からは血が流れ青ざめた顔の上には狂気で引きかかれた髪の毛が乱れていた夏の部「上風に音なき麦を枕元」 佐賀の田舎に外院を訪ねた時の句である一面の麦畑に囲まれた田舎の家で夏の日の御水をしていると麦の方を渡った風が枕元に吹き入れてきたという意であるが表現の技巧が非常に複雑していて上手の深いイメージを頑竹させてるこの句を読むと田舎の寒弱な空気や 夏の真昼の静寂さやひっそりとした田舎屋の室内やその部屋の窓から見晴らしになっているところの弘法たる一面の麦畑やまたその麦畑が上風に吹かれて波のように動いている有様やが詩の表情するイメージの影で浮き出してくる。 こうした効果の修理的な重心となっているものは主として肉の「おとなき」という語にかかっている。これが夏の真昼の沈黙や田舎の静寂さやを麦の穂の動きにかけて一語の重複した表彰をしているのである。また「上風に」「の」に「おとなき麦を」の「のが手に」 大和としての重要な働きをして句の内容をする形詞を書いていることは言うまでもない俳句のごとき小詞形が一般にこうした複雑な内容を表現し得るのは日本語の特色たる定義大和とと言語の豊富な連想性とによるのであるが世界に類なき得意な国語の長所である そしてこの長所は日本語の他の不幸な欠点と相殺されるそれゆえに詩を作る人々は過去においても未来においても新しい詩においても古い詩においても必須的にまず俳句や和歌を学びすべての技術の第一規範をそれから取り入れねばならないのである未来のいかなる新しい詩においても和歌や俳句の レトリックする規範を離れて日本語の詩がありうるとは考えられない「湯の花」や「床敷もやの「犬泉」土蔵などのある暗くひっそりとした旧家であろうその母屋の「犬泉」「西北隅に湯の花が咲いてるとも返されるが むしろその犬泉の犬部屋、それは多分隠居部屋か何かであろう」の窓前に湯の花が咲いていると解する方が死守が深い。旧家の奥深く影のささないひっそりした部屋幾代家の人が長く住んでる古い静寂な家の空気そして中庭の一宮には昔ながらの湯の花が咲いているのである。 この句の史上には古い故郷の家を思わせるようなあるいは昔の祖母や昔の歌人の懐かしい愛情を追加させるような遠い時間へのわびしいノスタルジアがあるこれもやはり武尊の史上が本質している郷愁「子守歌の一曲であるついでに表現の構成を分析すれば「湯の花」が「 静かな侘しし、い感覚を表彰し母屋が大きな旧家別棟や土蔵のついてるを連想させ犬泉が暗く優雀な位置を表彰しそして「床式」という言葉が死の全体にかけて流動するところの情緒の流れとなっているのである「憂いつつ丘に登れば花いば 憂いつつという言葉に無限の私情が含まれている無論現実的の優秀ではなく青空に漂う雲のようなまたは何かの助衆のような遠い眺望への視野を持った心の暴瀑とした憂いであるそして野道の丘に咲いた花いばらの白く可れんな野生の姿が主観の 上州に対象されてる西洋史に見るような史経である9が大きくしかも無限の叙情味にあふれている「絶頂の城頼もしき若葉かな若葉に囲まれた山の絶頂に遠く白亜の城が見えるのである若葉の青色と城の白亜とが 色彩の明るい配合をしているところにこの句の絵画的のイメージがあり合わせてまた主観のビジョンがある洋画風の感覚による構成である「地車のとどろと響くボタンかな」「タンという花は夏の日ざかりの光の下で壮麗な色彩を強く照り返すので 雄大でグロテスクな幻想を呼び起こさせる。武村の詩としては「円王の口やボタンを破干とす」が最も有名であるけれども単なる比喩以上に詩としての内容がなく前傾の句の方がはるかに有限で勝っている。句の表現するものは夏の円熱の縮まの中で地球の回転する実行の 号の音をボタンの幻覚から聞いているのである「広庭のボタンや天皇一方に」前の句と同じようにボタンの幻想を絶った名句である「天の一方には天一方某美人を望む」というような漢詞から「 解釈の連想を引き出してくる人があるけれども、むしろ漠然たる心象の幻覚として、天の一方に何者かの現象が実在するというふうに介するのが、この構想を大きくする見方であろう。すべてこうした幻想風の俳句は、場所をはじめ他の人々もところどころに作っているけれども、その幻想の内容が類型的で、旧日本の伝統司教を出していない。 こうした雄大でしかも近代史に見るような幻覚的なイメージを持った俳人は古来武村一人しかない橘の変わたれ時や古館橘の変わたれ時や古館さみだれ頃の この暗く陰湿な川垂れなどに水辺に建てられた古館があり橘の花がわびしげに咲いているのである「水茎の丘の館に芋と我と寝ての朝明けの霜のふりわも」という古今集の歌とどこか共通の城主があり没落した じへのしい追加を感じさせる魚草木村にいでけり夏子たち魚草木村にいでけり夏子たち旅中の実影である青葉の茂った夏子たちの街道を通ってくると 魚臭い匂いのする小さな村に出たというのである家々の軒先に魚の干物でも干してあるのだろう小さな平凡な退屈な村であってしかもなんとなく懐かしく記憶の藤棚の日陰の下で長く夢見るような村であるハーリートブやふりのお裾野の 小家より「ハーリトーブ富士のお裾野の小家より高法たる平原の向こうに地平を抜いて富士が見えるその山麓の小家の周囲を夏のハーリが飛んでるのである高原地方のアトモスフィアをこれほど鮮明に印象強く しかもパノラマ的展望で書いた俳句は他にないこの表現効果の主要点は「ハ葉リという小動物高原地方や山麓の小土に多く生成していて特に夏の日中に飛翔する小虫を捉えた着眼点にあるすなわち読者は「ハ葉リという言葉によってそうした高原地方の 夏の日中の印象を与えられてしまうのである次にその飛翔している空を通して遠望に富士を描き出しているので山麓の小屋と関連して平原一帯の風物が浮かび上がってくるのである武村はこの構成を絵から学んだしかし羽織は絵に描けない 絵の方ではこの主題を空気の色彩やトーンで表すのだろう。かんこどり、てらみゆ、ばくりんじとやゆう。かんこどり、てらみゆ、ばくりんじとやゆう。夏の日の田舎道、遠く、麦畑の続いた向こうに、 寺の塔が小さく見える空では高くカンコ鳥が飛んでいるのであるこの風物を除するために特に「リン寺」という固有名詞を出したのであるこうした詩の技術ある風物を除する代わりに特にある特殊な固有名詞を使用するのは昔から和歌や俳句に多く見るところで。 日本の詩の詩独特な技巧である西洋の詩では陰律上の美を目的として特殊な固有名詞を盛んに使うが日本の歌や俳句のように内容上奏のイメージにかけて表彰上の効果に用いるものは一般に見て少ないようである「炊く上の寿司に目覚もし」。 寒魚亭。卓上の寿司に目覚むし寒魚亭卓という言葉また寒魚亭という言葉によってそれが下手か何かでできた品風の角ばった冷たい感じのする食卓であることを思わせるその卓の上に 鮮魚の冷たい寿司が静かにひっそりと沈黙しておいてあるのである巣の冷たい生物的な感じを捉えた純感覚的な表現であり近代史の行き方とも共通している非常に先進味のある俳句であるなお武村は寿司について特殊な鋭い感覚を持ち次に掲出するごとく メイクをたくさん作っている弱膜と昼間を酢の慣れ加減弱膜と昼間を酢の慣れ加減寿司はそれの酢が発酵するまで静かに冷却して安状にならさねばならないのである弱膜たる夏の真昼 万象の死んでる死島の中で暗い台所の一隅にこうした巣が鳴らされているのであるその巣は時間の沈滞する底の方で静かに冷たく永遠の瞑想にふけっているのであるこの句の詩境には宇宙の高級と普遍に関してある感覚的な目を持つところの一つのメタフィジカルな行詞がある それは寿司ののとであるところの巣の嗅覚や味覚にも関連しているしまたその巣が安城において発酵する時の静かな科学的状態とも関連している。とにかく武村のごとき昔の詩人が季節季節の事物に対してこうした鋭敏な感覚を持っていたことは今日のイマジズムの詩人以上で。 全く狂坦するほかはない。船寿司や彦根の城に雲をかかる。船寿司や彦根の城に雲をかかる。夏草の茂る野道の向こうに遠く彦根の城を眺め船寿司のビジョンを浮かべたのである。船寿司を食ったのではなく船寿司の連想から。 心の隅のわびしい旅襲を感じたのである「船寿司」という言葉その特殊なイメージが夏の日の雲と対照して不思議に寂しい旅愁を感じさせるところにこの句の優れた技巧を見るべきである島崎藤村氏の名詞「千曲川旅情」の歌とどこか共通した詩情であってもっと感覚的の要素を多分に持っている。 麦焼き屋根の鳥麦や何に驚く屋根の鳥農家の屋根の上に飛び上がってけたたましく鳴いてる鳥は何に驚いたのであろうその屋根の上から借り入れ時の田舎の自然が眺望を越えて遠く広がっているのである。 空には秋のような火が照り渡って地上には麦が実り大釜や小釜を持った農夫たちが至る所の畑の中で戦争のように忙しく働いているそしてあぜ道には麦を積んだ車が通り後から後からと列を作っていくのであるこうした借り入れ時の田舎の自然と 収穫に忙しい労働の人生とが屋根の上に飛び上がった一羽の鳥の主観の陰に模様として注意深く展開されているのである。衣替えの字の人は塚に白し衣替えの字の人は塚にろし春着を脱いで夏のお物に変える 衣がいの頃は新緑初夏の甲であってロマンチックな旅情をそそる季節であるそうした初夏のの道に遠く転々とした航路の人の姿を見るのはとりわけ心の旅詞を呼び起こして何かの飄々たる憧れを感じさせる「眺望」というこの句の題がまたよくそうした 上州を表彰しておりいかにも史上に富んだ俳句であるこうした詩経は西洋の詩や近代の詩には普通であるが昔の日本の詩歌には珍しく特に江戸時代の文学には全くなかったところである「前出の憂いつつ丘に登れば花いばら」や「春の句の「陽炎や「 名も知らぬ虫の白き飛ぶなどとともに西洋史の好奇を強く持った武村独特の句の一つであるちなみに武村は白という色に特殊な表彰感覚を有していて彼の多くの句に眼畜深く使用している例えば前に漂酌した句「白梅」や「他が昔より」 柿の外「白梅に明るい夜ばかりとなりに蹴り」などの句も白という色の特殊なイメージが主題になってこれが梅の花に連結されているのであるこれらの句において武村はある心象的なアトモスフィアとある氷病とした主観の 城州と城という言葉においてイメージさせている。衣替え母なん藤原氏なんめり。衣替え母なん藤原氏なんめり。平安朝の文化に対して武村は特殊の開顧的道景と教習と思っていた。 それは彼の単なる詩人的エキゾチシズムと見るよりは彼の生活していた江戸時代の文化上層が超人的貴族主義に出していたことで武村の貴族主義と入れなかった上に彼自身が京都に住んでいたためと思われるこの句もやはりそうした主観的郷愁の一英単であるが特に心の市場を動かしやすく ロマンチックで夢見がちな初夏の季節を衣替えの季題で捉えたところに句の表現的意義が損するのである。こうした平安朝解雇の句は他にもたくさん作っているので参考のため次に数句を提出しよう。お礼釘に烏ぼしかけたり酔いの春春の夜に とき御所を守る御仮名春雨や同社の君がさざめごと、ホトトギス平安城を筋替えに差し抜きを足で脱ぐ世やおぼろ月印例を見てもわかるように特に春の国においてそれが多いのは 平安朝の優美でエロチックな文化や風俗やが春霜の悩ましい主観において特にイメージを強く与えるためなのだろう。場所における木曽義仲の崇拝や戦国時代への特殊な歴史的開顧趣味を一方武村の平安朝開顧趣味と比較するとき、両者の異なる詩人的気質がおのずから 文明してくるであろう。草の雨祭りの車過ぎて後草の雨祭りの車過ぎて後京都の夏祭りすなわち祇園へである夏の真昼の街路祭りの矛や車が過ぎた後で一雨さーっと降ってきたのである 夏祭りの日には家々の軒にあやめや聖武やよりなどの草花を挿しておくのでそれが雨に濡れて茂り町中がたちまち青々たる草原のようになってしまうことのゆかしい風流でありここにも武村の平安町開湖趣味がほのかに郷愁の影を引いている夕立や 草葉をつかむむむらすずめ夕立や草葉をつかむむらすずめ急の夕立に打たれて翼を濡らしたすずめたちが飛ぼうとして飛びえず麦の穂や草の葉をつかんでまごついているのである一時に襲ってきた夕立の激しい勢いがすずめの動作によってよく描かれている 純粋に写生的の絵学であってポエディーとしての余韻や眼畜には欠けてるけれども自然に対して鋭い干渉の目を持っていた武尊画家としての武尊の本領がこうした俳句において表現されてる「子息して老化通るや皐月雨」「子息して老化通るや皐月雨」 降り続く梅雨季節、空気は陰室にカビ臭く室内は昼でも薄暗く黄昏れているそのため子息を持って昼間廊下を通ったというのである日本の夏に特有な梅雨時の暗い天気と畳の上にカビが生えるようなじめじめした湿気とそうした季節にそうした薄暗い家の中で 陰影深く生活している人間の心境とが句の表彰する言葉の外周に書き込まれている「僕らの日本人はこうした句から直ちに日本の家を連想しなかろうかの薄暗い冷たさや梅雨に湿った髪の障子や便所の青臭い匂いや一体に梅雨時のカビ臭く」 内部の暗く陰影に満ちた家をイメージすることから必然にまたそうした家の中の生活を連想し自然と人生の連結するあるポイントに特殊な意味深い死死を感じるのであるしかし夏の湿気がなく家屋の構造が違ってる外国人にとってこうした俳句は全然無意味以上であり何のためにどうしてどこに死があるのか それさえ理解でできないであろう日本の茶道の基本趣味や場所俳句のいわゆる風流やがすべて苔や錆やの風情を愛し湿気によって生ずる特殊な画種を生活の中にまで浸潤させて芸術しているのは人のよく知る通りであるけれども一般に日本人の文学や上層で多少とも湿気の影響を 受けてないものはほとんどないすべての日本的なものは梅雨臭いのである特になかんづく自然と人生を一元的に見て季節を死の主題とする俳句のごとき文学ではこの影響が著しい日本の気候の特殊な食感を考えないで俳句の趣味を理解することは不可能であるかの湿気は全くなく 常に明るく乾燥した空気の中で石と金属とでできた家に住んでる西洋人らに日本の俳句が理解されないのは当然であり気象学的にも決定された宿命であるさみだれや水の小への根ざめがちさみだれや水の 小家の寝覚めがち。「さみだれや大河を前に家二軒」という句は武村の名句として一般に定評されているけれどもこの句はそれと連想してもっと違った城主が深いこの句から感じるものは各自に小さな家に住んでそれぞれの生活を悩んだり楽しんだりしているところの 人間生活へのあるいじらしい愛と何かのあるものゆかしい淡い氷々とした叙情味である。百姓の生きて働く暑さかな百姓の生きて働く暑さかな生きて働くという言葉がいかにも肉体的に国裂で 円熱の下にあえぐような響きを持っている「こうした俳句は写生でなく心象の想念を主張にして表彰したものと見る方がよい。従って百姓という言葉は実形の人物を限定しないで一般に広く単に漠然たる人すなわち人間一般というほどの無限定の意味でぼんやりと返すべきである。 つまり言えばこの国を異変な史上を捉え、簡単にして複雑に成功している。実にメイクと言うべきである。恋様々、願いの意図も白きより。恋様々、願いの意図も白きより。古来難解の句と評されており、一般に施行される 解説ができていない。なそれにもかかわらずなんとなく心惹かれる俳句であり和歌の恋愛観に似た音楽と無村らしい純情の塩らしさを可憐に懐かしく感じさせる作である私の考えるところによれば恋様々の「様々」はちりぢりの意味であろうと思う。 「願いの糸も白きよりは純潔な熱情で恋をしたけれども」であるまたこの言葉はおそらく武尊が幼児に記憶した色はかるたか何かの文句を追悔の連想に浮かべたもので彼の他の春の国多く見る俳句と同じく幼児へのわびしい志望を恋のイメージに溶かしたものに相違ない。 ブ村はいつも寒夜の寝床の中に亡き母のことを考え遠い昔の懐かしい幼児を忍んで一人悲しく夢にすすり泣いていたような詩人だった恋愛でさえもブ村の場合には夢の追加の中に溶け合っているのである小鳥来る音嬉しさよいたびさし小鳥来る音 嬉しさよ、いたびさし「渡り鳥の帰ってくる羽と路辺に効く城主のわびしさは」は西洋の叙城詩特に「露雪地」などに多く歌われているところであるが日本の詩歌では珍しく武尊以外に全く見ないところである。前出の「憂いつつ丘に登れば花いばら」やこの「 来るの空などは日本の俳句の繁殖している伝統的司教すなわち俳人のいわゆる俳美とは別の城主に属しむしろ西洋史のリリカルな史上に類似している今の若い時代の青年らに武村が最も親しく理解しやすいのはこのためであるが同時にまた一方で伝統的の俳身を愛する俳人らから やあもすれば武尊が嫌われるゆえんでもある。今日俳人と称されている専門家の人々は決してこの種の俳句を認めず全くその死種を理解していない。しかしながら武尊の本領はかえってこれらの俳句に尽くされアマチュアの方がよく知るのである。「裏枯れやからきめ」。 の木、「裏枯れや唐木目満留漆の木」ラガ「ラ漆の木小枯らしの朝枝葉を残らず吹き落とされた漆の木が象徴として自然の中でただ一人骨のように立っているのである」「唐木目満留」という言葉の中に作者の主観が力強く込められている。 悲壮な痛々しい骨の鳴るような人生が一本の枯れ木を通して症状たる自然の背後に広がっていく。裏枯れや家を巡りて醍醐道。裏枯れや家を巡りて醍醐道。畑の中にある田舎の家。外には木枯らしが吹き渡り。 家の周囲には荒涼としたあぜ道が続いている寂しい孤独の中に震える人生の姿である私の故郷上州にはこうした荒涼たる田舎が多くとりわけこの区の上官が身にしみて強く感じられる「貝金やホタデの上を塩車」「貝金や ホタデの上を塩車高原の風物である工房としたホタデの草原が遠く見のように続いた向こうには貝の山脈が火に輝きうねうねと連なっているその山脈の道を通って駿河から貝へ運ぶ塩車の列が遠くホタデの隙間から見えるのである。 画面の視野が広くパノラマ風であり前に漂着した夏の句「船寿司」や「彦根の城に雲をかかる」などと同じく武村特有の市場である旅宗に似たロマンチックの鑑賞を遠望させてる「三景の十歩に次ぎて盾の花」「三景の 十歩に尽きてタデの花十歩に足らぬ庭先の荘園ながら小道には秋草が生え茂り間垣に近く隅々には白いタデの花がわびしく咲いてる貧しい生活の中にいて静かにじっと見つめている心の影それがすなわちサビなのである この同じサビは芭蕉にもありその証文の俳句にもある。しかしながら武村の場合はサビが生活の中からにじみ出しネギの煮える匂いのように人だと恋しい情緒の中に染み出している。なおこのサビについて甘美に詳しく説くであろう。 柳散り、清水枯れ石、ところところ。柳散り、清水枯れ石、ところところ。秋の日の力なく散らばっている野外の侘しい風物である。武装はこうした郊外野望に特殊の裏悲しい情緒を感じ、多くの良い句を作っている。 風景の中に表情する彼のノスタルジアの終でだろう「冬の部」イカ「いかのぼり昨日の空のありどころ」イカ「いかのぼり昨日の空のありどころ」「北風の吹く冬の空にいかのぼりが一つ上がっている」「その同じ冬の空に昨日もまた」 いのぼりが上がっていた症状とした冬の季節凍った鈍い日差しの中を悲しく叫んで吹きまく風ガラスのように冷たい青空その青空の上に浮かんで昨日も今日も寂しい一つのタコが上がっているょうとしてうなりながら無限に高く急流の上で悲しみながら 「いつも一つの遠い追憶が漂っている」「この子の持つ史上の中には武尊の最も武尊らしい郷愁とロマネスクが現れている」「昨日の空のありどころ」という言葉の深い情感に全ての詩的内容が含まれていることに注意せよ「昨日の空はすでに今日の空ではない」 しかもその違った空にいつも一つの同じタコが上がっている。すなわち言えば常に変化する空間経過する時間の中でただ一つのタコ追憶へのイメージだけがふだんに悲しく寂しげに丘陵の上に実在しているのである。こうした見方からしてこの句は武村俳句のモチーフを表出した哲学的評価として 芭蕉の有名な古い池屋と対立すべきものであろうなお「昨日の空のありどころ」というごとき古法が全く近代西洋の詩と共通するシンボリズムの技巧であって過去の日本文学に例のない異色のものであることに注意せよ「武村の不思議は」は外国と交通のない江戸時代の日本に生まれて今日の詩人と同じような 王府女上司の手法を持っていたということにある「藪入りの夢や小豆の煮えるうち」「藪入りの夢や小豆の煮えるうち」「藪入りで休暇をもらった小僧が田舎の実家へ帰り久しぶりで両親に会ったのである」「子供にご馳走しようと思って」 母は台所で小豆を煮ているそのうち子供はこたつに潜り込んでうたた寝をしている今日だけの休暇を楽しむ可憐な奉公人の子供は何の夢を見ていることやらという意味である武村特有の人情味の深い句であるが単にそれのみでなく作者が自ら幼児の夢を追憶して 亡き母へのわびしい死望遠い郷愁のように懐かしんでる上層のテーマを見るべきであるこうした郷愁詩の主題として武さんは好んで藪入りの句を作った例えば「藪入りやよそめながらの愛宕山」「藪入りのまたいで ぬタコの糸などすべて同じ上司を歌った角であるが特にその新台風の調子、春風馬亭の曲のごときは藪入りの祈台に託して彼のわびしい子守歌であるところの遠い時間への回古的郷愁を詠嘆している芭蕉の郷愁が旅に病んで彼の行く空間上の表現にあったに反し 武尊の教習が多く時間上の表彰にあったことを読者は特に注意して鑑賞すべきである「虚盲の正義」「我は避けたる鉄板を鳴らしつつ虚盲の正義を歌いでん耳ある者は聞くべし」じ この書の内容のある部分は、かつて2,3の雑誌に発表した。しかしその大部分のものはほとんど全く発表せず、七年近くも長い間、ノートのままで机の塵に埋まっていた。実にこの書の周辺は年月とともに累積されてきたのである。白、少なくともこの書において、著者は自分の城を感じる。 それは他年の間に建築され、一つ一つの石を運んで、ようやくに積み上げられた類壁である。しかもこれらの仕事は、金ね,ね人に見えないところで、寂しくこっそりと続けられていた。長い間、著者は孤独を忍んで朗役していた。また、忍ばねばならなかった。この書の内容が何を語るか。 「それは著言と本文に譲っておこう」「形式に関する苦心を言えばできるだけ短い苦笑にできるだけ長い思想を盛ることだった」「いかにせば百行に余る思想を十行の単章に縮めうるかこれが著者の考えた苦心であった」「なぜといって文章は短いほど印象が強いから」「この目的からして」 著者はまず論理を省略した論理は全て説明であり直角に入る限りにおいては一切常腕の打足に過ぎないから次にまた自分はできるだけ因霊を省略した因霊は事実の証拠を提出する常識界の説法に過ぎないからだ全てにおいて著者は直感に訴える手段を選んだ それは読者の脳裏をかすめて直ちに電光のように攻防する一つの意味深き暗示を与えるだろうそして暗示がすでに分かれば設計は読者の方から引き出される著者は建築の構図を描いてみせるのでなく構図への暗示を与えるところの最初の信号書になるにすぎないのであるこの書のある部分はかなりに 文風なスタイルで書かれているだが自分の移行したところは言語における私的な好機を書くのでなく内部における一つの思想をさまざまなる肉上の衣装によって直感に盛り上げようとしたのである。だから自分の書物について他の論題の部分を読まず単に詩文風な談笑だけをそれの芸術的好奇によって引き抜こうとする読者は著者としてありがたくなく。 好意的にも絶しておくただしこの書は体系のある論文ではなく断片を周辺したものであるゆえに順序を追って読む必要はなくどこからでも好きなところを任意に開いて未読されたいむしろ著者はその方の読み方を望んでいる7年前に出版した前の書物「新しき浴場」は当時自然主義の全盛期に あらゆる自然派美学の根底を覆すべく彼らの分断を対象として啓蒙の肉々しさから筆を取った当時その書物は不幸にも私的好奇の家に誤られわずかに師団の一部の人に師書の一種として読まれたのみで分断的には見事に黙殺されてしまったしかも著者を黙殺した八つ原は今日完全に失脚して 彼らの寄生分断は崩壊した時代は著者の予言に従いこの7年間に着々として動いていったしかしながら今日著者はまた一つの新しき寂しさを感じている過去のエセ文学は滅びてもこれに変わるべき新文学が未だ起こっていないからであるけれどももはや分断のことなどはどうでもいい 著者はもっっとと深いいころに根を持っている悪の本言を憎んでいるのだ。この書はより大きな敵に向かって警棒の熱意から身構えている。著者は自分に謙遜でありあまり多く事故を持たない。しかしながら比較においてこの書は多くの問題に富み少なくとも一つのページが他の梵百の書の百ページに当たっている。 著者はそれを確信する。にもかかわらずこの書物も、前と同様の運命から、日本の分断者流に理解されず、寂しく黙殺されてしまうであろう。著者は百の鬱憤を感じつつ、この書物をもまた外上に叩きつけて出版する。西暦1929年5月、著者。 言「読みにありて理性を有するはただチレシアス一人」「他は影のごとく飛びゆく者のみ」「オデッセイ」「ホーマー」「今日のような時代我々の伝統は滅びようとし外来の精神はまだ根を持たない」「今日のような時代において我々の馬鹿正直な日本人は」 何を考えたらいいのだろう。至る所に充満して怪しげな化け物が歩いている。風俗は洋風に下駄を履き、二十世紀の欧州文化が伝統の古い封建思想と雑居している。あらゆる乱脈と混雑の中にいて我々の時代の美術からは、カンバスの上に日本の自然を描こうとし西洋絵具と対象との矛盾から 救いがたく絶望の自覚に悩まされてる一方で詩人たちは本来因立要素のない日本の国語で無謀にも欧州風の叙情詩や叙事詩やを真似ようとして結局自ら詩を否定するに至ったまで帳尻の合わない総決算に到達してきた同じように三文からが今日小説の出発すべき 最初の形式問題についいてて議論しているそもそも彼らは西洋近代史長の産物たる自然主義やローマン主義やを過去の日本の伝統した古い国語しかも日常会話の国語によって小説の上に表現しようと意思した日から最初のジレンマに落ちたのである国語とその文法とは必然に思想の内容を決定する。 江戸時代からの伝統した日本語脈で西洋近代の文学を書こうとしたほど誤った出発点がどこにあるかそれによって小説からはローマン主義を「最核流の江戸文学」とし自然主義を「徘徊人の写生文学」に変えてしまった「核のごとく今日では芸術も風俗も社会も政治も 一切ののものが混沌としている今や我々の作る人にとって一番悪い病気は考えるということである中年の一切が歪雑と矛盾を尽くして得体のわからぬ妖怪変化が文化のあらゆる隅々を横行している今日のような暗黒時代わけのわからぬ化け物尽くしの時代において我々は何を正しく言うべきだろうか ある軽薄なる者どもは単なる感覚の表皮によってアメリカ文学の先走りした趣味を追いかけある孤老なる者どもは歴史を鎖国以前の国粋に競そうと妄想しているちょうどこうした日本の事情はギリシャ末期の暗黒時代に比較されるそこでは人々が真理を失い信仰もなく権威もなく ところにデタラメの奇弁論者が横行したその自流的なる人物らは口論の喝采と名声を博するために人心に迎合する思想を唱え彼ら自身でさえも本当には信じていない自流向きな曲弁や季節を盛んに論じていよいよますます時代を混乱に惑わし歩いた誰がこの時一人自流の中に完全として 正しき良心を持ってたろうかすべての聡明な人々はもはや認識することをやめてしまった彼らは詭弁家にもならない代わりに時代の指導者にもならなかった義人はすべて隠遁して賢者は会議主義に隠れてしまったけれどもこれらのピロニストは自ら会議の目を深くして 何者をも信じないと断定する時その断定自身によって矛盾を生じ自身を危うくすることをよく知っていたそれゆえにまた彼らはいつもこの点で態度を暗くし信条のない卑屈の立場で言語や業績をごまかしていたしかり彼らもまたごまかしていたそれらの悟ったらしき隠遁者らも実には ソフィストの同じ仲間で薄闇の影に幽霊を出し白昼の正義の前でおどおどしている戯議の高齢術師に過ぎなかったこの時このギリシャの暗黒時代に必ずソクラテスが出なければならなかった彼こそは時代の良心が要求している唯一の聡明の戯人だった彼はソフィストの逆手を用い 論理のあらゆる裏返しにした季節によって、自流の押し寄せる波と戦い、民衆ある。今私は諸君の教師でなく、道を教える先導でもない。しかしながらただ、諸君の両親を呼び覚まし、時代が考えねばならないところの、正しき認識への暗示を与える。問題は、ここにあり、私がそれを提出する。 しかも私自身は無知であって自分で解決する知恵を持たない。願わくば諸君と共に諸君の反省と共に考えようと。今や新しい日本がまた今日の救い難い混乱からして一人のソクラテスを要求している。おそらくは今日の事態において何人の優れた知恵もかかる時代を整理すべく解決への鍵を持たないだろう。 むしろ独断の解決者は今日において危険すぎる。我々の正しい理性は独断の道を示す教師でなくして我々の民衆と共に考え次に来たる時代のために正しい海図への暗示を与え問題を提出してくれるところの一つの燃え尽いた良心を要求する。著者自身に関して言えば自分は非正の人物であり その上にもななお力を持たない著者においてのソクラテスは一種の冒涜であるかもしれないしかも今日の日本においてかかる暗黒時代に生活しあらゆる虚偽と矛盾の腹立たしさを忍びながら誰かよく自ら耐えて正義への情熱と鬱憤を完じずにおられるか著者は自ら卑力を知り戦い破れることを自覚しながら しかも今日のエセ社会とエセ分断の全てに向かい剣を抜いて突撃しなければならないのである著者はこの書物において時にしばしば嘆いている戦い常に敗れて帰り孤独に悲しむ自分を愛しく女のようにさえも嘆いているだが他の多くの場合においてはもっと勇敢な投主となって叫ぶだろうそして常に至るところに 今日の社会における未解決の問題を諸君の両親の前に提出している「結婚と女性変わりつつあるものは何だろうか政治でない芸術でない我々の時代の過程である」「著者結婚の時期情欲は判断を暗くする」 それの請求な要求がない時に静かに熟考して妻を選べしかるに人々は生涯の最も悪い時期に結婚する結婚のローマン思想肉情は誰でもよくあらゆる異性を要求する精神はただ一人を真のただ一人だけを憧れ望んでいるのだけれども 何が人々を卑屈にするか。人々は求婚から人生の避けがたく妥協的で、いい加減のところで諦めるほか満足のないという事実を知る。彼らはそれから卑屈になり、勾配の理想を捨ててしまう。漠然たる情熱。しばしば人は人生の漠然たる情熱を感じている。例えば、 秋の落葉する木立の中や都会の寂しい裏町屋を歩いている時あるいは落日に影を引いて高い陸橋の上を渡っていく時あるいは海に来て太陽の響きを聞いたりあ,あるいは春の生めかしい夜に窓もれる果樹のかぐわしい匂いを嗅いだりする時いかにしても我々はかかる上層の不思議な思いを語り得ない。 なぜならばその思いは一つの漠然たる気分だって C の対象すべき観念を持たないからしかしながら人々はそれの強き熱情に溺れてしまうそして我々自身が人生の中へ溶け込んでいき霧の深い密度に吸い込まれるのを感じてくる何がなし我々は興奮してくるすべてが意味深く感じられ 感覚する世界の向こうに尽きない神秘の人生があるように思われる各我々の結婚がちょうど漠然たる情熱からされるのである帽子と求婚帽子を買うためにすら人は遠方まで出かけて行き数軒の店を冷やかし幾百の中からただ一個を選ぶのである それでもなお実に満足する品を得る何と,となれば出来合いは無数にあり要求する条件は一つであるゆえそれの満足の発見は数百に一つのプロバビリティであるだろうもちろん帽子はささたる日常の事物に過ぎないより重大なる事物生涯を通じて必要でありしかも一旦所有した以上には捨てることも 交換することもできないそれの選択における判断の可否がずっと後までも一生の運命を決定するというごとき「四角重大なる事物」の選定に際してはいかに人々が念入りになることだろうこの後の費用我々の結婚について言うのであるいかにして諸君は結婚したかいかに諸君の唯一の妻をもしくは夫を 幾千人の異性の中から選定したか一つの気に入った帽子を買うためにすら数百の帽子について調べたごとくより重大な事件の選定にまで果たしてどれだけ多数の候補者をくじの中に数えたかおそらくは無造作について直のところでわずかに数人の中の一人を最も当てのないプロバビリティを見込んだにすぎないのだ。 かくしてなお、もし結婚に悔いがないとするならば。回廊凍結虫。我々の国においては、しばしば配偶生活が回廊凍結虫に例えられる。そして、悲しいかな、実際にこの比喩は当たっているのだ。回廊凍結虫の配偶は、全く偶然の運命によって決定される。 ある会長の静かな流れが一つの形質の網かごにまで一対の降角中を閉じ込める隠して大会に精製している無数の同族中でのある任意の一対が会合する時直ちにその配偶生活が始まってくるすなわち彼らの婚姻は気流や会長が運ぶところの気まぐれの運に任せてあり その配偶の選択は一切偶然が決定する。しかもかくして一旦定められた偶然の配偶は彼らが共に置いて死ぬまで生涯を通じて変わることなく宿命的に結合された夫婦である。何となればその網かごにはどこにも自由の出口がなく一旦閉じ込められた以上にはもはや終生出ることができないから。回廊凍結虫 意識なく個性なき海中の微生物の場合にあってはこの自然の結婚法が最も満足にして完全なものであるだろう。なんとなれば彼らはその同種族たる限りにおいて A も B も C も D も全てが全く同一の衝動体に過ぎないゆえ任意に選ばれた二個のものは常に必ず最善の配偶である。この場合での結婚とは 性をことにする二個の物質が自然の盲目的な媒介、運や偶然やによって結合し、襟好みなき生殖生活をするものにすぎない。人間の場合において万物の霊長とある人間の場合において、これがまた同様にそうであるならば、人と人の配偶がもし B の代わりに C をとり、C の代わりに任意の一つを取りうるような、 天群任せの中戦的結合であるならば、いかに人間の結婚は非倫であり、惨めな加藤動物的なものに過ぎないだろう。しかも世のいわゆる夫婦とは、おおむねただ偶然の機会によって、ほとんど多くのえり好みなく、文明的に中戦的に結合したものに過ぎないのだ。社会はこれを結婚と呼び、 外面的な儀式によってて神聖化してるただ儀式だけが空虚なごまかしの形式だけがいわゆる「人類」を観念づけてるだがその儀式をのぞいてみようあらゆる多くの配偶者は真に文字通りの野合であるすなわち人格と人格との配偶でなく生と生との裁縫物質と物質との一般的なる選択なき結合である。 回廊的動物。いかに歴史の長い間人間はこの非倫的なる下等動物的なる結婚を続けてきたことぞ過去においても現在においても我々の結婚は常に盲目的で偶然の縁により予想のつかない運によって配偶者の目くらくじを引き当てている何人も結婚してしまった後になって逆に初めて 配偶者の何者たるかを真にいかなる人物であったかを知る結婚の前にあっては単に異性であることのほか漠然たるよそ行きの概念のほかどんな具体的の人物も知っていない我々は無鉄砲に運を天に任せて予想のつかない結婚をするただその日の天候が気流が潮の 日の流れが我々の自由意志と交渉なくある偶然の配偶を運んでくる人は結婚せねばならないしかしながら何者がどんな方面からいかにしていつ求婚してくるかを知らない一切の配偶は縁であり予想のつかない偶然の支配に属しているそれゆえに結果の幸福をもまた偶然の運である実に数千年の長い間 人は偶然によって結婚ししかも生涯を通じて離れずおおむね低層ある夫婦として過ごしてきたなんとなれば道徳が法律が社会の制度が別して子供への責任などがそれの出口を塞いでいるから下に人間の惨めさはよくも数千年の歴史を通じて回廊凍結無視たる運命をしのんできた。 ナコードの算術結婚の仲ドらは人生の最もデリケートな問題おそらくはそれからして「幾百選の複雑な組み合わせが予想さるべき」に対して一つの最も単純なる小学生の算術しか有していない「1+1 は2」。 結婚に際して人は数学上の分かりきった公式、偶然数の公式さえも忘れている。それからして当然の悲劇が起こり、まだ原因に気がつかない。家庭の痛恨。西洋の風習では、その妻が夫と共に社交に出、多くの異性と舞踏し、宴会の席上で酒を進め、ピアノを弾き、歌を歌い、文学を論じ、 時に生めかしき美体を示して人々の注意と愛情を引こうと努めるしかるに東洋の風習はこれと全く違っている我々の社会にあっては全てそうした女の仕事が芸者と称する特殊な職業婦人に一任されている芸者らは全くその目的からのみ養成され我々の宴会や社会における一切の事務を受け持っている 実に我々の日本人らは芸者なしに一つの社交や宴会をも成し得ないのだ。なぜなら我々の妻たちは深くその家庭に押し込められ純粋に母性としての訓育を受けていることから全く社交上の才能を嗅いでいるから。つまり言えば我々は 西洋人がその一人の女に課する二つの要求家庭における母性と社交における娼婦性と初めから厳重に分離されて家庭には妻を置き社交界には芸者を置きそれぞれ別々の分業間から専門に教育してきたのである東洋と西洋とこの二つの異なる風習において我々はいずれの長所を選ぶだろうか。 純理的に観察すればもちろん我々の国の風習ははるか西洋のものに勝っている。なぜなら一人の女について矛盾した二つの情操、母性型と娼婦型とを要求するのはおおむね多くの場合においてその両方を共に失い家庭の母性としても完全でなくコケットとしても不満足であるところの不幸な物足りない結果になるから。 西洋の多くの家庭がいかに例外なく不幸であるかまた多くの既婚者らがいかにこの点で嘆いているかを見よ東洋の家庭は一般に西洋に比しずっとはるかに幸福である我々の妻たちは昔から長い間純粋に母性としてのみその家庭の中で生活していた夫たちは妻に対して裁縫や育児や料理やなどの 純一に母性としての仕事を求めた彼らがもし侫楽や宴会や社交などを欲するならばいつでも公に芸者を呼び別の種類の婦人に対して別の種目の奉仕を求めたそして結果は両方の場合において破綻なく満足であったのであるしかしながら今日東洋の事情は変化してきたシナにおいても日本においても。 国情の著しい欧風化はもはや旧来の監視を許さぬだろう。何よりも第一に我々の女たちが変わってきた。彼らの結婚に対する考え方が、母愛よりも狂楽を望むところの西洋の習俗に近づいており、そしてまた実際に我々の家庭そのものが変化した。ほとんどおおむねの女たちが今では家庭の妻として愛されるより、 むしろ路上を散歩する上夫としてコケットとして愛されるであろうことをその夫に対してすら望んでいる一方に芸者や犠牲屋は社会の手々なる変革から今日事実上滅びてしまったそしてなおその上に今日では妾を持つということすらが経済上困難になってしまった昔は大抵の男が一人や二人の妾は囲っていた 昇太は当時において施設の社交機関でもあったのだそれゆえに今日では我々の家庭もまた西洋と同じになろうとしている我々の時代の女たちは純粋の家庭婦人として典型されず一方に社交界の花形を兼ね一方に良妻兼母を兼ねるところの二重の負担において教育されるその夫たちがまた妻に対して かけを兼ね母性に対して娼婦の愛嬌を兼ねるところの二重の上層を要求している。だが不幸にして自然は一つの徳に二つを与えずそんな欲張った要求を聞いてくれない。我々の新しい東洋人がおそらくはまたそれによって古き西洋の開墾をなめ彼らの大多数を憂鬱にしているところのあの家庭地獄を経験せねばならないだろう。 一歩一歳未来のいかなる新しい詩においても和歌や俳句のレトリックする規範がの配偶を得気質的にも肉体的にも互いに双方からの理想一致し理解を深くするところからして生涯を通じて愛を変えず全身をもって尽くすところの世界に求めて一人しかありえなかった唯一の偶然の俳句者を得あてた時のみ その神の前で誓ったごとき倫理上の正しい理由を持つのである。しかしながらそんなことが百万中の一例にしか実の現実の世界でありうるだろうか。ほとんどおおむねの場合において結婚は出まかせの運であり、いい加減のところで失態性といい加減のところで結婚して互いに不満と不平を忍び、でたらめの口で妥協しているところの極めて 非倫理的のものに過ぎないそして実にこれが人生の事実であり現実の実情であるとすればいかに一夫一妻制度は偽善であり人生を不潔にする有毒の制度なるかな今日我々はそれを明らかに断言しよう一夫一妻の古い思想は中世のキリスト教が夢見たところの過去の教会道徳の残務であり 今日の新しき社会において当然廃棄さるべきものであるとあの暗い僧印の中に閉じこもって人生の現実から顔を背け永遠に実現されない天国の儚ない夢をその理想の中でのみ建設していたキリスト教は結婚に関してもまた僧侶哲学の神聖の愛を妄想していた実はその結婚の第一日から初めて互いの人物を知り 前の交際で隠されていた真の気質や性格やをあらわに知ろうとしている新婚者を、早敬にも親善で固く誓わせ、生涯を通じて変わらぬ愛をし得るほどにも、彼らは宗教的の偽善者であり、取りつかれたるローマン主義の妄想家だった。そして一夫一妻の倫理思想は、実に彼らのキリスト教によって建てられたのである。今日我々は、 キリスト教のあらゆる迷信を捨てると同時にその倫理学が規範した一夫一妻制度の吸収を廃棄しよう単に道徳上の観念として廃するのでなく実際に制度の上で社会生活上にも廃棄することを主張するのだ少なくとも一夫一妻制度は今日の社会において虚偽であり人々の家庭を暗くし不幸と不合理等を社会にしうる。 のみならずこの制度は人間性の自然に反しその点で根本的に誤っているなぜなら人間の自然性は男でも女でも常に性の新しき変化を好み事情の許される限りにおいて多くの別の異性と交わるべく性の刺激ある喜びを求めているから童貞マリア処女マリアの肖像は キリスト教のローマン思想が夢見たところの悲しき神前結婚の幻影である。苦音の女性。マリアは常に嘆いている憂鬱に、悲しげに、憧れに満ちた眼差しをして。シャンデリアの下での思想。愛はその愛するものを独占しようと願っている。これが嫉妬の起源であり。 自然のことであるしかしながら愛はそれに成功してしまった後では競争もなく嫉妬もなく退屈で冷めやすいものに変わってくるこれがまた自然でありおおむねの家庭悲劇がそこに基づいているのである西洋人の古い知恵がこの不幸から逃れるためにあの華やかな夜会や舞踏会を考え出したそこでは自分の妻たちが 他の異性の手に抱かれ他人の若い妻たちがまた自分の手に抱かれておる。伝統の下には花が飾られ、香料の匂いは悩めかしく漂っている。音楽と、そして靴ずれの中の甘いささやき。嫉妬は必ず起こるであろう。しかも紳士の教養によって調節された、つつましやかの軽い嫉妬が。これからして西洋人は、 常にその家庭を若返らせいつも台所の中にくすぼっている妻たちをして明るい新婚の夜に回復させるどんな妻たちも決してその夫のためには化粧しない舞踏会の風習は家庭をそのぬかみぞのカビから救い永遠の退屈する憂鬱からして人生を刺激あるものにしようとする悲しい西洋人の発明である 美しき野獣婦人らは子供と同じく自然である。そやで無邪気で単純で劇場に走りやすく天然のままの野生であり未だ解明になれないところの自然の美しい野獣である。されば古代のヘブライやギリシャやインドやアッシリアなどの国々ではおおむねの文献や美術において婦人への比喩が 野生の盲に例えられてた例えばカモシカやメジシやヒョウやたての長いノウマや声でたくましい柳生屋などにそして今夜の冒険がみじくもまた余量に例えられた今日でもまた多くの文明国の紳士たちが盲獣狩りの由楽からして性的の興奮を感知すると言われている。 柔和な陰謀。美しき野獣。夫人を解明に導くため、歴史の長い時を通じて、いかに熱心に人々が努めたことと、今日夫人は教育され、元の武田景色野生をなくしたところの柔和な塩らしいものに観察される。しかしながら見かけであり、本質にはなお、あの鋭い爪を隠したところの人にこびたがる猫にすぎない。 それはメーテルリンクによって愚意されたあの青い鳥の中のチレットのごとくいつでも人間の文化に裏切り自然の眷族たる獣類や植物やに内通して我々の勝利を転覆させようと陰謀している「猫の郷愁女は常に裸体になることを閲楽している」それによって彼らは表の美しい 本然性と野獣の自由性等を回復して自然のままの姿となり遠く本能が憧れている眷属の森林に帰れるからだ女子教育の新発見いかにして女どもからその野獣の爪を切り取ろうかこれが歴史上の宿題であり哀れな配偶者たる男たちが密かに協議したところであった。 ついに「なかれ」が駆けずされた。粗暴なるなかれ、反抗するなかれ、嫉妬するなかれ、噛みつくなかれなど。そして一方では、つつましやかな礼儀作法がしつけられ、怨霊低粛の美徳が教え込まれた。家具のごとくして人々は、猫族の凶暴な本能をため、その武田け色野生を育図することができると信じた。現に長い 事実の間、愚かにも人々はそれを確信していた。このしつけによるのほか、どんな両方も他にありえないと。実際その教育は少なくとも外見上で成功していた。すべての荒々しき祖谷の性質は次第に女性の表面から消えていき、一つの全くにゅうはなる可憐な愛すべき家畜になった。しかしながら人々は、猫が猫らしくなればなるほど、 いいよいよその爪を深く隠すことの修正に気が付かなかった夫人らは彼らが定縮を強いられるのであるその寿司は時間の沈退する底の方で静かにそして恩順を装えば装うほど本能的にはますます野獣の爪を鋭くしたすべてにおいて外見の強いられたつつましさが逆の正常へ内向して ヒステリックにうっせきしてきたた。のであった今や人々は初めて知ったあらゆる形式的なしつきや訓練やが正常の本然性をためるべく全く無効であるという事実を歴史の長い間考えられてた女性観は今やその誤秒に目覚めようやく一変する時期に返した過去のあらゆる教育法は女性の悪しき 本性をためずしてかえってこれを内向させどしがたく陰険なものにしてしまった何よりもまず生徒に学ぶ意思がない時教育に何の効果が期待しえようすべてのしつけや訓練やはこれを外部から強制しないで生徒自身の自覚に訴え内部から行うものでなければならない新しき時代の女子教育が ここの発見から起こってきた実に新時代の教育はイブをしてアダムと一緒に知恵の実を食わせるということである現在ではイブが知恵の実を木から取ってこれを夫のアダムに与えたイブ自身は食わなかったイブがもし自分で知恵の実を食ったならば彼の種族は今日のものと変わっていたろうなぜなら知恵は文明の母であり そして文明の上層は本能の野生を噴育して必然にこれを天下なものに導くから人々がここに気づいた時いかに旧来の方法が根本的に誤っていたかを知った夫人の噴育すべきものは実に彼らの無知と非理性に損していた彼らにしてもし理性を有し知恵を啓発されるならば 教えずして野獣は人間となりその武田景色正常は文明化されて次第に本質からの教養ある宿女となるであろうしかるに何事ぞ従来の方法はこれに全く反していた人は彼らを教育せずしてかえっていよいよ野放しの無知に任せたその上にもなお無知と織との監禁からますます正常を見学にした 女子教育に関するこの発見は実にカントの認識論と相並んで人間 C の法則を根底から一変させた近代の驚くべき新発見に属している今や世界の学校はこの発見によって女性を教え長く閉ざされていた知識の倉庫を彼らのために公開しているおそらくはそれによって古来のあらゆる政権がさじを投げた 一つの根本的なる絶望感が新しき解決へ向かううであろう嫉妬の本性その夫に対して真の深い愛を持ってる女がそれの比例において嫉妬深くより愛の少ない女たちが同じ比例において嫉妬しないと考えるか反対の事実として常に夫を罵倒し凶暴に振る舞うところの 勘埠たちがいかに嫉妬深く手に負えないかを見よ。女における嫉妬は愛の高価な上層によるのでなく実には猛獣の劇場に類するところの野蛮の本能によるのである。婦人を虐待する者への教訓として人は少なくとも三人の妻を持たねばならぬ。一人は性欲の対象として一人は 家事の家政婦として一人は優しげに雨の潤いを与える女性としてシナではずっと貧乏の者だけが一人の妻に三つの負担を要求する賢者の意思肉欲の対象として私は彼女を愛し得る」けれども家政婦として適任でないそれゆえに私は彼女と結婚しないであろう。 我々の日本人は考える。ヨーロッパの求婚者らは別の事情を言うのである。なぜなら彼女はよき上層の教育が欠けているから。しかしながらシナ人だけが全ての場合を通じて苦情なしに結婚をするのである。なぜなら彼らは妻の分業を知っているから。各々の女性から各々のの別の徳が要求される。そもそも果たして。 シナの健人の賢人。